この物語は大東亜戦争を勃発犠牲昭和15年度に執筆したものであるが当時すでに我々の南方諸島への関心は日に日に高まりつつあったのでその心持ちが物語の舞台を内容に選ばせたものであろうまた当時は対米貿易の行われている頃で短事実にできるだけ多くの物資を他の国から輸入しておかなければならぬ事情にあり政府は貿易尻決済の金の獲得に百歩を苦慮していたのであるが そのことが日本少年による黄金境発見の空想となって、ここに反映したものであろう。しかしながら、この物語の主眼はむしろ前半の三少年の海洋と孤島における生活にある。次々と襲い来る観覧を少年の知恵と工夫によって一つ一つ克服していく、百折不当の精神にある。 そういう点で、この物語がいくらかでも年少読者の精神を鼓舞するのしたるを奪作者の高これに過ぎぬものである。昭和十七年六月。江戸川乱歩。不思議な反戦。ある夏休みのことでした。小学校六年生のことの一郎。 前田,田持西川哲夫の三少年は金野君のお父様に連れられて九州の長崎市へ旅行しました三少年のお家は東京の芝区にあってお父さん同士が大変親しくしていらっしゃるのでまるで親戚のように絶えず行き来をしている間柄でした三人とも一学期の試験の成績がこれまでよりもずっと良かったものですからそのご褒美にというので ちょうど琴野君のお父様が長崎の親戚に御用があって旅行なさるのを幸い兄弟のように仲良しの三少年を長崎見物に連れて行ってくださったわけでした長崎港は日本で一番早く開けた外国との取引の港として国史や地理の時間にいろいろ面白いお話を聞いていましたので三人はもう大喜びです 少年たちは長崎に着きますと、金野君の親戚の大家に泊まって、そこの小島さんの案内で、毎日市内を見物して歩きましたが、街には東京などでは見られない古い妖怪やシナ人の家が並んでいて、西洋人やシナ人がたくさん歩いていますし、すぐ街続きの港には、シナや台湾へ行く大きな汽船が毎日出入りしていますし、昔のオランダ屋敷の跡だとか、古い古いキリスト教の街道だとか、シナ人の建てた妙な形の寺院だとか、 どれもこれも珍しいものばかりでなんだか外国へでも来たような気持ちがするのでしたさて三人が長崎へ着いて五日目のことですもう一通り市内の見物を終わって近いところならば少年たち三人だけで遊びに行ってもいいというおむつのが出ていましたので夕方から子どもばかりで散歩に出たのですが三人の足はいつとはなく海岸の桟橋の方へ向いていました三人はそれほど船が好きだったのです 広い桟橋に横付きになっている大小さまざまな寄せがなんだか懐かしくて仕方がなかったのです古めかしい西洋館の剣が並んだ街続きに汽車の駅のような建物があってその広い待合室には台湾や信濃の上海などへ旅行する人たちがたくさん集っていてガヤガヤと海の向こうの珍しい街の話などをしているのです そこを通り抜けますと、すぐにもう青々とした広い海で、その岸にコンクリートの白い道が目もはるかにずっと続いていて、そこへ黒いのや黄色いのや色々の形の船が横付けになって、に焼けた船員や水夫たちが行ったり来たりしているのです。 本当は係の人の外は桟橋へ出てはいけないのですが、三人は子供のことですから、ついそれとも知らず、いつの間にか大きな気仙の横付きになっている白い道を歩いていました。海の匂い、気仙のペンキの匂い、石炭の煙の匂いなどがごっちゃになって、いかにも港らしい懐かしい匂いが辺りに満ちています。 全体が真っ黒で、水に近いところだけ、真っ赤に塗ってある、まるで高い高い壁のような気仙の横腹、その前を海軍将校のような金モールの気象の帽子をかぶった船員が、大きなパイプを加えて歩いてくるかと思うと、腕に入れ墨のある西洋人の水夫が、白い水夫帽を横っちょにかぶって、妙な歌を歌いながら通り過ぎます。そういう景色が、どれもこれも三人の少年には懐かしくてたまらないのでした。 三千トンもある黒い品川への船の次には、その半分ほどの大きさの全体を黄色く塗った外国の貨物船らしいのが横付けになっています。見上げますと、その高い甲板の端に一人の西洋人の水夫が腰掛けて足をブランブランさせながらタバコを吸っていましたが、下を通る三人の少年を見てひょいと挙手の礼をして、にっこり笑ってみせました。三人も思わず手を挙げて、にっこり笑って、 それに答えましたが、そんなことが少年たちの気持ちを一層ウキウキさせるのでした。もう家へ帰ることなど、すっかり忘れて、どこまでも白い道を歩いていきますと、黄色い汽船の次に、それよりはまた少し小さい黒い貨物船がいて、その次には、今までの船よりはずっと小さい、珍しい型の帆船が横付けになっていました。帆はすっかり下ろしてありましたが、穂げのいくつもついたマストが3本立っていて、 その頂上からたくさんの綱が蜘蛛の巣のように張ってあって、縄梯子ごのようなものもかかっています。そして、帆船のくせにその船の真ん中には細い煙付きが一本ぎゅーっと突き出ているのです。風のない時には蒸気機関で走る補助機関付きの帆船なのでしょう。やあ、素敵。虎はるガルの海戦の絵にあるような船だね。うん、ほんとだ。 いつか見た小戦学校の練習戦もこんな形だったぜ。わあ、ごらんよ、ごらんよ。恐ろしい怪物がいるよ。どこにどこにへだよ。への飾りだよ。いかにも、その帆船のへには人間とも動物ともわからない奇妙な姿の彫り物がついているのです。頭に角があって目がまんまるで。 口は耳まで裂けて、その癖人間のような姿をした怪物の半身像です。三人はその不思議な彫刻にすっかり夢中になって、いつまでもそこに立て止まっていましたが、すると一人の水夫がそばへ寄ってきて、ニコニコしながら少年たちに話しかけるのでした。あれかい。あれはこの船のマスコットだよ。あいつがああやって目玉を向いている間は、この船は決して沈むようなことはないのさ。 縞模様のある薄いシャツに白ズボンを履いた十四十五歳の優しい顔の水夫でした。じゃ、おじさんこの船の人海。うん、こう見えても小藤さんはこの船の水夫長なんだぜ。この船のことなら船長よりもよく知っているんだ。じゃ、この船日本の船なんだね。そうとも。日本の船とも。 水府町と名乗る男は目を細くして嫌に力を入れて答えました。これからどこへ行くの内容だよ。内容貿易をやっているのさ。ねえ、小東さん、この船の中もやっぱり普通の汽船みたいになっているの。うん、まあそうだがね。しかし、ちっとは変わったところもあるよ。何しろ今時珍しい三歩柱スクーナーだからな。 君たちが聞いたこともないような妙なものもいくらかあろうっていうもんだ。それを聞きますと、三人はもうたまらなくなってきました。ねえ、小藤さん、僕たちに船の中を見せてくれない。ちょっとでいいんだから、ねえ、小藤さん。わ、あはははは、そう来るだろうと思ったよ。うん、よしよし、見せてやるよ。じゃ、君たち、小藤さんの後からついてきな。 船の横腹に四角な戦争の入り口が開いていて、桟橋から厚い渡り板がかけてあります。水府町は先に立って、その渡り板を渡り、薄暗い船の中へ入っていくのです。三少年はふわふわ動く渡り板を踏んで、その後に続きました。狭い急な階段を上って、上乾板に出て、あちこちと珍しい道具などを見せて歩いた後で、水府町は三人を連れて、 また別の狭い階段を降り、小さな船室に入りました。まだ色々見せるものがあるがね、まあ、ここで一服しよう。ここが俺の部屋だよ。どうだいかわいい部屋だろう。ところで、君たち喉が乾かないかね。コーヒーをいっぱいごちそうしよう。ちょっと待っていたまえね。 水府町は一人で喋って、少年たちが何も答えないのに、そのままそそくさと、どこかへ出て行きましたが、やがて銀色の盆にコーヒーの茶碗を4つ乗せて帰ってきました。さあ、遠慮なくやりたまえ。船のコーヒーはとてもうまいぜ。少年たちは勧められるままにコーヒーを受け取って、3人ともそれを飲み干しました。 なんだか普通のコーヒーより苦いような気がしましたが、喉が渇いていたものですから、人たらしも残さず飲んでしまったのです。はーハーハあは、みんな飲みっぷりがいいぜ。一息にやってしまったね。さあ、もうちっとここで休んでね。それから面白いものを見せてあげるよ。水夫町は何か意味ありげに言って、にやりと妙な笑い方をしました。 そして少年たちの様子をじろじろと眺めているのです3人の少年は小さな木の椅子に腰掛けて水不調の顔を見ていましたがそのニヤニヤしている顔がスーッと遠くなっていくように思われましたそして辺りがもやでもかかったようにぼんやりしてそれがだんだん暗くなって地の底へでも落ち込んでいくような気がしたかと思うとその後はもう何が何だか少しもわからなくなってしまいました つまり、三人が揃いも揃って居眠りを始めたのです。はじめは椅子にかけたままこくりこくりやっていましたが、やがて次々と椅子から滑り落ち、床の上にぐったりとなって、いびきさえ立て始めました。ふふふふふふ、うまくいったぞ。眠り薬の効き目は恐ろしいもんだな。だが、食料品積み込みのついでに、こんなかわいい子供が三人とは悪くない獲物だぞ。 これでまた一儲けできるというもんだ。水夫長と名乗る男は、そんな恐ろしいことをつぶやきながら、薄気味悪くニヤニヤと笑って、そっと部屋を出ると、外からドアを閉めて、カチンと鍵をかけてしまいました。闇の中の綱渡り、ことの一郎くんは、何とも言えない恐ろしい夢を見続けていました。 その夢のおしまいには真っ暗なところに一人ぼっちで立っていますと反戦の辺についていたあの木彫りの怪物が耳まで裂けた口を開いて一郎君に飛びかかってくるのです。そして肩のところをガブッと食いついたものですからわっと叫んだ拍子に太目を開きますとそれは夢だったことがわかりましたがちょうど怪物が食いついた肩の辺を誰かの大きな手が掴んでいるではありませんかおやっと思って見上げますと すぐ頭の上に恐ろしい人がしゃがんで一郎くんの顔を覗き込んでいましたそれは青い絹の上に起きて同じ絹のダブダブのズボンを履いた顔中ひげだらけの大男でしたまるで五月上りの正気様みたいな恐ろしいやっこですその大男が獅子の吠えるような声でしゃべっているのですが何を言っているのかさっぱり分かりません日本語ではないのです わは,ははは、おいおい、ちんぴら、何をきょろきょろしているんだ。そのお方は、この船の船長様だぞ。お前たちがかわいい顔をしていると言って、褒めておいでなさるのだ。声に驚いて、その方を見ますと、例の水夫長という男が、部屋の戸口に立ちはだかって、さもおかしそうに笑っているのでした。ああ。 それじゃ、ここはあの三本マストの反戦の性質なんだなと、やっと気がついて、後ろを見れば、前田君と西川くんの二少年も、今、目を覚ましたばかりと見え、ぼんやりした顔で、隅っこにうずくまっていました。部屋が嫌に薄暗いと思ったら、もう夜になったのでしょう。一方の壁にかけてある、脳な形の石油ランプが赤ちゃけた光を放って、ゆらゆらと左右に揺れているのです。 あ僕たち眠っていたんですか変だなどうしたんだろうでももう帰らないと叱られますさあ保君哲夫君早く帰ろう一郎君がそう言ってよろよろと立ちのぼりますとひげむしゃの大男と水夫長とは声をそろえてゲラゲラと笑いだしましたわはははハ,ーハ,ーハー帰るってどこへさ海の中へかい で、海の中でのって。一郎くんはなんだかぎょっとしておもわず聞ききかえしました。ははははまだわからないのかい。このふねはもうみなとにはいないんだぜ。はしっているんだ。みろこのゆれることを。ひろいひろいうみのなかをはしっているんだ。さんしょうねんはそれをきいてはっとかおみあわせました。なるほど。 言われてみれば、エレベーターにでも乗ったように、スーッと下へ下がっていくかと思うと、ふわっと上の方へ持ち上げられるような気がするのは、確かに船が波を乗り越えて進んでいる証拠です。耳を澄ませば、ザブンザブンと船端を打つものすごい波の音も聞こえてきます。壁のランプが妙に揺れていたわけも、すっかりわかりました。小藤さん、なぜですなぜ船を出してしまったんです僕たちどうすればいいんです 一郎くんは真っ赤な顔になって二人の大人を睨みつけました。ほーは、今さらいくらはめいたって泣いたってダメだよ。お前たちは今日からこの船の防衛を務めるんだ。コックの手伝いをして皿を洗ったり、ごちそうを運んだり、それから、そっちの一番小さいかわいいの、お前は船長様の部屋付き防衛にしてやろうとおっしゃるのだ。ありがたく思うがいい。嫌です。 僕たちは東京の小学生です。防衣なんかになるのは嫌です。船を戻してください。ほうは、関心関心。お前はなかなか負けん気の小僧だね。だが、もう東京へは二度と帰れないんだ。ニにはね、お前たちぐらいの子供を飼いたがっている親分がたくさんいるんだぜ。そして、立派な泥棒や軽技師なんかに仕立ててくださるんだ。しばらくこの船で働いた上、 お前たちはその親分に売られるんぴらだってバカにはならねえ。なかなかいいねに売れるんだからね。水夫長は肉肉しく言い放ってひねの船長と顔見合わせまたゲラゲラ笑うのでした。読者諸君はもうお気づきになっているでしょうがこの奇妙な帆船は海賊船だったのです。日本人が海賊などするはずはありません。シナ人です。 ひねの船長というのが俗の狩猟で三十人ほどの手下が乗っているのですがみんなシナ人なのです水不調と名乗る男も実はシナ人なのですが子供の時に一個に育ってシナ人とはわからぬくらいうまく日本語を話すものですから三少年はその巧みな日本語につい騙されてしまったのでしたこの海賊船は南シナ海から南洋東インド諸島や南洋の島々にかけて荒らし回り 自分より小さい速力の鈍い船と見れば襲いかかって乗客の持ち物や積み荷を奪い取りジャバボルネオの不正商人にそれを売り渡して恐ろしいお金儲けをしているのですそういう荒仕事をする船ですからなかなか武器も揃っています乗組員は皆一手ずつ小銃と清流刀を持っている外に 船の底に機関銃が二艇も隠してあって、いざという時にはそれを甲板に持ち出して、相手の船を撃ちまくるのです。人の命を取ることなど、何とも思っていない鬼のような悪者どもです。三少年は入ってはいけない桟橋などうろうろしていたばかりに、実に思いもかけぬ恐ろしい運命に陥ってしまいました。それから一ヶ月ばかりというもの、昼は鬼のような奴らに追いつかわれ、小突き回され、 夜はお父様お母様のことを思っては枕を濡らしながら、言うに言えない悲しい恐ろしい朝晩を送り迎えたのでした。ある時は大嵐にあって、甲板に襲いかかってくる小山のような波にいよいよ死ぬのかと、三人が抱き合って東京のお母様の名を呼び続けたこともありました。またある時は、海賊船が小さな気船を追跡して、機関銃で脅しつけ、 荒くれ男どもが清流刀を振りかぶって相手の汽船に乗り込んでいき、乗組員を片っ端から縛り上げて積み荷をどしどしこちらの船へ運ぶという戦争のように血生臭いありさまを見せつけられたこともありました。その怖しさ、気味悪さ、それらの出来事を詳しく書き続ければ、それだけでも立冊の本ができるくらいなのですが、残念ながら今はそれを記している暇がありません。 なぜと言って、かわいそうな三人の少年は、その後で海賊船での出来事なぞよりは、もっともっと不思議な、恐ろしい、魂も消えるような目に遭わなければならなかったからです。そして、その世にも機械な、談をお話しするのが、この物語の本筋だからです。少年たちは、海賊船の虜になってからというもの、この船がどこかの港へ寄港するのを一縷の持ちにしていたのですが、 賊も猿もの船が港に近づくと三人の少年をあの最初麻酔エコを飲まされた小兵屋へ押し込めてドアに鍵をかけてしまうのでしたそして船が用事を済ませて港を離れるまで決して外へ出してはくれないのです救いを求める餅は全く耐えてしまいましたこの上は海賊船を逃れるためには海へ飛び込みでもする外はありません 三人の少年は海や船が好きなだけあって泳げはよくできるのですが港に遠い柄海の中へ飛び込んでどう泳ぎ切ることができましょう。そんなことをすればただ不可の餌食になるばかりです。でも少年たちはどうにかして俗の船を逃れたいと昼も夜もそのことばかり考えていました。人のいない隙を見ては三人が額を寄せてひそひそとそのことばかり相談していました。 すると長崎を出て1月ほど経ったある夜のこと思いがけぬ機会が来たのです非常な恐ればひょっとしたら逃げ出せるかもしれないようなたった一つの方法を発見したのですその時海賊船はオランダ領セレベストの目などという港に入って盗みためた荷物を巧みに売りさばき しこたまお金を儲けたのですが、そのおしくだというので、港の酒場でたらふくお酒を飲んだ上、夜になって出版してからも船の中でまた酒盛りを始めるという騒ぎでした。そんなわけで、三人の少年は船が港を出るか出ないに、もう監禁の小部屋から引き出され、酒盛りのお給仕などさせられました。 ところが、そうして忙しく働いている中に、三人の中の一郎君の姿がどこかへ見えなくなりましたので、あとの二人の少年はどうしたのかと心配していますと、やらて一郎君がどこかから帰ってきて、向こうの入り口からそっと二人を手招きするのです。酒盛りの真っ最中で、な夢中になって飲んだり歌ったりしているのですから、誰も気がつくものはありません。 少年たちは料理場へ行くような顔をして、こっそり部屋を抜け出しました。一郎くん、どうしたの君の顔真っ青だよ。狭い通路甲板への登り口まで来たとき、前田保くんがそっと尋ねました。君たち、決心した前。見えるなら今だよ。一郎くんは二人の手を握って、激しい息遣いで言いました。え、見えるって。 うん、見えるんだよ。僕は今、ぱんへ登ってみてきたんだけどね甲板にはだしひ人っきりしかいないんだそれにねうまいことがあるんだよボートが船尾につなぎっぱなしになっているんだオールもちゃんとついているあいつたちさに酔っていて面倒くさいものだからボートを船にあげなかったんだよで本当かいじゃ行ってみよう 三人は階段を上って、甲板に出て、ダッシュに気づかれないように注意しながら、物の影を伝って、船尾にたどり着きました。暗い海を覗いてみますと、いかにも一層のボートが、船尾に繋がれて、親船の45メートル後ろからガクンガクンと首を振るように揺れながら、ついてくるのです。風は静かで、波というほどの波もなく、 空には砂をまいたような星の光、メナドコウの方角を見れば、まだ港の灯し火が空の星とは違った色で、ちらちらと見えています。幸い、船の速度が鈍い上に、天候といい、港からそれほど遠くないことといい、おまけにボートまで揃っているのですから、こんな良い檻がまたとあろうとは思われません。砂渡りをするんだね。うん。でも、うっと手繰り寄せれば、3メートルぐらいの長さだよ。 けないよ。ただ決心さえすればいいんだ。3人の中では一番強胆な一郎くんが他の2人を励ますように言いました。よし、やろう。じゃあね、僕、みんなの帽子と上着を取ってくらー。制服制帽でなくちゃ内容の土人に対しても幅がきかないからね。前田智くんは学校でも評判のチャメ公でした。 こんな命がけの場合にも、日頃の差し並みを忘れないところ、さすがは茶目のターコだけのことはあります。保君は他の二人が見つかると大変だからと止めるのも効かないで、椅子のように闇の中を走っていきましたが、五分も経たない中に、三つの帽子と三枚の上にと、それからなんだか大きな白い袋を抱えて帰ってきました。その袋は何いいんだよ。何でもないんだよ。 ほくんはなぜかその袋を隠すようにしていますそこで三人が手早く上に起きてさてボートへの綱渡りをしようと身構えたとき突然後ろに物音がして人の息をしているような気配を感じましたひょっとして振り向きますとなんだそれは人間ではなくて一匹の犬でした海賊船に飼われているブチのポインターで この一月の間に三少年にひどく懐いてしまっていたのです。それを見て、チャメの保君が何か思いついたらしく、他の二人の腕をつかんで言いました。ねえ君、こいつも連れてってやろうよ。こんなに懐いているのを残しておくのはかわいそうだよ。それに、こいつだって海賊船なんかにいるよりは僕たちのお供がしたいんだよ。ほらね、こんなに体をすりつけてくるじゃないか。 これには、イチローくんも、哲夫君くんもすぐ賛成しました。寂しい異教の空で、たとえ犬一匹でも、仲間の多いのは心丈夫というものです。じゃ、僕が一番乗りだよ。勇敢なイチローくんが、ボートの綱をできるだけ引き寄せて、手すりにしっかり縛りつけ、ひらりと身を踊らすと、その綱を伝って、スルスルと降りていきました。学校の鉄棒で鍛えた腕前です。 次には鉄尾くん、それから保くんが差し出す犬を下の二人が苦心をして受け取り、最後に保くんが例の得体の知れぬ白い袋を首にくくりつけて、神妙な格好で滑り落ちてきました。じゃ、いいね、綱を切るよ。一郎くんは小声で言ってポケットから愛用のジャックナイフを取り出すと、それでボートの作なをぷっつりと切断しました。こうして三人はとうとう目的を達したのです。 でも、ボートに乗り移っただけでは、まだ安心はできません。船を離れない中に、どんなことで海賊どもに見つからぬとも限りませんし、たとえ無事に逃げ出すことができたとしても、港までは相当の距離があるのです。真っ暗な海。遥か遥か向こうにチヤチラしている港の灯火。それも、日本の港ではありません。南洋の見返りの島の寂しい寂しい港です。 子供の腕でこの海が果たして漕ぎ通せるでしょうかにわかに嵐が起こるようなことはないでしょうかそして漕いでも漕いでも港から遠ざかるばかりというような恐ろしい目に遭うのではないでしょうかああ、なんだか心配です。三少年の運命はこれから一体どうなっていくのでしょうボートの中の三人。 三人はボートの中に身を伏せて頭だけを持ち上げてじっと親船を見つめていましたもし海賊の一人が友の方へ出てきてボートの三人を見つけるようなことが起こったら何もかもおしまいです今度捕らえられたらどんな恐ろしい目に遭うかわからないのですじっと息を殺して見つめていますとすぐ目の前にあった海賊船の大きな船尾がみるみる向こうへ遠ざかっていきます 5メートル10メートル20メートルそしていつの間にかもう大きな声で呼んでも聞こえないほど遠くへ隔たってしまいました少年たちは助かったのです賊はお酒に酔っ払っていて少しもそれと気づかなかったのですモートは目などこうまでこぎ戻るだけですそこには日本人の召喚もあるのですからそこへ駆け込んで救いを求めさえすればいいのです 港の方角を見ますとはるかはるか向こうに星のような灯火がちらちらと瞬いています。約5キロメートルもあるでしょうか。でも3人が力を合わせてボートをこればきっと港へ着くことができるでしょう。さあ、くん、君と僕とでこぐんだ。そして疲れた方が哲夫君に代わってもらうんだ。哲夫君はダッシュをやっておくれ。いいかい。 ことの一郎くんが大人のような真面目な調子で指図しました。少年たちにはオールが重すぎてなかなか自由になりませんでしたが、そんなことを考えている暇もありません。一郎くんと保つくんとは太いオールにしがみついて、下のぐるいに凝り始めました。幸い、海は静かでした。 外目のことですから、無論波はあるのですが、いつか出会った嵐に比べたら、このくらいの波は波の中には入りません。ボートはガクンダクンとうなずくように揺れながら、港に向かって、おぼつかなく進んでいきました。はじめの中は、確かに一コギずつ、港の塔下に近づいていくように思われたのです。いくら遅くても、夜明けまでには、きっと港に着けるに違いないと、三人は勇みに勇んでいたのです。 ところがどうしたことでしょう2 0 0ルほども漕いだかと思うと突然ボートが進まなくなってしまったではありませんか漕いでも漕いでも同じところにいるような気がするのですいや同じところにいるのならまだいいのですがどうやら港とは反対の方角へだんだん遠ざかっていくような気がするのですおい君たちしっかり漕いでくれよなんだかボートが後戻りしているみたいだぜ ダッシュの鉄尾くんが懸念らしく叫びました。漕いでいるんだよ。で、ね、一郎くん、こんなに一生懸命に漕いでるのに。ほくんが不平らしく、大声に答えました。でも、変だねえ。なんだかボートは進んでいないようだよ。ほくん、試しに漕ぐのよしてごらん。一郎くんの指図で、二人ともオールを上に上げて、しばらくじっとしていました。 するとどうでしょうボートは何か生ものに引っ張られてでもいるように目に見えてぐんぐん後戻りを始めたではありませんかおや変だね君が悪いやサメかなんかが引っ張ってるんじゃないのかなほくんがおどけた調子で言いましたがそのみ内心ではぞっとしているのです黒い波頭がらがなんだか大きな怪物の背中のように見えてじっとしていると無性に怖くなってくるのです あ、わかった。わかったよ。突然、ダ種の鉄王くんが叫びました。ここに強い潮流が流れているんだよ。僕たちはその中に巻き込まれたんだよ。海の中に強い勢いで一方に流れている川のようなところがあります。それを潮流とか海流とか言うのです。あ、そうだ。潮流だね。 じゃあ、ここをつつきれば静かなところへ出るんだね。さあ、ほくん、こごう。うんとがんばるんだぜ。てつおくん、かじをまねてくれよ。ちょうゅうをよこぎるんだから。いちろうくんがちからづけるようにさけびました。そして、ふたりはまたオールにしがみついたのですが、もうつかれているものですから、思うようにこぐこともできず、いくらがんばってもぼうとはながされるばかりです。 潮流の幅がどのくらいあるのか、恋でも恋でもなかなかつつきれないのです。いけない。風が吹いてきたよ。ほら、あんな大きな波が。鉄男くんが叫びました。三人の方にさーっと風が吹きつけました。そしてみるみる黒い波が高まり、ボートは矢のように流されるのです。鉄尾くん、変わっておくれよ。僕はもうダメだ。 くんが弱音を吐きました。そして、今にもひっくり返りそうなボートの中で、やっとのことで鉄尾君と席を変わりましたが、しかし、いくら小二種が変わっても、風と潮流と二重の力に押し流されるこのボートをどうこぎ返すことができましょう。それに鉄尾君は三人の中で一番賢い代わりに力は一番弱いのです。太いオールととっく見合って、今にも後ろに倒れそうに見えます。 ダッシュの前にうずくまっていた犬がこの騒ににおびえて悲しい声で吠え始めました。風の音、波の響き、遠ぼえに似た犬の声、右から左から襲いかかってくる大入道のような波頭、その中を吹き流され、押し流される小さなボート。猛攻なってはいくら頑張っても子供の力ではどうすることもできません。あ、いけない。哲夫君のけたたましい叫び声が聞こえました。 どうしたのオールを流しちゃった。あ、あそこだ。哲夫君は夢中になって、ボートから体を乗り出し、流されたオールを拾おうとしましたが、ちょうどその時、どーっと押し寄せた大波に、ボートががくりと横倒しになったものですから、ハッとして身を引くと、その間にオールは黒い波にのまれて見えなくなってしまいました。街にはオールがただ一本。 一本のオールではこぐわけにいきません。いよいよ運の月です。泣いたとて、わめいたとて、遠く海岸を離れた真夜中の海の中、誰が助けに来てくれるものですかそれに、ああ、どうすればいいのでしょう。最前まで星のようにきらめいていた、目などこうの塔下さえ、いつしか見えなくなっているではありませんかボートはもう、それほど遠くをし流されてしまったのです。 ただ一面の闇の中、黒い風、黒い波、その恐ろしいざわめきに混じって子供の泣き声が聞こえてきました。一番無邪気な歩くんが犬と一緒に泣いているのです。一郎君も哲夫君もその悲しげな声を聞きますと胸の底からぐーっと何かが押し上げてきてポロポロと涙が流れるのをどうすることもできませんでした。三人は声を揃えて泣き出してしまったのです。 懐かしいお父様やお母様の名を呼んで、まるで赤ん坊のように抱き叫ぶのでした。その間にも、ボートは暗闇の沖へ沖へと、行方も知らず流されていくのです。矢のように押し流されていくのです。ああ、かわいそうな三少年の運命は、一体どうなることでしょうか。聖火死かそれから夜明けまでの数時間、風は絶え間なく吹き、 波はいつまでも騒いでいましたけれど幸い嵐にもならずボートは果たしもなく流されるばかりで転覆するような心配はありませんでした泣きたいだけ泣いてやっと泣き止んだ三少年は最善からの働きと恐れのために身も心も疲れ果ててもう何が何だか分からなくなっていました眠いけれども眠るわけにはいきませんと言ってはっきり起きているのでもなく 生きているのか死んでいるのかわからないような数時間がようやく過ぎ去ってやがて空がほんのりと明るくなり海の果てに血のような真っ赤な色が流れてびっくりするほど赤い太陽が水平線の上にじりじりと差し昇ってきましたとうとう夜が明けたのですふと気がつきますといつの間にか風がやんで波も静かになっていましたあ、波が静まったよ僕らは助かるかもしれないぜ 泣き出すのも早ければ元気になるのも早い保君がボートの中にむっくりと生きのぼって大きな声で叫びました他の二人もその声に励まされて思わず生きのぼり泣きはれた顔でほのぼのとしらんだ海の上を見渡しました太陽は見る間に波を離れて水平線の1メートルほど上に真っ赤なお盆のような姿を見せています 空は一面に明るくなって暗かった西の方の水平線も見渡せるようになりましたところがどうしたというのでしょう東にも西にも北にも南にもただ糸のような水平線が続いているばかりで陸地らしいものはどこにも見えないではありませんか3人はびっくりして青ざめた顔を見合わせました そして自分たちの目がどうかしたのではないかと疑うようにしきりと目をこすりながらはるかの水平線を探し続けましたあ、あれだよほらあれは雲じゃないよ確かに陸地だよきっとあれがセレベストに違いないよでも遠くまで流されたんだねもうとてもあそこまで帰ることなんかできやしないよ哲夫君がずっと向こうの水平線にかすんで見える 長い陸地らしいものを指さして涙ぐんで言いましたいつの間にこんなに遠く流されたのでしょう3人はまるで夢を見ているような気がしましたそれにしてもなんという海の広さでしょう世界中がさらと水ばかりになってしまったようでその真ん中にポツンと小さな小さなボートが浮かんでいるのです3人はもう物を言う力もありませんでした ただじっと泣き出しそうな顔を見合わせているばかりです。長い長い間、まるで死んででもしまったように、そうしてじっとしていましたが、やがて一郎くんが何かを思いついて、元気に叫びました。でも、まだ助からないとき待ったわけじゃないよ。どこかの気仙が通りかかりさえすればいいんだ。そして、僕たちを見つけてくれさえすればいいんだ。だって、いつになったら気仙に出くわすかわかりやしないよ。 それに、ここが気仙の航路からずっと遠くだったらどうするの考え深い鉄奥はなかなか乱心しません。そんなこと言ったって仕方がないじゃないか。僕たちは運を天に任せて気仙が通るまでじっと待っている他に、どうすることもできやしないんだ。一郎君が怒ったような声で言い返しました。そりゃそうだけど、でもお腹がすくし喉が渇くよ。 帰船が来るまでに僕たちは上死し,してしまうかもしれないぜ。哲夫君の言うところももともです。そういえば、三人とも実はもう腹がペコペコになっているのです。犬も何か食べたいのか、最前からくんくん鼻を鳴らし続けているではありませんかおい、それなら安心したまえ。僕たちはちゃんと食料を持っているんだよ。 二人の話を黙って聞いていたたもつくんがなぜか急にニコニコして口出しをしました。え、食料だって。何言っているんだい。からかうんじゃないよ。へへへ、そう来るだろうと思った。ところがちゃんとここに食料が隠してあるんだよ。欲しくないのかい。僕一人で食べてもいいのかい。えへん、僕様はやっぱり偉いな。 ほくんは肩を怒らせ、両手で握りこぐしを作って、それを自分の鼻の上に重ねて、天狗の真似をしてみせました。茶目のタあオヤ家は、こんな時でも、つい日頃の癖が出てしまうのです。ほんとかい。じゃあ見せてごらん。一郎くんがそれにつられて、笑顔になって言いますと、ほくんはポートの底から白い布の袋のようなものを取り出し、その中から大きなバナナの棒をニューっと差し出してみせました。 あバナナ一郎君くんと哲夫君くんとは思わず一ちに叫んでその方に手を出しましたそしてほ君がちぎってくれたバナナを受け取りますといきなり皮をむいてその水、下白いおいしい実にかじりつくのでした海賊船を煮れ出すときほ君が白い袋をたいすりそうに持っていたのを読者諸君はご存知でしょうその袋にはバナナと帰りのビスケットがどっさり入っていたのです ことにバナナの方は、メナドコーで積み込んだ、木からちぎったばかりの新しいやつで、日本の内地などでは思いも及ばぬほど美味しいのです。じゃあ君は僕たちがこんな目に合うことをちゃんと知っていたのかい。一郎君くんがさも美味しそうに、口をもぐもぐやりながら、不思議らしく尋ねますと、自分も口を動かしながら、片手で犬にビスケットを食べさせていたタモツくんがニコニコして答えました。そうだと偉いんだけどね。 母本当は僕が食いしん坊なのさあの時目などこうにつくまでの間にお腹がすきそうな気がしたのでぞの料理場から失敬してきたのだよどうしてそれを今まで隠していたのさだって君たちはいつでも僕を食いしん坊食いしん坊って言うんだもの恥ずかしかったんだよ北雲は無邪気に笑いながらとうとう白状してしまいました でも、保君の食いしん坊のお金で、3人は契約して食べれば、2日ぐらいは腹をすかさないでもいいことが分かって、大安心でした。保君が欲張って、うんとこさと持ち出してきてくれたのが、思いもかけぬ幸せになったのです。食いしん坊なんて、からかうどころではありません、ありがたくって拝みたいくらいです。お腹が膨れてしまうと、3人はボートの中に横になって、ぐうぐう寝込んでしまいました。 あんなにひどい働きをした上、一晩中眠らなかったのですから、もう我慢にも目を開いていられなくなったのです。静かと言っても対応のことですから、時々大きな波のうでりが襲ってくるのですが、三人はもうそのくらいのことには怯えません。ぐうぐういびきをかいて眠り続けるのでした。それから二日間は何事もなく過ぎ去りました。 三人が待ちに待っていた気船は一向通りかかる様子もありませんでしたが、海は鏡のように静かでしたし、食料はありますし、命には別状もなく過ごすことができました。何より困ったのは、赤道に近い太陽の暑さでしたが、三人は残っていた一本のオールをボートの中にハスに立てて、みんなの上着をつないで日よいのようなものをこしらえ、やっと暑さをしのぎました。それに、 内容では、どんな天気の良い日にも、一日に二回も三回も、スコールという夕立のような雨が降りますので、その度に体中がずぶ濡れになって、暑さを忘れ、その雨を両手に受けて、乾いた喉を潤すこともできるのでした。でも、それは今生きているというだけのことで、乏しい食料が尽きてしまえば、もうおしまいなのです。それまでに帰線が通れば良いけれど、もし通らなかったら、誰も知らない太陽の真ん中で、 え死しなければならないのです。世の中にこれほど心細い恐ろしいことがまたとあるでしょうか。気の弱いものはそれを考えただけでも死んでしまうほどです。ところが、ああ、なんという運の悪いことでしょう。少年たちの行く手にはもっと恐ろしいことが待ち構えていました。気仙が通らないとか、え死をしそうだとか、そんな心の中の苦しみではなくて、 もっと差し迫った命がけの機難が3人の上に襲いかかってきたのですそれは海の上では何よりも怖い暴風雨でした賊の船を逃げ出した夜も風が吹きましたけれど嵐というほどのものではなかったのですが今度は本当の嵐がやってきたのです海の魔物が小さなボートを一なめにしようと怖しい唸なり声を立てて攻め寄せてきたのです2日目の夜のことです ボートの中でここを細そうに話をしていた三人の方を突然ヒューッと音を立てて妙な風が吹きすぎました。あれ、今の何だろう。変な風だね。びっくりして思わず空を見上げましたが、するとつい先ほどまで砂をまいたように美しく光っていた星が一つも見えなくなっているではありませんかおや、空が真っ黒だよ。雨かしら。 言う間もなく、またしてもヒューというものすごいうなり声を立てて、木でも狂ったような風が吹きつけ、大粒な雨がポツリポツリとボートの上に落ちかかってきたかと思うと、たちまち先のような大雨になり、それが海面を打って、海全体が白く泡立ち裏に始めました。無論スコールではありません。そんな生さしいものではないのです。嵐だ。みんな気をつけて、しっかりボートに捕まっているんだよ。 一郎君が叫びましたがもうその叫び声さえ耳に入らないほどです海はみるみる波立ってきましたそしてボートがまるでブランコのように揺れ出したのですブランコが一振りごとに高くなっていくように波は一羽ごとにその勢いを増してきました海賊船で働いている間に出会ったあの嵐にも劣らない恐ろしい風と雨と波ですダメだ 今度こそボートがひっくり返るかもしれない。君たちしっかり捕まっているんだよ。あ、いいことがある。この縄でみんな体をボートに縛り付けよう。さあ、手伝っておくれ。こういう時に一番しっかりしているのは一郎くんです。とっさにうまい工夫をしました。ボートの底に予備の引き綱が丸く巻いておいてあったのを思い出したのです。 三人はその綱を伸ばして、片目に助け合って、みんなの体を次々とボートの腰掛け板に縛り付けました。犬も虚空に抱かれたまま、同じように縛られて、身もえしながら吠え立てています。五、ごーっと闇の空をかすめ去る風の音、波は刻一刻と高くなってきます。三人はもう目も見えず、耳も聞こえず、ただ下の無類でボートの腰掛け板にしがみついているばかりです。 スーッとエレベーターにでも乗ったように上上と持ち上げられる感じ、それからまたスーッと地底へ吸い込まれていくような感じ。ボートは山のような波に乗せられたかと思うと、次の刹なには波と波との谷間深く滑り落ち、落ちたかと思うとまた高い高い山の上へ吹き上げられていくのです。ああ、もう運の月です。この大嵐がにわかに沈まるはずはありません。 ゴートは転覆するに決ままっています。す転覆すれば3人の命はないものですなんという気の毒な少年たちでしょうやっとのことで海賊船を逃れたかと思えば潮流といういたずら者のために恐ろしい太陽の真っただ中へ押し流されそれでもまだ足りないで今度はこの大暴風雨ですなんてまあ意地悪な神様でしょう神様は本当に 三少年の命を取っておしまいなさるのでしょうかそれともまた、少年たちを偉い人にするために、わざとこんな恐ろしい目に合わせて、その勇気をお試しになっているのでしょうかヤシの実。ゴッゴッという風のうなり声、次から次へと寄せてくる黒い山のような大波、渦巻きになって吹きつける雨と波しぶき、 キチエレベーターにでも乗っているように天まで跳ね上げられたかと思うと次にはスーッと地の底へ潜っていくような気持ち三人の少年はもう生きた心地もなくただ心の中に神様を念じながら必死になってボートの腰掛け板にしがみついているばかりです三人はめいめいの体をボートの腰掛け板に縛りつけて波にさらわれないようにしていましたが波にはさらわれなくても ボートそのものがひっくり返ればもうそれでおしまいです懐かしい故郷を南西にはなれた熱帯の海の木屑と消えるのです誰知るものもない儚い最後をとねなければならないのですしかし少年たちはそんなことを考えている暇もありません次から次と襲いかかってくる波しぶきに息をするのもやっとの思いで船の上にいながら今にも溺れ死し,しそうな気がします おじちさん、助けてください。三人は心の中で何度そう叫んだか知れません。でも、お父様もお母様も遠い遠い日本にいらっしゃるのです。いくら叫んだとて聞こえるはずもなく、助けに来てくださるはずもありません。あ、苦しい、助けて。一番体の弱い哲夫君が波のために息もできぬ苦しさに思わず悲鳴をあげました。でも、誰も答えるものもありません。 みんな自分のことで精一杯なのです波はいよいよ激しくボートは浮いているのか沈んでいるのかわからなくなってしまいましたもう波しぶきというようなものでなく3人の顔は絶え間なく水の中に浸かっていて全く力ができなくなってしまいましたああ今死ぬんだな3人はめいめいそれを感じましたもう何も聞こえず何も見えず ただ自分の魂だけがスーッと深い深いところへ沈んでいくような気持ちがして、そして少年たちは次々と気を失っていくのでした。かける、かける、かける。一郎くんは誰かに呼び起こされているような気がしました。あ、お母さんが起こしていてくださるんだな。寝坊をしてしまった。早く起きてラジオ体操をしなくっちゃ。 そんなことを考えて、ふっと目を開きますと、鼻の先に犬の顔が見えました。一匹の犬がくんくん言いながら一郎くんにすり寄っているのです。おや、変だなと思いながら、寝たままで遠くの方に目をやりますと、なんだか見慣れぬ青々とした木が立ち並んでいます。お部屋ではないのです。じゃ僕は腹っぱで寝ていたのかしら。しかし腹っぱでもありません。 体の下には白い砂がギラギラと光っています。その砂すはらをずっと目でたどっていきますと、白い波頭が見えました。ドドン、ドドンと打ち寄せている波です。あ、海岸だ、それじゃあ。一郎くんはやっと頭がはっきりしてきました。なんてのんきなことを考えているんだ。おいえなもんか。僕は南洋の海で溺れ死んだんじゃないか。 でも死んでしまった僕がどうしてこんな海岸に寝ているんだろうばわかった助かったんだ気を失っているうちにあの恐ろしい嵐が僕をどこかの海岸へ運んでくれたんだそれじゃてつおくんやほくんはどうしたんだろうそこまで考えたとき後ろに犬の吠える声が聞こえましたハッとして急いでその方へ首をねじ向けますと そこに一層のボートが横倒しになっていて、二人の少年がボートの腰掛け板に体を縛り付けたままぐったりとしているのが目に入りました。無論、鉄王くんと保つくんです。それじゃ、僕と犬だけ縄が緩んで、ボートの外に放り出されたんだな。早く二人を助けなくちゃ。一郎くんはいきなり飛び起きようとしましたが、体中の力が抜けてしまっていて、思うように身動きもできません。 ラットの思いでようやく上半身を起こし、這うようにしてボートに近づき、二人の縄を解き始めましたが、すると嬉しいことには、保君もツオ君も死んでしまっているのではないことがわかりました。それから長い時間かかって、二人を砂の上に寝かせ、いろいろと解放しているうちに、二人とも次々に目を開き、口を聞き、とうとう全く正気に帰ることができたのです。 しばらくすると、抜けていた体の力もだんだん元に戻って、三人とも立って歩けるほどになりましたが、すると、まず気がついたのは、喉が焦げるように乾いていることでした。水が飲みたくて仕方がないのです。水は目の前にあるのですが、海の潮水では仕方がありません。どこかに川か井戸がないかしら。ほく君が青々とした深い森の方を見ながらつぶやきました。 井戸だって。どこにも人の家が見えないんだから井戸なんてあるはずがないよ。でも、一体ここはどこの国なんだろうね。哲夫君が心細そうにつぶやきます。いやに寂しい海岸だね。一層の船も見えないし、家らしいものもないし、やっぱり内容のどこかの島に違いないけれど、ひょっとしたら野蛮人の国かもしれないぜ。 北雲はそう言って恐ろしそうに辺りを見回しました。目もはるかにずーっと続くデコボコの岩と砂の海岸に船はもちろん人の姿も動物の姿も見えずまるで死に絶えたように沈まり返っている様子がなんとなくただならぬ感じです。こんな荒れ果てた土地にもし人が住んでいるとしてもどうせ恐ろしい野蛮人に決まっています。もしかしたら話に聞く人食え人種の国かもしれません。 その上あの深い森林の奥にはどんな猛獣が住んでいるかわからないのです3人はそこへ気が付くと思わず怯えた目を見返わしました日本にいる時映画で見た野蛮国の猛獣狩りのありさまなどがまざまざと目に浮かんでくるのです森といっても海岸に近いところは一面のヤシの林でその向こうがずっと山のように高くなりその山全体が名も知れぬ大木の森で覆われているのです ねえ大丈夫だろうかあの森の中には何か変なものがいやしないだろうかちゃめ大やけのほくんもあたりのただならぬ気配にいつもの元気はありませんあおいかおをしてひそひそとささやくように言うのですでもどこかで水をさがさなきゃもうがまんができないよあの森の中には川かわかいずみがあるかもしれないそれになにかくだものがなっているかもしれないぜ 勇気を出して森のほうへ行ってみようじゃないか一郎くんはそう言って先へ立ってヤシの林のほうへ歩き始めました保君も哲夫くんも喉の渇く苦しさには変えられませんので気味が悪いけれどそのあとに続きますそれを見ますと犬はにわかに流行り立っていきなり3人を駆け抜け向こうの林の中へ非常な勢いで飛び込んでいきました3人はそれを見て思わず立ち止まりました 今にも林の中から、けたたましい犬の声が聞こえてくるのではないか、そして何か恐ろしい動物に追われて逃げ帰ってくるのではないかと思われたからです。しかし、しばらく待っていても、そんな様子はなく、犬は一度木立ちの中へ姿を隠したかと思うと、またそこから飛び出してきて、さも大丈夫だから早くいらっしゃいと言わぬばかりにはしゃいでいます。大丈夫らしいよ。行ってみようよ。 三人はいくらか安心して林の中へ入っていきましたが土地はすっかり乾ききっていて泉らしいものも見当たらず近くに川が流れている様子もありませんおや妙なものが落ちているぜ保訓が立ち止まって靴の先でフットボールの玉を小さくしたような茶色の丸いものをコロコロ転がしたり踏んづけたりしていました昆ょう、これでもかこれでもか いくら踏んでもなかなか潰れません。くんはそれがあまり硬いのにすっかり腹を立ててポケットに持っていたジャックナイフを出してぐさっと突き刺しました。するとその中からドロドロした液体が流れ出しました。そしてそこから何とも言えない甘い匂いが漂ってきました。これやしの実だよ。ほら学校の標本室にあったじゃないか。あれだよあれだよ。 もう川なんか探さなくてもいいよ。あれをごらん、ヤシの実がどっさりなっているじゃないか。あれを思いで中の杖を吸えばいいんだよ。何事にも頭の働きの早い哲く君が一本のヤシのてっぺんを指さして、嬉しそうに叫びました。が、ほんとだ。ヤシの木があるのに、ヤシの実に気がつかないなんて、僕たちどうかしているね。 でも、これはなんだか腐っていそうだから、やっぱり気になっているやつを取った方がいいね。三人の中で木登りのうまいのは誰だっけ一郎くんが保君の顔を見て、薬と笑いながら言いました。尋ねるまでもなく、木登りといえば保君がその方の名人だったからです。はい、僕。保君は教室でするように、右手を高く上げて、それに答えました。 でも、日本にある木と違って、静江というものの全くない、まるで太い竿を立てたようなヤシの木登りは、さすがの名人にもちょっと自信がないらしく、小首を傾けていましたが、しかしすぐ何か思いついたらしく、ああ、うまい方法がある。ちょっと待っててね。そう言いながら、北は一目散に海岸の方へ走っていきました。 そして、しばらくしますと、1メートルより少し短い浅縄の両端を結んで輪にしたものを持って帰ってきました。縄は三人の体をボートの腰掛けバーに縛ったあの縄、ジャックナイフでそれを手頃の長さに切り取ったのです。この縄が木登りの秘伝だよ。僕いつかお父さんに教わったんだ。見ててごらん。いいかい。誇君は得意らしく言って、靴を脱ぎますと、その輪になった縄を、 両足にはめて、そのままヤシの木に飛びつきました。そして、幹に抱きついて、ぐいぐいと登っていきます。縄の輪を両足にはめて、それを力にして踏みこたえるのですから、少しも滑り落ちる心配がありません。なるほどうまい考えです。保訓が秘伝だと言って、自慢するだけの値打ちがあります。 ほくんはみるみる高いヤシの木のてっぺんに登りつき、持っていったジャックナイフで大きなヤシの実を切り取りました。いいかい。投げるよ。と空からほがらかな声が響いてきます。いいよ。さあここへ。下の二人はヤシのてっぺんのほくんの小さな姿を見上げて両手を広げました。 ヤシの実は硬くてその上高いところから投げるのですから随分ひどい手応えでしたが二人はうまくそれを受け取ることができました一つ二つ三つ大きな実ですから三つあれば十分です胡くんは外戦将軍のような顔をしてスルスルとヤシの木を降りてきましたそして三人はそこに座ってヤシの実にナイフで穴を開けて そこへ口をつけて、まだ熟しきっていない肉の中の甘い甘い汁をすするのでした。内容の土地になれば、そんな下手なことをしないで、身を手にはよく二つに割って、皮についたドロドロした白い肉を食べるのですが、少年たちにはそんな上手な食べ方はできません。でも、それで十分なのです。梅雨だけでも胃袋がいっぱいになるほどでした。美味しいね。 僕こんなうまい汁うまれてからはじめてだよ。ほくんはくちびるにつたう汁をてのケアでよこなでにしてべたべたしたつずみをうってかんじいったようにいうのでした。うんぼくもヤシの実ってこんなにおいしいものとはしらなかったよ。まるでしたがとけるようだね。 口々にそんなことを言いながら、お腹いっぱい甘い汁を吸ってしまいますと、喉の渇きが止まったばかりでなく、お腹も口く,くなってすっかり電気を取り戻すことができました。おや、犬はどうしたんだあいつもお腹が空いているだろうに。一郎君はそれに気がついて、不審なしく言いました。最前まであんなにはしゃいで三人の周りを走り回っていた犬の姿が見えないのです。 この犬にはまだ名がついていませんでした。元海賊に飼われていた犬で、シナ人の船員たちはなんだか妙な名で呼んでいましたが、少年たちはこの可愛い犬を海賊のつけた名で呼ぶ気にはなれないのです。やっぱり日本の国籍に入れてやって、日本の名で呼びたいのですが、いろいろな機難にあって、まだ犬の名を決める暇もなかったのです。困ったな、あの犬、なんて呼んだらいいんだい。 かまわないや、ぼくんちの犬の名をつけちまえ。おい、ポパイ、ポパイ、ポパイ。ほくんがおどけた調子で叫びました。ほくんのお家の犬はポパイという名だったのです。あの漫画映画の豪傑のポパイから取ってつけた名です。変なの。ポパイって言うのかい。てつおくんがちょっと不服らしく言いましたが、ほくんは耳も貸さず、 ポポパイポパイイと呼び続けています。くんにしてはポパイはどんな相手にも負けない豪傑でその上何なんとも言えない親しみがあってこんないい名はないじゃないかと考えているのです3人は犬を呼びながら林の奥へ入っていきました。 そして、ヤシの林を抜けますと、その辺からだんだん背の低い木が多くなって、それが向こうの山の大森林へと続いているのですが、無論道があるわけでなく、木の茂みが深くなるにつれて歩きにくくなり、むやみに入っていっては道に迷いそうで、もう進むこともできなくなってしまいました。仕方がないので、そこに立ち止まって、なおしきりとポパイ、ポパイと呼び続けていますと、 やがて、ガサガサと木の枝のすれ合う音がして、三人の目の前にひょっこり犬が姿を現しました。少年たちは、ああ、よかったと思いながら、犬の頭を撫でてやろうと、その方へ近づいたのですが、太犬の口元に気がつきますと、三人は、あっと声を立てて立ちすくんでしまいました。ご覧なさい。犬の口から下顎にかけて、真っ赤な血が滴っているではありませんか それに肩の辺や足などに傷ができて、そこから血が噴き出しています。一体どうしたというのでしょう。ポパイは何者と戦ってきたのでしょう。動物には違いありませんが、それはどんな動物なのでしょう。もしかしたら恐ろしい猛獣に出会ったのではないでしょうか。そして、その猛獣に追われて逃げてきたのではありますまいか。三人ははっと目を見交わしました。 そして今にもその恐ろしい奴が向こうのしえみの中からニューッと姿を現すのではないかと思わずみがまえましたしかとを産む少年たちは今にもその猛獣がポパイを追っかけて飛び出してくるのではないかと思わずみがまえましたがいくら待っても何事も起こらずあたりはシーンと静まり返っているのです変だなあおい ポパイ、お前どんなやつに出くわしたんだいイチローくんがそう言って犬の方へ近づいていきますと、ポパイはしきりに尻尾を振って、イチローくんを振り返りながら、なぜかまた死に身の中へ引き返していきそうにするのです。あ、そうだ。君、ポパイが勝ったんだよ。相手のやつをやっつけたんだよ。でなけらこんなに尻尾を振って落ち着いているわけがないよ。 ほくんが息を弾ませて言いました。ほくはお家に犬を飼っていただけに、そういうことは他の二人よりも早くわかるのです。うん、そうかもしれないね。じゃ、こいつの後からついて行ってみようか。一郎く君がほくんとてつ君を見比べるようにして言いました。三人ともまだなんとなく怖いような気持ちが残っていましたが、でも勇気を出して、ポパイの後をつけてみることにしました。 見慣れないいろいろな木の混じった茂みを分けて、道も何もないところを進むのですから、人間にはとても犬のように早くは歩けません。木の枝で顔や手を傷つけられながら、ポパイを見失わないように夢中になって進んでいきますと、やがて小立ちがまばらになって、シダ類が一面には絵茂っている場所に出ました。あ、あれだ。 くんが指さすところを見ますと、シダの葉にうずまるようになって、一匹の獣が倒れていることがわかりました。猛獣ではありません。ポパイよりも少し大きい、足の細いきゃしゃな獣です。なんだ。これしかじゃないか。動物園で見慣れている日本の鹿とは少し変わっているようでしたが、でも鹿の一種に違いありません。かわいそうにポパイが食い殺してしまったんだね。 でも、こんなやつなら安心だ。僕は恐ろしい猛獣じゃないかと思ったんだよ。一郎くんが鹿の死骸を覗き込みながら言いますと、く君は。うん、僕もさ。だが、ポパイ、お前強いんだね。まるで映画のポパイとそっくりじゃないか。ととのもしげにポパイの頭をなでてやるのでした。でも、安心はできないぜ。こんな鹿ばかりならいいけれど。 この森の奥にはどんな猛獣がいるかもしれないからね。一郎くんが気味悪そうに静まりがえったあたりを見まわしました。うん、そうだよ、ヤシが生えているのを見ると、ここはやっぱり内容のどこかの島に違いないが、チリで教わったように内容にはずいぶん恐ろしい猛獣が住んでいるんだからね。哲夫くんも心配そうに言います。猛獣ってゴリラかい。 古んが目をまん丸にして、哲夫くんに尋ねました。ゴリラはどうか知らないけど、オランウータンがいるんだよ。ゴリラと同じようなあの恐ろしい類人猿さ。ほら、いつか先生から内容の動物っていうお話を聞いたじゃないか。オロチや大とかぎやわにも内容の名物だし、それからイノシシだとかトラなんかもいるんだって。あ、そうだったね。 思い出したよ、オラチア大トカゲの絵を見せてもらったんだね。それからオランウータンも。ホクンはキョロキョロあたりを見まわしながら、さもきに悪そうにささやきました。ずっと向こうの山の上まで続いている、果てしもない深い森の奥には、あの絵で見たような恐ろしい動物が、うじゃうじゃいるのかと思うと、ゾーッとしないで入られませんでした。 森の中の見慣れないうねうね曲がった木の幹がそのおろしではないかと思われたり、つい足元の大きなシダの葉陰にその大トカゲが隠れているような気がして、気味が悪くて仕方がないのです。だが、そんな猛獣よりももっと恐ろしいのは人間だよ。哲夫君が感慨深い顔で言います。え、人間だって。うん、人間だよ、人食え人種だよ。 やっぱりあの時先生がおっしゃったじゃないか。南洋の島の開けない地方にはまだ今でも首狩りをする野蛮人が住んでいるって。首狩り人種がいるとすれば人食え人種だっているかもしれないよ。あ、そうだ。南洋の野蛮人は毒屋の名人だね。話せば話すほど恐ろしいことばかりです。 森の茂みの間からそのどす黒い顔をした野蛮人がギロギロ目を光らせてじっとこちらを見ているのではないかと猛気がきではありません。で、ね、え、こんなところにいないで、早く海外へ戻ろうよ。茶目の保君が第一番に弱音を吐きました。そして三人が元のヤシの林の方へ引き返そうと歩き出した時です。哲夫君が何を見つけたのか、突然立ち止まって叫びました。 あ,あれをごらん。ほらあの向こうの大きな木をごらん一郎ろくんとたもつくんはびっくりしててつ君くんの指さすはるか向こうの大きな木をながめましたわきれいだねまっしろな花がいっぱいさいているでもなんてでっかい花だろう20メートル以上もあるような大木のこんもりとしげった青々とした葉の間に大きな白い花が一面にさいているのです その花の大きさは目分量で40、50センチもありそうです。熱帯には大きな花が咲くと聞いていましたが、こんな美しい花の咲く木は話に聞いたことも本で読んだこともありません。おや、あの花動いているよ。いち早くそれを見つけたのも鉄尾くんでした。で、花が動くって。ほら、あれだよ。ピクピク動いている。 あ、ごらん、あの花、みんな動いているよ。生きているみたいだね。ほんとだ。生きている。あ、飛んだよ、空へ飛び上がったよ。ふしぎ、ふしぎ、真っ白な花がぱっと羽を広げて、空高く舞い登ったではありませんか三人はそれを見てあっけに取られてしまいました。花が一人で動いたり、 飛んだりするなんて、まるで魔法の国へでも来たようで、面白いよりは怖しさが先に立つのです。あ、わかった。あれ鳥だよ。真っ白な鳥がいっぱいあの木に止まっているんだよ。見ててごらん。一郎くんは小石を探して、いきなり勢い込めてその木の方へ投げつけました。遠くなので石は木まで届かないで落ちましたが、でも、その物音に驚いたのか、 今まで花と見えていた白いものが一度にパッと花吹雪のように飛び立ってやらてまた別の木に花が咲くように止まるのでしたあとでわかったのですがそれは白いオウムだったのです日本などでは思いもよらない野生のオウムが何千羽となく大木に群がっていたのです人間のいない国三人はしばらくの間、 この夢のような美しい景色に見とれていましたが、いつまでもそうしているわけにはいきません。やがて、低い木の茂みを分けてヤシの林に戻り、元の海岸に帰り着きました。ともかく、この海岸をずっと歩いてみようじゃないか。ひょっとしたら村か何かがあるかもしれない。土人といっても、みんなに行くへ人種と決まっていないんだからね。 一郎くんのそういう意見に従って、三人は海岸をできるだけ遠くまで歩いてみることにしました。まず右の方へ道を取って、岩の多いデコボコ道を五十六百メートルも行きますと、突然そこで部屋地がつきて、険しい岩山がそびえ、その海に面した方は何の足がかりもない断崖になっているところに出ました。そこで、ひとまずその方へ進むことは見合わせて、また元の場所へ戻り、 今度は左の方へ海岸伝いに歩いてみましたが30分ほど行きますとこちらも同じように高い岩山になっていることが分かりましたああ僕たちは運が良かったんだねボートが少しどちらかへって吹きつけられたらこんなひどい断崖だものとても助かる見込みはなかったんだよ哲夫君が言うとおり遠浅になった平らかな海岸は3人が流れ着いた2キロ余りの間だけで そののはずっと恐ろししいいいい断崖が続いているらしいのです岩山はそのままだんだん高い山になってずーっと奥の方まで続いていますので回り道をして向こう側に出るわけにもいきません向こうへ行こうとすればどうしてもそのゴツゴツした危ない岩山をよじ登るほかはないのです三人は最前から暑い日に照らされてずいぶん歩き回ったので すっかり疲れてしまって喉も乾いていました。ねえ、少し休もうよ。僕はもう一度ヤシのつゆが飲みたくなった。保君がまた弱音を吐きました。ヤシの林はその辺までも続いていて、海岸から100メートルも森の方へ行けば美味しいヤシの実がどっさりなっているのです。 一郎くんや鉄尾君も同じ思いでしたから、すぐ賛成して岩山の裾伝いに海岸を後にしてヤシリンの方へ歩いて行きましたが、林の入り口に差し掛かったとき、突然、鉄尾君が叫びました。あ、見た前。あそこに大きな洞窟があるぜ。なんだろう。見ると、なるほど岩山の裾の少しくぼんだあたりに大きな洞窟が真っ黒な口を開いているのです。 何か動物が住んでいるのかもしれないね。くんはもう逃げ腰になりながら、照れ隠しのように、脳波振りをして、きょとんとした顔で言いました。それを聞くと、他の二人も思わず立ちすくんで、そのまま一分間ほども押し黙って、洞窟を見つめていましたが、やがて一郎君が安心したような声で言うのでした。大丈夫、大丈夫。ご覧、ポパイがこんなにおとなしくしているじゃないか。 もしあの中に何か生き物がいるとすれば、ポパイが黙っているはずがないよ。大丈夫だよ。一つあの洞窟の中を探検してみようじゃないか。一郎君はこういうことにかけては、なかなか考え部会上に3人のうちでは一番勇気があり、決断力も優れていました。一郎君は例のジャックナイフを開いて、 万一の場合の身構えをしながら、先に立って洞結に近づき、しばらくその中を覗き込んでいましたが、やがて真っ暗な穴の中へ姿を消してしまいました。すると、それに続いて、ポパイも勢いよく洞結の中へ飛び込んでいきましたが、しばらくすると、一郎君の姿が穴の入り口に現れて、大きな声で呼び立てました。おい、早くおいでよ。素晴らしいおいでを見つけた。 僕らはこの穴をお絵にするといいよ。何にもいないの。ほくんはまだびくびくしています。いるもんか。虫けら一匹だっていやしない。それに、この中は涼しくって、そりゃいい気持ちだよ。ほくんとてつおくんはいきなり駆け出して穴の中へ入っていきました。やあ、素敵だ。ちゃんとお部屋のようになっているんだね。 保君は穴の中を見回して大喜びです。そこは十畳時期ぐらいの広さで、天井の高さは2メートル余り、床はだいたい平らになっていて、岩でできたお部屋といってもいいような3人の住まいにはちょうどおあつらい向きの場所なのです。冷たくていい気持ちだね。僕はここで寝よっと。保君はおどけた顔をして、ごろっと岩の床の上に転がったかと思うと、 うつ伏せになって頬杖をついて両足をバタンバタンとやってみせましたイチローくんと哲夫君くんも笑いながら岩の壁にもたれて足を投げ出し疲れを休めました犬のポパイまでが真似をして冷たい岩の上に長々と寝そべるのでしたそして3人はしばらくの間、喉の渇きも忘れてその素晴らしい住宅を褒めたたえるのでした「今夜はここで寝ることにしようよ」 ここなら大丈夫だよ。あの入り口の穴を何かで塞いでおけば、どんな猛獣だって、野蛮人だって、僕たちをどうすることもできやしないよ。それに、雨が降っても大丈夫だし。うん、そうだ。これは僕たちの岩のお城だね。保証にはポパイという強いやつがいるしね。三人は口々にそんなことを言い合って、まずまずこれで安心と胸をなでおろすのでした。 でもね、僕は一つ心配なことがあるんだよ。しばらくして、鉄男くんが考え深そうな顔で言い出しました。で、心配なことって、保君がうつ伏せになっていた顔をひょいと持ち上げて、眉をしかめて聞き返します。君たちは野蛮人、野蛮人って言うけどね、ここには野蛮人だっていないかもしれないと思うんだよ。野蛮人がいなけゃ、なおいいじゃないか。そうじゃないよ。 野蛮人でも何でも人間がいてくれれば僕たちは何とか工夫して助かる見込みがあるんだけど人間が一人もいないとすると僕たちはほらあのロビンソン・クルーソーのお話と同じになってしまうじゃないかロビンソン・クルーソーはあの寂しい無人島に25年も一人ぼっちでいたんだよ25年目にやっとフライデーという野蛮人を手下にしてやっと二人になったんだ そして、助けられてイギリスの本国へ帰ったのは三十五年目なんだぜ。それじゃ君は、ここが無人島だっていうの。うん、そうじゃないかと思うんだ。あれだけ歩き回って一人の人間にも出会わなかったし、砂の上に人の足跡もなかった。どちらを見ても家らしいものはないし、煙も立っていないし、まるで死んだように静まり返っているじゃないか。 無人島でないにしても人間の住んでいるところからは随分遠いんだよ。もし無人島とすれば僕らはどうなるんだろう。三人のロビンソン・クルーソーになるんだよ。そのままぷっつり言葉が切れて三人とも怯えた目を見かわして黙り込んでしまいました。読者諸君、その時の三人の心持ちがどんなだったかお分かりになりますかロビンソンのお話は読んだり聞いたりしては 大変面白く思われますががもししし自分がそんなな身の上になったとしたとらどうでしょうでょお父様やお母様はちゃんと日本にいらっしゃるのですがそこへ行くことも手紙を出すこともできないのです先生やお友達にももう会えないのですそれも1月や2月ではありませんロビンソンは35年も島から外へ出られなかったではありませんか 35年といえば3人の少年が青年になり、大人になり、今のお父様よりもっと年寄りになってしまうわけです。その長い長い間、ただ3人きりで世界中の誰も知らない寂しい島で暮らさなければならないのです。それでもロビンソンはおしまいには本国へ帰れたからよかったのですが、もしここが近くを船も通らないような無人島だとすれば、3人は生きているうちに日本へ帰れるかどうかさえ、わからないわけです。 三人の少年の前から突然人間の住んでいる世界が消えてなくなったのです。世界にはたくさんの人間が賑やかに暮らしているのに、その人たちに今の身の上を知らせることも助けを求めることもできないのです。まるで全く別の世界へ、そうですね、例えば月の世界へ流し物にされたのも同様ではありませんか三人はそれを考えると何とも言えない寂しい気持ちになりました。 寂しいよりも怖いのです。何とも言えない心の底が寒くなるような怖しさです。日はカンカンと照りつけています。空は青々と晴れ渡っています。海岸の砂は真っ白に輝いています。海は弓なりの水平線を描いて果てしもなく広がっています。後ろの山には緑の森がどこまでも続いています。それは私たちの世界と同じですが、 ただ一つ足りないものがあるのです。人間です。人間の全くいない世界なんて考えただけでも恐ろしくなるではありませんか三人は長い間、いつことも物を言わないで、じっと考え込んでいましたが、やがて一番気持ちのしっかりしている一郎くんが思い直したように、きっと顔を上げました。よそうよ。まだ無人島だかどうだか。 はっきりわかりもしないのにつまらない心配するのはよそうよたとえ無人島にしたって僕たちは3人なんだひとりぼっちのロビンソンとは違うよ3人が力を合わせて助け合えばどんな苦しいことだって恐ろしいことだって我慢できるよそれからねもっといいこと言ってあげようかもしこの島が無人島だったら僕たちはここを占領して王様になれるんじゃないか 王様になってこの島を治めてそして日本の国旗が建てられるんだよすばらしいじゃないかねえ鉄つ君、くんそうだろうほくんみっともない泣き顔なんかするんじゃないよさあ元気を出してまたぎのぼりをしておいしいヤシの実をとっておくれようんそうだね一郎ろくんはやっぱりえらいなあも考え直したよロビンソンを見習うんだ ロビンさんはひとりぼっちで、船もつくるし、稲も植えるし、牧場までつくって、無人島をすっかりじゅうごこちのよいところにしてしまったんだからね。ぼくたちもやろうよ。ねほくん、はやくやしのみをとっておくれよ。そして、おなかがくちくなったら、さんにんでゆっくり、これからのことをそうだんしようじゃないか。てつおくんもしょげているたもつくんをはげますようにいいました。 ほくんだって、茶目のターコーの名にかけても、いつまでも泣き顔してなんかいるわけにはいきません。いきなりギョコンと飛び起きると、よし、じゃあ君たちも下へ来て受け取るんだよ、と叫んだかと思うといきなりうさぎのように洞結の外へ飛び出していきました。 そして、三人はまたあの美味しいヤシの実のつゆをすすったのですが、その時はちょうど真昼で、外を歩き回るのは暑くて仕方がありませんので、夜になってどんなことが起こるかもしれないのだから、今の間に眠っておこうということになり、三人は涼しい凍結の中に転がって、三時間ほどぐっすり昼寝をしました。そして、 目を覚ました時には太陽も西に傾き海岸の砂の照り返しもいくらか弱くなっていましたので三人はまずそこの岩山に登ってみることに相談を決めました岩山の上から見渡せば島の様子がもっとよくわかり人が住んでいるかどうかも確かめられると考えたからです岩山は随分急ではありましたが凸凹が多いのでそこへ手と足をかけてよじ登れば登れないことはないのです 戦闘を受けたまわったのは木登りの名人く君です。さすがに名人だけあって、実に身軽に、ひょいひょいと岩閣府から岩閣へと伝って、登っていきます。まるで猿のようです。それに続いて一郎君、力の弱い鉄夫君はビリっこけです。おい、早く、早く、大変だよ。大きな船があれあれを横倒しになって沈んでいるよ。早く来てごらん。 いつの間にか頂上に登りついた保津君が大声にわめきたてました。え、船だって。うん、お前船だよ。めちゃめちゃにこわれている。まあ、はやく来てごらん。イチローくんと哲夫くんはこのおどろくべき知らせににわかに活気づいて大いそりで頂上によじ登って保くんの指さす方をながめました。 岩山の海に面した側は先にも言った通り高い断崖になって、それがずーっと向こうの方まで続いているのですが、断崖の前の海面には大小様々な形の岩がにょきにょき頭を出していて、それに波頭がぶつかって白く泡立っています。そのうちの大きな二つの岩に挟まれて一層の穂前線が沈んでいるのです。 小柱は俺、甲板状のいろいろな道具は何もかもめちゃめちゃに壊れ、船体の3分の2は海に沈んで、さ先の方だけが、ニューッと海面に突き出しているのです。昨日の嵐にやられたんだね。僕たちもここへ吹きつけられたら、あの船と同じ目に遭っていたんだね。歩空がえになくしんみりした声で言いました。狛江船だというので、僕はあの海賊船かと思ったが、そうじゃないね。 うん、まるで違うよ。海賊船はもっと大きいし、色も違うよ。その時、じっと沈没船を見つめていた哲夫君が初めて口をききました。僕たちあの船へ行ってみようじゃないか。もしあの中にまだ生きている人があったら助けてあげなければ。でもどうして行くのこの険しい断崖を降りることなんかとてもできやしないよ。ボートで行けばいい。 僕たちのボートは砂に埋まっているけれど、まだ壊れてやしないんだから。ああ、そうだね。でも、オールがないぜ。一本は君が流してしまったし、あとの一本も嵐でどっかへなくなってしまったから。一郎くんのよく切れるジャックナイフがあるじゃないか。あれで手頃の木を切ってオールを作ればいいよ。いや、大変だなあ。そんなことしてたら、一日も二日もかかってしまうぜ。 そりゃそうだよ。でも、二日かかっても、三日かかっても、僕たちにはその他に手立てがないんだから、やっぱりオールを作る他はないよ。ロビンソンをご覧、四ヶ月もかかって、丸木舟を作ったんだぜ。結局、鉄尾くんの考え深い意見に従って、オールを作ることに相談がまとまりました。なんという気の長い話でしょう。でも、少年たちには、それより他に仕方がなかったのです。 ドームといってはジャックナイフ一艇なのですからその苦労は一通りではありませんでしたがでも丸一日かかってやっとオールのような形をした木切りを2本作ることができましたそしていよいよボートを海に浮かべ沈没船に向かってこぎ出したのは3人が島に流れ着いた翌々日の朝のことでした その間、少年たちは一日に何度もヤシの実をもいで、上をしのに真昼の暑いさなかと、夜中には洞窟の硬い岩の上にごろりと横になって眠ったのです。猛獣に襲われては大変だというので、洞窟の入り口には森から切ってきた木で柿のようなものを作って、戸の代わりにしました。 その丸二日間には色い々ろいろ恐ろしいことやおかしいことがあったのですがそれをいちいち書いていては肝心のお話が遅れますので残念ながらそれらの出来事は省くことにしますさて三少年は朝の海の静かな時を選んでボートを海に浮かべ妙な格好の手製のオールを操って断崖の下の南波船に近づいていきました近づいてみますとそれは案外大きな捕前え船で そのへさきの方が三分の一ほど、はすにニュうッと海面から突き出して、奇妙な三角形の塔のように空にそびえているのです。その辺は岩の多い波の荒い場所ですが、今は全く波がなく、ずっと底の方まで見透かせる美しい青い水が気味の悪いほど静まりがえっています。大い、一郎君がボートの中から大きな声を張り上げて沈没船に呼びかけてみました。 その船の中に誰か生き残っているのではないかと思ったからです。しかし、23度呼んでしばらく待ってみても何の答えもありません。波もなく、風もなく、シーンと静まりがえった海面に雲一つない青空を背景に、大昔の建物ででもあるように、所々壊れた三角型のへさきが、ゆーっとそびえている有様は、なんだか怖いようです。誰もいないのだろうか。 みんな死んでしまったのかもしれないね。君が悪いね。3人はひそひそとささやきかわして顔を見合わせていましたがいつまでもそうしているわけにもいきませんので思い切って船の中を調べてみることにしましたそこでボートをなんばにつけて急な坂道のように傾いている甲板の上、一人ずつ這い登っていきました。 看板は嵐のためにひどく荒らされて、船内へ下る小高校の蓋などもどこかへ吹っ飛んでしまっていて、穴ぐらのような口がぽっかり開いているのです。三人は気味の悪いのを我慢して、その小高校の急な梯子を暗い船内へと降りていきました。そして今にも恐ろしい人間の死骸にぶつかるのではないかと、びくびきしながら廊下のようなところや小さな船室などを次々と見て回りました。 床がみんな急な坂のように傾いているのですから、無論立って歩くわけにはいきません。物につかまって、這うようにして見回ったのです。ところが、不思議なことにもしやと思っていた人の死骸などはどこにも見当たりません。室へ生きた人間など影も見えないのです。友の方の水に浸かっている部分へは、入えることができませんけれど、 でも水をすかしてのぞいてみたところではそちらのほうにもしがいがあるようにおもわれません。へんだねえ。どうしたんだろう。これはなんねんもまえにしずんだふねかしら。いちろうくんがふしぎそうにつぶやきました。そんなことはないよ。いろんなどうぐがまだあたらしいんだからそんなにふるい沈没船じゃないよ。あ分わかった。きっとそうだ。 この船が岩にぶつかって沈んだものだから、船員はみんなボートに乗って逃げ出したんだよ。そして、そのボートがまた転覆して、一人も残らず死んでしまったのかもしれないよ。哲夫君が最もらしい意見を持ち出しました。なるほど、その外にはちょっと考え方がないわけです。すると、その時、向こうの部屋の中から、茶目のノく君が大きな声で叫んでいるのが聞こえてきました。 おい、すばらしいものを見つけたよ。早く来てごらん。早く、早く。こちらの二人は何事かとびっくりして、急いでその部屋の中へ入っていきますと、そこはこの船の料理場らしく、壁にいろいろな形の鍋がかけてあって、流し台のようなものもあり、大きな戸棚の中には茶わんや皿やコップなどが粉々に割れて固まっています。 保空はその戸棚の横の四角な木の箱の蓋を取って中を覗き込んでいるのです。ここだよ、ここだよ。ご覧、おべえがいっぱいあるんだ。それから、そちの袋の中にはメリケン粉がどっさり入っているんだよ。僕たちの食料が見つかったんだ。二人は思わず駆け寄って箱の中のお米を両手ですくってみました。少しも水に濡れていない、さらさらとした真っ白なおべえです。 わあ、素敵。美味しそうだね。甘いヤシの実ばかりでもう飽き飽きしていた少年たちは久しぶりのお米を見てどんなに嬉しかったことでしょう。それに勢いを得た三人はそれから船の水に使かっていない部分をくまなく探し回って島の生活に必要ないろいろな品物を見つけ出しました。 そして、それらのたくさんの品物をすっかり整理して、差し当たって必要なものだけをボートに積んで、ひとまず元の海岸へ引き上げることにしたのですが、そのボートに積んだ品々を表にしてみますと、次のようなものです。丸白米一箱2 0キロ余り、メリケンコ一袋、ぶどう酒二瓶、塩の入った大きな壺1個、砂糖壺1個、ソース1瓶、鉄の鍋大小2個、 縁のかけた茶碗やコップなど数個、フォーク、ナイフ、サジなど数手、公開日誌の大きな帳簿一冊、ペン、鉛筆数本、青と赤の陰気壺ぼ角一個、置き時計一個、双眼鏡一個、磁石一個、バケツ二個、料理用の大ナイフ二個、ろうそく数手、羊銃一手、 ピストル1底それらの弾丸数十発魚釣りの道具一揃い履く朝のテーブル掛けやシーツ数枚朝紐と朝縄各一巻裁縫用の糸と針。りその他に細かいものがまだいろいろあったのですがそんなには書ききれません料理上にはパンや肉類や野菜果物なども残っていましたがそれらはみな腐ったりカビが生えたりしていて役には立ちませんでした こののナ船船は、はやりシナ人の船でしへさきに刻んである船名も難しい感じでしたし船室にあった本や公開日誌や残っている着物などによって船員がシナ人であったことがわかりましたでも三少年が門どかされたあの海賊船ではありません海賊船が沈没したのだと気味がよいのですがそう何もかもうまいぞ合いにはいきません それにしても少年たちは何という大きな獲物を手に入れることができたのでしょう。ついや所の間の一仕事で家財道具から食料までがすっかり揃ってしまったのです。無一物の貧乏人がにわかに大金持ちになったようなものです。三少年はまるで鬼ヶ島から、 凱旋する桃太郎のような気持ちになって元気よく効果を合唱しながらそれらの品々を積み込んだボートをその砂浜へ漕ぎ戻すのでした火と水それから三十分ほど後には難破船から持ち帰った品々が洞窟のお家の中に手際よく並べられていました「素敵だねいよいよここは僕らのお家になったね」武器もあるし 僕たちの記録を書き留めておく紙屋ペンもあるし、寝る時のシーツもできたし、食料はどっさりあるし、その上に魚釣りやお裁縫の道具まで揃ったんだからね。これでもう何も心配することはないよ。一郎くんがその品物を見回して嬉しそうに言いました。そうだね。僕たちはいよいよ島の王様だね。保君も小踊りしながら答えました。 ところが、鉄尾くんだけはなんだか困ったような顔をして。だが、僕はたった一つ残念なことがあるんだよ。というのです。で、どうしたの何が残念なのく君が鉄尾くんの顔を覗き込むようにして尋ねます。マッチが手に入らなかったことさ。君たちも知っている通り、あの料理場にあったマッチは皆波に濡れて役に立たなくなっていただろう。 だから僕は他の部屋を随分探したんだけれど、どこにもマッチはなかったのさ。あ、そうだね。マッチがないのは残念だね。僕たちはまた毎晩、真っ暗な中で暮らさなければならないんだね。一郎くんも困ったように腕組みをしました。少年たちは猛獣を防ぐのには焚き火をするのが一番いいということを少年雑誌で読んでよく知っていました。 ですから、昨日はオールを作る傍ら、幾度もそのことを話し合い、やはり少年雑誌に教えられた知恵で野蛮人が火を作るやり方を真似てみたくらいです。それは硬い木の棒の先を削って鋭く尖らせ、木の板の上に当てて、霧を揉むように早く回しますと、木と木との摩擦で熱が起こって、そのそばへよく乾いた枯れ草などを置けば、それが燃えて火ができるのです。少年たちはいくも、 そういうい木の棒を作っってててみみんんななの手のの手がが痛くくるほどどやままましたがどうしたううもいきません木の板と棒の先が熱くはなりますが力が足りないせいかなかなか火は燃えないのです火を作るのには何か特別の木でなくてはいけないのかもしれませんまた火を燃えつかせる枯れ草もよほど燃えやすいものでないとダメなのかもしれません 少年たちは何度やっても火が燃えないのでとうとうそのやり方を諦めてしまったのでした。そういうわけですからこんなに色々なものが手に入ったのにマッチだけがないのは三人にとって実に残念なことでした。中にも考え深い哲夫君は誰よりもそれを残念がっていました。くよくよしたって仕方がないよ。そんなことより早くご飯を食べようじゃないか。 白いオベエのご飯、おいしいだろうな。君たちだってお腹が空いているんだろう。無邪気なほくんはもう我慢ができないという調子で催促しました。いつかは海賊船からバナナやビスケットを持ち出したたもつくんです。食べることにかけては人一,一倍熱心なのです。またターコーの食いしん坊が始まった。君そんなこと言ったってお米をどうしてたくんだい。 火がなけらご飯はできないじゃないか。一郎くんがたしなめるように言いますと、保君ははっと気づいて頭をかきました。あ、そうだっけ。困ったなあ。おい、鉄尾くん、君の知恵で考えておくれよ。火がなくってご飯の炊ける方か、それともマッチがなくて火の燃える方でもいいや。うん、僕もそれを考えているんだよ。 鉄尾くんは保君の冗談に真面目な顔で答えました。そして、また言葉を続けて。だが、まだ足りないものがある。日だけじゃダメだよ。水がなけりゃご飯は竹やしない。あ、そうだ。水もないんだね。保君はまた頭へ手をやって、目の前いっぱいに広がっている海の水を恨めしそうに眺めました。 そういえば三人とも昨日あたりから我慢ができないほど喉が渇いていたのです。ヤシの実も初めは美味しかったのですが、そればかりでは口の中が甘くなってしまって味のない水が飲みたくて仕方がなかったのです。ナンパ船の料理部屋には大きな水槽があったのですが、そこが破れて中の水は皆流れ出してしまっていました。バー水が飲みたいな。無邪気なく君は何でも思ったことをそのまま口に出します。 他の二人もそれを聞くと、にわかに喉が渇いているのを感じました。そして、あの水道や井戸の中にいくらでもある少しの値打ちもないような水がどんなに尊いものかということがはっきりわかったような気がしました。今の三人にはどんなごちそうでも、果物でも、お菓子でもあの透き通った冷たい水ほど美味しくはないように思われました。水でも火でも、 僕たち日本にいるときは何でもないように思っていたけれど本当に大切なものなんだね。一郎くんが感じいったように呟きました。うん、そうだね。もし僕がお金持ちだったらコンコップにいっぱいの水をくれれば一万円だって出すよ。マッチだってそうだ。一本のマッチが一万円したって安いもんだよ。保くんが真面目な顔で言いました。 少年たちはまるでただのように思っていた水や火が人間にとってどんなに大切なものだかということを今こそつくづくと身に染みて感じたのでした。でも水の方は探せばきっとあるよ。あんな高い山や森があるんだから川が流れていないわけはないよ。もっとよく森の奥を探せばきっと川か泉があるに違いないよ。哲夫くんが言いますと、保んはすぐそれを引き取ってにわかに元気な声を出しました。 そうだ。もっと探せばいいんだ。じゃあ、僕たち今から川を探しに行こうよ。あの銃を持ってね。猛獣に出くわすと大変だから。一郎くん、君はよくお父さんの重量について言っていたから銃の打ち方知ってるだろう。ぶ知ってるよ。銃を持って行こう。それじゃ、君たち二人で行ってきたまえ。僕はその間に火をこしらえておくよ。 鉄尾くんが意外なことを言い出しました。え、火を。君何か考えがあるのかいうん、ちょっと思いついたことがあるんだ。きっと君たちが帰るまでに火を燃やしてみせるよ。鉄尾くんは自信ありげににっこり笑って答えました。そこで一郎くんと保つくんは犬のポパイを連れて森の奥へ川を探しに出かけることになったのですが、うまく川が見つかるでしょうか いや、それよりも、鉄尾くんは一体どんな方法で火を燃やすつもりなのでしょう。マッチがなくて火を燃やす方なんて、そんな魔法のようなことが本当にできるのでしょうか。日の丸。一人洞窟の中に残った鉄尾くんは何を思ったのか、ナンパ船から持ち帰った双眼鏡を手に取ってしばらく考えていましたが、やがて。双眼鏡も大事だけれど、なあに構わないや。 片方の筒だけ壊したって、もう一つの方で見られるんだから。と、一人ごとを言いながら何か決心した様子で、そこにあった料理用のナイフを取ると、いきなり双眼鏡の片方の筒を壊し始めました。鉄夫君はそんな乱暴な真似をして、一体何をしようというのでしょう。 しかし、壊すと言っても、叩き潰すのではなくて、まるで機械を分解するように、金具やレンズになるべく傷をつけないように、時保護していくのですから、なかなか面倒な仕事で、一方の筒がバラバラになるまでには三十分余りもかかりました。哲夫君は、そうして時保護した筒の中から、一枚の凸レンズをえり出して、それを大筋層に手に握り、洞窟の外へ出ていきました。洞窟の近くの砂浜には、 午前の日光が眩しく照りつけています。鉄ツ君は昨日野蛮人のやり方で火を作ろうとした時に使った枯れ草や木の削りくずなどを拾ってギラギラと白く光っている砂の上のところに集めました。読者諸君、鉄ツ君はそれからどんなことをしたと思いますかもうおわかりでしょう。そうです。 哲夫君はその枯れ草の上に双眼鏡から取り出してきた凸レンズをかざして太陽の光が枯れ草の真ん中に焦点を結ぶようにしてそのまま辛抱強くじっと手を動かさないでいたのです。読者諸君は凸レンズを太陽に当てればその焦点が物を焼く力のあることをよくご存知でしょう。賢い哲夫君はあの理科の知識を応用して火を燃やすことを考えついたのでした。 間もなく枯れ草はチリチリと黒く焦げて薄い煙を立て始めました哲夫君は一生懸命になってじっと焦点を合わせていますそうして1分間ほども辛抱強く同じところを焦がしていますととうとうその黒焦げの中からチラッと小さな炎が燃え上がりました閉めた哲夫君は思わず叫びましたその小さな炎はみるみる広がっていくのです 枯れ草はもう一面の火となって燃え始めました。哲夫君は大急ぎで、その辺に落ちている木の削りくずを拾い集めては、枯れ草の上にそっと乗せていきます。昨のオールを作った時の削りくずがたくさんあるのですから、火さえつければ、あとはもう閉めたものです。 あの小さなレンズの焦点で作った日が、今はもう大きな焚き火になって、パチパチと木のはぜる音とともに、白い煙が異いよくさらに立ち上っています。そうして、火を絶やさないように注意しながら、30分ほども待っていますと、後ろの森の方から、くんの元気な声が響いてきました。わあ、燃えてる燃えてる。鉄くん万歳。僕たちもとっさりお土産があるよ。 きれいな小川を見つけたんだよ。冷たくてとても美味しい水だよ。君も早く行って飲んでくるといいや。それからね、まだお土産があるよ。一郎くんが大きな鹿をいとめたのさ。続けざまにしゃべりながら、踊るようにして近づいてきましたが、焚き火の前に立つと、めずらしそうに燃え盛る木くずに見入って、また喜びの強制をあげるのでした。一郎くんも銃を肩にして帰ってきました。 ポパイも小川の水をたらふく飲んだせいか、恐ろしく元気になって、その辺を嬉しそうに駆け回っています。読者諸君、さて、それから何が始まったと思います。三人の少年は、にわかにコックさんに早変わりをしたのです。一人がバケツを下げて小川へ水汲みに走れば、一人は土を積んで不格好なかまどを築き上げる。 一人が大鍋にオベエと水を入れてガシャガシャかき回せば、一人はできたばかりのかまどの下へ枯れ枝を積み重ねて燃やしつける。一方ではまた、一郎くんのとめた鹿の肉を切り取って、それを木の枝を削った串に刺して焚き火の上で炙り始める。それも黙ってやっているのではありません。皆が効果を合唱したり、冗談を言い合ったり、笑ったり、叫んだり、その騒がしさは一通りではありません。 そうしてやっとごちそうが出来のぼって、鹿の焼肉にソースをかけて湯気の立つ白いご飯を食べた時の美味しさ。ご飯はなんだかあまりうまく炊けていなかったようですが、でも三人はその美味しさが一生涯忘れられないほどでした。無論ポパイもたらふくごちそうになったことは言うまでもありません。 食事が済んだ時にはあまりたくさん詰め込んだので、三人とももう動くのも嫌になって、ちょうど午後の日ざかりでもあり、しばらく涼しい洞窟の中で休むことにしました。そうしてゆっくりくつろぎながら、またいろいろと今後のことを相談したのですが、その時一郎くんが一つの明暗を考えつきました。このテーブルかけの白朝で国旗を作ろうじゃないか。 そして僕たちの削ったオールに結びつけてあの岩山のてっぺんに立てるんだよ。そうすれば遠くを通る船にだって国旗が見えるに違いないよ。ここに日本人がいるという印なのさ。こんな無人島に日本の旗が立っているなんておかしいと思ってきっとボートをこぎつけて調べるよ。そうすれば僕たちは助かるじゃないか。うん、それはいい考えだね。 この海を帰船が通るかどうかわからないけど、毎日通った時に気づかないで行き過ぎてしまったら残念だからね。鉄夫君が大人らしい口調で賛成しました。僕も賛成。それに僕たちはこの島の王様なのに国旗がなくっちゃおかしいからね。歩君は歩君がらしい意見を吐きましたが、ふと気づいたように。だって国旗って言えば日の丸なんだろう。 こんな真っ白なテーブルかけじゃ変じゃないか。無論、日の丸を描くのさ。えのぬわ。おや、君は忘れたのかい。ナンパ線から赤インキの壺を持ってきたじゃないか。あ、そうか。でも、筆がないぜ。筆は作るのさ。一郎くんはそう言って手製の筆の作り方を説明しました。 それは筆ぐらいの太さの木の枝を切って、その先をナイフでめちゃめちゃに切り裂いた上、そこを石で叩いて刷毛のようにする方法です。一休みした後で、一郎くんが木の枝を切ってきて、その手製の筆を作り上げました。絵描き役は手先の器用な鉄尾くんです。まずテーブル掛けを手頃の国旗の大きさに切って、その真ん中にあり竹の赤い木を使って、見事に日の丸を描き上げました。 そして頂上の岩の裂け目にオールを立て倒れないように三棒から木の棒で支えをしたのですこの仕事では木登りの上手な保君が岩山を登ったり降りたりして一番よく働きましたが最後にはポ会イにも国旗を拝ませてやるのだと言って犬を抱いて岩山をよじ登るのでした人気の色も生々しい日の丸の国旗はオールの旗竿の上でひらひらと風になびいています 青々とした大空を背景に真っ白な白朝、真っ赤な日の丸、何とも言えぬ美しさです。少年たちはそれを見ているうちに、いつともなく胸の底から万歳という声が湧きのってきました。両手が思わず空に上がりました。そして、声を揃えて幾度も幾度も万歳、万歳と繰り返すのでした。ポパイも嬉しそうにを振って、妙な声で吠え立てました。 それらの声が一つになって果てしもない大海原の上を漂い遥かの沖合いへ消えていくのですその日は朝からうれしいことばかりで少年たちは不幸のうちにも幸せな一日を送りましたがこの喜びがいつまで続くことでしょうにやかな日のあとには前にもまして寂しい日が来るのですそして少年たちの行く手にはある恐ろしい運命が待ち構えているのです 本当のがこれから始まるのです。てつ君の第二の手柄そして、一ヶ月ほどはこれという大事件もなく過ぎ去りました。何よりも恐ろしいのは、夜寝ている間に猛獣に襲われることでしたが、少年たちの用心が厳しかったためか幸せにも、まだ一度もそういうことは起こりませんでした。 しかしその1月の間にはいろいろ苦しいことや気味の悪いことやおかしいことや楽しいことがあったのです。それらを詳しく書いている暇はありませんが、主なことを23記してみますと、まず第一に困ったのは1週間ほど経った時、お米がすっかりなくなってしまったことです。たびたびボートで沈没船に行って料理場にあるお米を運んできたのですが、それもみんな食べ尽くしてしまったのです。仕方がないので、 メリケンコで団子のようなものを作ってオベイの代わりにしていましたがそれもやがて残り少なになってきました一方では沈没船から持ってきた釣り道具で魚を釣ったり森の中を歩き回って例の鹿を売ったりして副植物の方はどっさりあったのですがそういう肉類ばかりではご飯を食べたような気がしませんどうしてもオベイかパンがなくては我慢ができないのです ところがある日のこと三人が森の中を歩いていて、太妙な好みを見つけました。高い木の青々とした葉の間に丸い果物のようなものがたくさんなっているのです。果物ならヤシの実だけで十分ですから、初めは見向きもしなかったのですが、保君が冗談半分に木登りをして、萌えてきたのをナイフで割ってみますと中には白い肉がいっぱい詰まっていて、その味が普通の果物とは違っているのです。 あ、もしかしたら、これパンの木じゃないかしら。物知りの鉄尾くんが叫ぶように言いました。え、パンの木だって。そうだよ。写真で見たことがあるんだよ。もしパンの木ならね、土人たちは好みを土の中に埋めて、蒸し焼きにして食べるんだって書いてあったよ。一つ試してみようじゃないか。 東を同兵衛が亡くなって困っていた時ですから、一郎君んも田本君もすぐに賛成して、その実を海岸の方へ持ち帰り、土の中に埋めて、その上で焚き火をして試してみることになりました。十分焚き火をして、土の中からほかほかと湯気を立てている実を取り出し、ナイフで切って食べてみますと、これはどうでしょう。まるでトーストパンのような味がするではありませんか素敵素敵。やっぱりパンの木だったね。 これでもうおまいがなくてもだいじょうぶだ。あのきならこのかんからかたがたでみかけたよ。もりのなかにいくらだってあるんだよ。くいしんぼうのほくんがうれしそうにおろりのぼっているのでした。たべもののほうはこのだいはっけんでもうしんぱいはなくなりましたが、まだほかにたべものよりはもっとたいせつなしごとがあったのです。それはよるのともしびのことでした。 夜真っ暗な中で寝るのはかまいませんがいざという時いつでも火が燃やせるように火の種を用意しておかなければなりません凸レンズで火を作ることはできてもそれは太陽が出ていなくてはだめなのですから夜の間や雨の日曇りの日のためにどんな小さな日でも絶えず燃やしておかなければならないのです初めは洞窟の前で焚き火をして夜も昼もそれを燃やし続けておくことにしましたが それには誰か一人、いつも晩をしていて、火が消えないようにしなければならないので、夜も寝ずの晩がいるわけでひどく不便です。それに洞窟の外で、ひとりぼっちで火の晩をしているなんて心細くて仕方がありません。僕たちの手でろうそくを作ることができればいいんだがな。少年たちは腕を組んで考え込みましたが、すると、三人の頭に申し合わせたように同じ甲が浮かんできました。 それはロビンソン・クルーソーの物語です。ロビンソンはこんな時、どうしたんだっけ自分でろうそくを作ったんじゃないのかい一郎くんが物知りの鉄尾くんの顔を見て言いました。うん、そうだよ。だが最初はろうそくでなくてヤギの脂身を絞って闘身を燃やす油を取ったのだよ。鉄尾くんは実に物覚えがいいのです。 あそうだったね。じゃぼくらも鹿の脂身から油を作れないかしら。そうだね。でもなんだか難しそうだよ。鉄男君くんはしばらく考えていましたが何を思いついたのかにわかに目を輝かしながら勢いよく言いました。がいいことがあるヤシの実の白い肉ねあれを干して油を絞るんだって本に書いてあったよヤシユっていうのさ。 どうぶつのあぶらなんかよりあれをしぼるほうがらくらしいぜ。あそうだ。きみはえらいね。なんでもしっているんだね。そういえばやしゅうのことがっこうでおそわったのおもいだしたよ。えっ、ー、となんだっけなそうそうコプラっていうんだろう。そのやしのみのほしたの。うんそうだよ。だがしぼりかたがむかしいね。てなんかではだめだし。 一つその道具を考え出さなくちゃ。哲夫君はそれからそれへと素ばしこく頭を働かせるのでした。本当の野湯製造工場ではいろいろ入った機械を使って進んだ方法で油を絞っているのですが、そんな本物の真似はとてもできませんし、いくら賢い哲夫君でもそういう込み入った機械のことを知っているはずはありません。 干したヤシの実の肉を石で叩いても潰せないことはないけれど、それでは手間がかかって仕方がないし、がいいことがある。沈没船から持ってきた用紙の空樽があったね。あれを使えばいい。あの樽の中へ干したヤシの実をたくさん入れて、樽の底に近いところに霧で小さな穴をいくつも開けて、上から押しつぶせばいいんだ。そうすれば、ヤシの油がその小さい穴から絞り出されるわけだからね。 鉄尾くんは考え考え、独り言のように言うのでした。だって、上から手で押したぐらいじゃ、とてもダメだぜ。砕くだけでなくって、ガブラを絞り出すんだからね。とても僕たち三人の力ぐらいではダメだよ。一郎くんが首をかしげながら言いました。だから、人間の何十倍もある強い力を作り出すんだよ。鉄尾くんは済ました顔で、妙なことを言います。 え、人間の何十倍の力だって。一郎くんとともつくんはびっくりしたように口を揃えて叫びました。うん、そうだよ。何でもないことじゃないか。鉄尾くんはそう言って自分のこを説明しました。すると二人は、なんだ、そんなことか、と言って笑いましたが、皆さん、この鉄男くんのこがわかりますか 電気も蒸気機関もない無人島で人間の何十倍もある力を作り出すなんてちょっと聞くとまるで魔法のような気がするではありませんか一体鉄尾くんはどんな方法を考え出したのでしょう皆さんも一つ考えてみてください。その日から鉄尾くんは洞窟の前の地面を仕事場にして油絞り機械の製造を始めました。いわばそこが少年たちの奥根の製造工場になったわけです。 哲夫君は二人の少年に手伝ってもらって、森の中から4メートルもある長いまっすぐな木を一本切り出してきて、その枝を払って太さも長さもこの間こしらえたオールの2倍ほどもある一本の丈夫な棒を作りました。棒を作るのに丸二日かかりましたが、その明くる日には沈没船から運んできて、洞窟の中に置いてあった西洋種の樽を持ち出し、 その一方の底を抜いて、その丸い板の縁を削って、それが樽の中へ自由に入るようにしました。つまり、その丸い板でヤシの実を上から押し付けようというわけなのです。西洋種の樽は日本のお酒の樽とは違って、まるで石のように硬い木でこしらえ、それに厚い鉄の輪がいくつもはめてあるのですから、よほど強い力を加えても壊れるようなことはありません。 それからその丸い板の真ん中に樽の深さよりはちょっと長いくらいの太い木の棒をまっすぐに立てて紐で結びつけました。ちょっと見ると大きなコマのようなものができたわけです。十分道具もなくて硬い木を切ったり削ったりするのですからとても大変な仕事です。幾度も失敗してやり直したりしたのでそれが出来のぼるまでには3人がかりで5日もかかってしまいました。 さて、6日目には、いよいよ機械の組み立て作業です。3人は朝早く起きて、海外しく仕事に取り掛かりました。洞窟の入り口の脇の岩山の裾の、地面とすれすれのところに、1箇所岩角の出っ張った部分があります。鉄夫君はその岩角から60センチほどは慣れた地面に、例の用紙の樽を置いて、その中に、ヤシの実の肉の干したのをどっさり詰め込みました。 ヤシの実はこの仕事を始めた日たくさんもぎとって中の白い肉を天日に乾かして用意しておいたのですそしてその上からあのコマのような丸い板を棒の方を上にして蓋をしました周り20センチもあるその棒はにゅっと樽の上に突き出ているわけですそれから最初に作った4メートルもある長い棒を3人がかりでその場に運び 棒の一方の端をさっき言った地面とすれすれの岩角の下へ突っ込んで動かぬようにしておいて一方の端をぐっと高く持ち上げましたそしてその棒がさっきの樽の中から突出している棒の上に木の樹形に乗るようにして棒と棒と丈夫な紐でくくりつけたのですがすると長い棒はちょうど井戸のポンプの絵をぐっと上に押し上げたような形になりましたさあ み哲夫君の指図で2人の少年はそのさらに花のぼっている長い棒の先の方へ椅子を踏み台にして両手でぶら下り2人の体の重みでちょうど井戸のポンプを組むように下へ引き下げようとしました哲夫君は樽に抱きついてそれが倒れないように頑張っているのです皆さんお分かりですかこれは物理学の抵抗の原理というのです この棒を長くすればするほど、どんな強い力でも出せるのです。井戸のポンプの絵と同じわけなのです。昔西洋のある物理学者は、もし私にそんな大きな棒と、それを支える場所とを作ってくれる人があれば、私は一人の力でこの地球だって動かしてみせると言いましたが、抵抗の作用はそれほど恐ろしい力を作り出すのです。哲夫君は実にうまいことを思いつきました。 これなら本当に人間の何十倍の力が出せるのです。でも、ヤシの油はなかなか思うようには絞れません。岩角に挟んである棒の先が飛び出したり、樽の上の棒と棒とが外れたり、樽が横倒しになったりして、何度も何度もやり直さなければなりませんでした。しかし、失敗しては工夫をし、また失敗しては工夫をして、3時間ほど汗びっしょりになって働きましたが、 どんなことだって、うまずたゆまずやり続けていれば、しまいには成し遂げられるものです。三少年の我慢強い努力はとうとう成功しました。油が取れたのです。樽の横腹の小さな穴から、受けてある鍋や丼の中へ油がどっさり滴たたり落ちたのです。哲夫君はなんという関心な少年でしょう。何もないところからまず火を作り出し、 今度はその火を絶やさないように油まで作り出したのです。絞り取った油をシーツの布でこして、それを少しお皿に入れて、それからシーツの端を細く切った切れをこよりにして、刀身の代わりにお皿の中へ入れ、その端へ火をつければ立派な灯火ができるのです。こうして少年たちはその夜から気味の悪い暗闇の中で寝ないでも済むようになったのでした。 ヤマト島の住民少年たちが一ヶ月の間に成し遂げたことはパンの木の発見や油絞り機械の発明だけではありませんまだ他にもいろいろなことがあったのですまず第一はその無人島に名を付けたことですその島はちゃんと地図に載っていて名のある島かもしれませんけれど少年たちはそれを少しも知りませんので仮に僕たちで名をつけておこうじゃないかということになり いろいろ名前を相談したあ句、く三少年の通っていた小学校の名を取ることに決まりました。それは大和小学校というのですが、その大和を取って無人島を山戸島と名付けました。大和島か、素敵だなあ。僕たちは大和島の国民なんだね。そして僕たちはこの島の王様だよ。ば、そうだ三人も王様がいるなんておかしいけれど、この島はまあ僕たちのものなんだからね。 少年たちは口々にそんなことを言って大はしゃぎをするのでしたそれからヤマト島の政府の日記をつけなくちゃいけないということになり日記係は文章のうまい哲夫君と決まりましたそこで哲夫君は沈没船から持ってきたあの大きな公開日誌の帳面にその日その日の出来事を詳しく記していくことになったのです 病気になっては大変だというので、できるだけ規則正しい生活をするという取り決めもしました。朝は4時起床、正午から3時まで昼寝、夜は日が暮れると洞窟の中に入って、今後の計画について相談したり、学校で習ったことを忘れないために、お片身に問いを出し合って、学科の復習をしたりして、9時には眠りにつくという割り当てです。 最も少年たちには正確な時間はわかりませんでしたが、沈没船から持ってきた置き時計を太陽が頭の真上に登った時を正午として時間を合わせたのです。その外まだ色々のことがあったのですが、何もかも書いていては再現がありませんので、細かいことは省いて1ヶ月のうちで一番楽しかった出来事を記しておきましょう。 それは三人の少年と一匹の犬だけの寂しいお家に二人のではありません、二匹の新しい家族が増えたことです。その新家族というのは一匹の可愛らしいメガネザルと一羽の白いオウムでした。メガネザルというのは内洋の諸島に住む小さな可愛らしい猿で、 目の縁だけが白くなっていて、ちょうどメガネをかけたように見えるために、メガネザルと名付けられたのですが、この小猿は主による森の中で、こそこそと獲物を漁る、ごく臆病なおとなしいやつです。この猿が森の中にたくさんいるのを見つけ出したのは、そういうことにかけては目の早いほくんでした。どうかして一匹捕らえたいものだと、たびたび森の中を歩き回って、ひどく苦心をして、やっとのことで生と子にしたのです。 猿のように木登りのうまい穂くんはいわばメガネ猿なんかの親方みたいなものですからこんなにうまくいったのかもしれませんオウムの方はイチロくんが銃で撃ち取ったのです撃ち取ったといっても体に弾丸を当てたわけではありません前にも言った通りこの島のオウムは高い木の枝に止まったりそのあたりを飛び回ったりしているのですがある日イチロくんは一つ脅かしてやろうと思って そののののたたくくさんのオウムの群がっっている近くへ、幼獣を一発ぶっぱなしたのですするとその弾丸が一羽の鳥の羽に当たって飛ぶ力を失って地上へ落ちてきましたそれを犬のポパイと一緒に駆けつけて鳥をさえ生鳥子にしたというわけでした三人と犬だけの家族で寂しく思っていたところへかわいらしい生き物が二匹も加わったので少年たちはもう大喜びでした このオウムは僕が教育するんだ。今に日本語が喋れるようにしてみせるよ。一郎くんが大はしゃぎで言いますと、保も負けないで言い返しました。僕はこの猿に曲芸を教えるんだ。トンボ帰りだとか、綱渡りだとか。二匹の新しい家族はそれぞれ足を紐でくくって洞窟の中へ繋いでおきましたが、日が経つにつれて少しずつ少年たちに慣れてきました。 2匹が最も恐れていたのは犬のポパイでしたがポパイの方では2匹が自分よりずっと小さい動物なのでトルに足らぬ相手とでも思ったのか別にいじめるようなことはなくかえっていたわってやるような素振りさえ見せるのでした犬と猿とは仲が悪いと言いますけれど相手がこんな小さなマメ猿ではいがみ合う張り合いもなかったのでしょうそんな具合で2匹の新しい家族はポパイをも恐れぬようになり しまいには3人の少年と3匹の動物とが仲良く一つのテーブルでご飯を食べるようにさえなりました大和島の一家族といってもそれが島の全国民なのですがその一家族の食事のありさまは実に奇妙なほほ笑ましいものでした 何かの仕事で忙しい時には洞窟の中で手軽に食事を済ませてしまいますが、曇った涼しい日などには洞窟の外にテーブルや椅子を持ち出してみんなで楽しい食卓に着くのでした。そのテーブルや椅子はその後沈没船から運んできたものですが、大きなテーブルの上には白布をかけ、 その上にごちそうの入った鍋や丼やお茶わいやコップやブドウ酒の瓶まで並べられ、それを囲んで三人の少年は椅子につき、ポパイも椅子の上にちょこんと座って、まるで人間のように食卓の一員となるのです。それからメガネザルとオムトは椅子に座るのには小さすぎますから、テーブルの上に乗ってお皿に分けてもらったごちそうを食べるのです。 一匹とも逃げ出さないように足をくくった紐の端がテーブルの下に結びつけてあるわけです。そして三人と三匹とはパンの好みやヤシの実や鹿の肉やお魚やオウムのためには特別に好みのご馳走なども揃っていて、それをみんなが美味しそうにパクつくのです。 そういうの時には少年たちはどう酒を少しずつ飲むことにしていましたが、三人はそのどう酒のコップを互いにカチカチと打ち合わせて大和島の国民の健康を祝い、今後の幸せを祈るのでした。僕たちはもう、ちっとも寂しくないね。こんなに大勢仲間ができたんだもの。そうだね。けど、どっかの汽船がこの島のそばを通りかかって、あの日の丸の国旗を見つけて、 助けに来てくれれば、なおいいんだがね。ほははは、欲張ってら。そんなうまいわけにはいかないよ。一月の間毎日海を見ているんだけど、船の煙さえ見えないじゃないか。もう船のことなんか諦めた方がいいよ。僕たちはこんな立派な島の持ち主になったんだもの、ちっとも悲しいことなんかないじゃないか。でも、なんだか変だね。何がさ。 あんまり平和すぎると思うんだよ。僕たちは少し幸せすぎやしないだろうか。無人島ってこんな平和なもんだろうか。そのうちに何か恐ろしいことが起こるんじゃないかしら。僕はね、あの森の奥が怖いんだよ。あの中に何があるか僕たちにはまだちっともわかっていないんだからね。少年たちはそんなことを語り合いました。 何か恐ろしいことが起こるんじゃないかと心配そうに言ったのは鉄男くんでしたが、本当に考えてみれば三人は少し幸せすぎるようです。この一月、色々苦労もしましたけれど、これという恐ろしい出来事には一度も出会っていないのです。あまり平和すぎて気味が悪いほどです。まもなく何かびっくりするようなことが起こるのではないでしょうか。 あの奥底の知れぬ森の中から得体の知れぬ悪魔がじっと三人の方を見守って時の来るのを待っているのではありますまいかやがてこの鉄尾くんの心配が思いもよらぬ形で現れてくる日が来ました。本当にぞっとするようなことが三人の行く手に待ち構えていたのです。かける、かける、かける。ある日のこと、保君は一人で森の中を歩き回っていました。 お猿の生の保訓は誰よりも森が好きなのです。メガネ猿やパンの木に味を占めてまた何か見つけたいものだと道もない森の中を奥へ奥へと歩いていきました。はじめのうちは気味が悪くてほんの森の入り口だけしか入らなかったのですが、この頃ではもう慣れてしまって少年たちはかなり奥深いところまで平気で入り込むようになっていました。 頭の上には高い木が枝をかわして日の光もささないくらいですから森の中は夕暮れのように薄暗いのです足の下には落葉が一面に積もってまるでゴミ箱の中でも歩いているような気持ちです何か珍しいものを見つけようと夢中になって歩いているうちにふと気がつきますといつの間にか一度も来たことのない森の奥へ入り込んでいましたこれはいけない 道に踏み迷っては大変だから、早く帰ろうと海岸と思う方角へ歩き始めましたが、その時はもう遅かったのです。行けば行くほど森が深くなって、どうしても見覚えのある場所へ出られません。北雲は深い森の中で、とうとう道に迷ってしまったのです。泣き出しそうになりながら、無我夢中で歩いていますと、ふと56メートル向こうに何かが動いているのに気づきました。パッとして、 思わず立て止まってよく見ますと大きな木に別の木が絡みついてその木の幹が風もないのに静かに動いているではありませんか木の葉や小さい枝が動くのなら当たり前ですが太い木の幹がゆらゆらと動くなんてそんなバカなことがあるものでしょうかなんだか他にでも出くわしたような気がして北昆はそっと震え登ってしまいました。見てはいけない。 早く逃げなければと気は焦りながらも怖いもの見たさでついその方へ目が引きつけられていきます。保君はその動く気をじっと見つめていました。そしてそのものの正体を確かめたのです。保君の顔がたちまち真っ青になって口が大きく開いてその中から今にも殺されるような何とも言えぬ恐ろしい叫び声がほとばしり出ました。 その動くものは木の幹ではなくて一匹のおろしだったのです。夢にも見たことのない大きなヘビが木の幹に絡みついて鎌首をもたげてリンのように光る目でじーっとこっちをにらみつけていたのです。指定の声こちらでは晩のご飯の時間になっても。 ほくんの姿が見えないものですから、日郎くんと鉄尾くんは犬のポパイやメガネザルやオウムなどと一緒に先にご飯を済ませましたが、それから日がとっぷりと暮れて、あたりが真っ暗になり空に美しい星が輝き出しても、ほくんは帰ってきませんでした。どうしたんだろうね、変だな森の中に迷って困っているんじゃないだろうか。そうだね、ああ、いいことがある。鉄砲を撃って方角を知らせてやろうよ。 そうすれば、もし道に迷っているとすれば、こちらがお家だっていうことがわかるわけだからね。うん、それがいい。じゃあ僕が銃を撃つよ。そこで一郎くんが幼銃を取り出して、空に向かって一発ドーンと発砲したのですが、それからしばらく待っても北くは一行帰ってくる様子もないのです。じゃあ今度は焚き火をしようよ。どんどん火を燃やせば遠くからでも見えるわけだからね。 鉄尾くんの考えですぐさま枯れ枝を集めて焚き火を始めました。すると、もくもくと立ち上る煙に真っ赤な炎が映って二十メートルも高い空が赤々と輝いて見えるのですが、その焚き火を一時間も続けていても、やっぱり保つくんは帰ってきません。おかしいな、どうしたって言うんだろう。もう中にでも出会ってひどい目に遭っているんじゃないかしら。 二人は思わず目を見合わせて黙り込んでしまいました。何とも言えぬ不安な気持ちです。大きなオランウータンに捕まってもがいている保君のかわいそうな姿がまざまざと目に見えるような気さえします。二人は何も知りませんでしたが、読者諸君はご存知です。前の章にちょっと記しておいた通り、保君は恐ろしいものに出会っていたのです。 ボランウータンではないけれど、同じように恐ろしいオロチに出会っていたのです。保君はあの時、うまく逃げ出すことができたのでしょうか。蛇というやつは足もないくせに非常に速く走るのです。イクラザルのように素早いくんでも、オロチにはかなわなかったのではないでしょうか。そして、あの恐ろしい蛇に体を巻かれて、骨も何もくたくたに締め付けられ、ついにはその餌食となってしまったのではないでしょうか。 イチロー君と哲夫君はそこまでは考えを呼びませんでしたが何にしてもただごとではないと思ったのでできるだけ手を尽くしてみようと何度も空砲を放ったりまた2時間ほども焚き火を続けたりしましたがいつまでたってもく君は帰ってくる様子もありませんので明日の朝早くから2人で森の中を捜索することに相談を決めその夜はひとまず洞窟の中の寝床に入りましたでも心配で心配で とても眠られるものではありません一晩中まんじりともしないで東の空が白むのと一緒に2人はもう洞窟を飛び出し出発の用意を始めましたまず大急ぎで食事を済ませ一郎君は猟銃を肩にかけ弾丸も十分用意しましたケツオくんは銃が撃てないので武器としてはジャックナイフと木の枝で作ったステッキを持ちポケットに浅縄の丸めたのと磁石を入れることを忘れませんでした お供は言うまでもなく猟犬のポパイですポパイはほくの匂いをよく覚えているでしょうからこういう場合には大変役に立つわけです少年2人犬1匹の捜索隊はやがて森の奥深く入っていきました小川の辺まではいつも水を汲みに来る道なのでわけなく進みましたがそこから先は全く道もない茂みの中どの方角へ行けばよいのかまるで見当もつきません ふたりはこえをそろえてなんどもよんでみましたがむろんこたえのあろうはずもありませんするとポパイがなにをかんじたのかいっぽうのしげみのなかへぐんぐんとすすんでいきますおやポパイのやつほくんのにおいをかにつけたのかもしれないぜうんそうだねついていってみよう 二人は両方から覆いかぶさってくる木の枝を分けながら犬の後について進みました。ポパイは所々で立ち止まって、しきりと地面をかにながらだんだん森の奥へ入っていきます。何か癒しないだろうか。気味が悪いね。一郎くんは銃を両手に構えて、いざといえばいつでも撃てるようにしながら、鉄尾くんを振り返って言いました。大丈夫だよ。 もし何かいたら、ポパイが吠えて知らせてくれるよ。あいつが黙っている間は大丈夫だよ。と、鉄夫君は注意深くあたりを見回しながら答えました。いかにもそうです。何かがいれば、ポパイが真っ先に気づくはずでした。こうなると、一匹の犬が何よりの頼りです。森の奥といっても、ねみばかりではなく、 ところどころには広っぱのような場所もあり、自然に道のようになったところもあって、思ったほど進みにくくはありません。犬の跡について夢中で歩いているうちに、もう小川のところから2キロほども奥に入ったように感じられました。すると、その時、ポパイがふと立ち止まって、二人の方を振り返りながら、妙なうなり声を立て始めたではありませんかひょっとして、思わず立ちすくみましたが、 45メートル先の地面を見ますと、ポパイのうなったわけがわかりました。だ、足跡だ。靴の跡だよ。保君の足跡に違いない。一郎君が大きな声を立てました。そこの柔らかい地面に一つの靴の跡がはっきりと記されていたのです。二人がそれに気づいたと知ると、ポパイは安心したようにうなるのをやめて、またぐんぐんと進んでいきます。 保さんのいるょはもう時期ですよと言わぬばかりです。呼んでみようか。ぶ、うん、呼んでみよう。そこで二人はまた声を合わせて何度も何度も保んの名を叫ぶのでした。ちょっと静かにしてごらん。なんだか聞こえやしない。一郎君の言葉に二人は息を殺してしばらく聞き耳を立てました。すると、 かすかにかすかに、どこかから人の声が聞こえてくるではありませんかあ、人の声だ。ほくんだよ。おい、どこにいるんだよ。それに答えて、またどこからともなく、かすかな声が聞こえてきます。変だなあ、どこにいるんだろう。なんだか、地の底から聞こえてくるような気がするね。そのかすかな声は、前からのようにも聞こえ、 あとからのようにも聞こえ、右のようでもあり、左のようでもあり、全く見当がつきません。すると、その時、またしても、ポパイの声が聞こえてきました。今度はうなり声ではなくて、けたたましく吠え立てているのです。あ、あそこに何かあるんだよ。てつおくん、行ってみよう。二人がそこへ駆けつけますと、ポパイはまわしで、 しきりと落葉をかきのけながら花を地面につけるようにして吠え立てています。よく見ればそこに積もっている落葉にはところどころ隙間があってその下に穴が開いている様子です。一郎くんは急いで靴でその落葉をかきのけましたが、するとそこには大きな穴があって穴の上に枯れ枝を縦横に組み合わせその上に落葉が敷き並べてあることがわかりました。落とし穴です。 い、僕だよ。そんなにしちゃ土が落ちて仕方がないよ。静かにしておくれよ。穴の底の方からあわれっぽい声が聞こえてきました。ほくんです。ほくんはこの不思議な落とし穴の底に落ち込んでいたのです。一郎くんと哲夫くんはその声に驚いて穴の中を覗き込みましたが、 そこまでは3メートル余りもある深い大きな穴でその真っ暗な底の方にほこんなぐったりとなってうずくまっているのがぼんやり見えています。あ、やっぱり保つくんだ。おい、今助けてやるよ。どうしてこんなところへ落ちたんだい。バカだなあ、君は。鉄尾くんはポケットに用意していた浅縄を出して、それを穴の中へ垂らしてやりました。この縄につかまるんだよ。 僕たち二人で引っ張ってやるからね。そして、やっとのことで、くんは穴の外へ這い出すことができたのですが、穴の中には雨水が溜まっていたと見えて、ズボンやシャツはもちろん、手も足も顔までも泥まみれです。どうしてこんなところへ来たのさ。僕たちゆうべからどんなに心配したか知れやしないぜ。一郎君にたしなめられて、くんは泣き出しそうな顔をしています。 かわいそうに昨日の昼から何も食べないで、一晩中穴の底でケを呼んでいたのですから、もうぐったり疲れてしまって、あの元気な茶目のターコーの面影はどこにもありません。二人に責め問われるままに、保君は昨日森の中で歌詞に出会ったこと、夢中になって逃げているうちに、この穴の中は落ち込んだこと、そして一晩中大声に叫んでいたことなどを物語りました。 二人はおろしと聞いてぎょっとしましたが、でも、ほくんがそのおろちに危害を加えられなかったのは何よりでした。それを思えば、落とし穴へ落ちたの謎、何でもありません。森の中を一人で何か歩き回るからだよ。これから気をつけておくれよ。もし君が死ぬようなことがあれば、僕たちどうすればいいんだい。たった三人の家族なんだからね。本当に気をつけておくれよ。 一郎君は三人のうちで体も大きく、いわば兄さんのような立場でしたから、兄が弟を叱るように、しんみりと言い聞かせるのでした。保君は大失策をやったわけです。でも、おちになって考えてみますと、この失策はただ失策として終わったのではなく、保君の無効水な行為が、計らずも一つの驚くべき事実を発見する糸口となったのでした。洞窟の怪人。 だが、変だな。この落とし穴は一体誰が作ったのだろう。考え深い鉄男君がふとそれを気づいて妙な顔をしていました。そういえば、いかにも不思議なことです。この落とし穴は枯れ枝を並べて、その上に落葉を積み重ね、そこに穴があることを気づかれぬようにしてあったのですから、無論人間が作ったものに違いありません。 ボランウータンがいくら賢いと言っても落とし穴を作るほどの知恵はありません。と言って天然自然にこんな落とし穴ができるというのも考えられないことです。ほくん、君じゃないのかい君は自分で作った落とし穴へ落ちたんじゃないのううん、僕じゃないよ。僕一人でこんな深い穴なんか掘れやしないよ。じゃあ誰だろう鉄尾くんも知らないんだね。おかしいな。 一郎くんは腕組みをして、怯えたような目で二人の顔を見比べました。この島には僕たちの他に人間がいるのかもしれないぜ。その人間が動物を生け捕りにするために作っておいた落とし穴に違いないよ。哲夫くんが囁くような声で言いました。だって変だな、人間がいれば海岸の方へも出てくるはずだし、それに火を焚くこともあるだろうから、その煙が見えないわけはないよ。 そら、そうだけれど、鉄尾くんは言いさしてふと黙り込んでしまいました。目を大きく開いてじっと一つところを見つめているのです。三メートルほど向こうに立っている大きな木の幹を穴の開くほど見つめているのです。おや、どうしたの何をそんなに見ているのあれをごらん。あの木の幹になんだか妙なものが、 鉄尾くんはまるで化け物にでも出会ったような怯えた顔をして、その幹を指さしているのです。ああ、変だね。矢の印が彫りつけてあるじゃないか。一郎くんもそれに気づいて、つかつかと木の幹のそばへ近づきました。見かかえもあるような太い幹の少年たちの頭ぐらいの高さのところに、10センチほどの横向きの矢の印が彫りつけてあるのです。 確かに鋭いナイフで掘りつけたものです。やっぱり人間がいるんだぜ。動物にこんなことできるはずはないからね。野蛮人だろうか。そうかもしれないよ。三人はぞっとしたように顔を見合わせました。落とし穴といい、矢の印ししといい、もう疑うところはありません。この島には人間がいるのです。無人島とばっかり思い込んでいたこの島に。 人間が住んでいたのです。ポパイも何かの匂いを感じたのか不安らしく、そのあたりを嗅ぎ回っています。鉄夫くんはポパイの様子をじっと見ていましたが、やがて何を見たのか、はっとしたようにいきなりポパイの歩き回っているそばへ走っていきました。そして腰をかがめてそこの地面をじっと見つめながら、ちょっとここへ来てごらん。また靴の跡だよ。 でも、今度はほくんのじゃない。大人の靴だよ。不要の売ってない上等の靴だよ。二人もそこへ駆けつけて、それを見ました。確かに大人の靴の跡です。少年たちの靴の2倍もあるような大きな足跡です。野蛮人はこんな靴履かないね。うん、野蛮人じゃないよ。文明国の人だよ。すると、 落とし穴はこの靴を履いている人が作ったのかもしれないね。それから矢の印も。するとその時、保君がまた一つ発見をして、尊強な声を立てました。あれ、あの木にも矢の印が。さっきの大木から10メートルほどは慣れた大きな木の幹に同じ矢の印が彫りつけてあったのです。いよいよただごとではありません。 一つ発見するごとに誰かしら奇妙な人間がこの島に住んでいることがいよいよはっきりしてくるのです。三人はそこでまたかを見合わせてしばらく黙り込んでいました。これらの発見をどう判断していいかちょっと検討がつかなかったからです。その人間は少年たちにとって恐ろしい敵なのでしょうかそれとも頼りになる味方なのでしょうか この人がもし文明人だとしたら何も怖がることはないわけだね。うん、そうだよ。探し出して僕たちの仲間になってもらえばいいんだよ。大人だから僕たちの知らないいろいろなことを知ってるだろうからね。じゃあ早くその人を探し出そうじゃないか。三人は何かしら一つのお餅ができたような感じがしてにわかに元気になるのでした。この矢の印はきっと道しるべだよ。 矢の方角へ進んでいけばその人のいるところへ出られるのかもしれないよ。哲夫君が言いますと一郎君は勇み立って、じゃ、第三の矢の印を早く探そうじゃないか。と、ぐんぐん森の奥へ進んでいきましたが、たちまち第三の矢印を見つけました。それも前の日本に劣らぬ太い木の幹に掘りつけてあったのです。あ、あった、あった。この方角に進めばいいんだよ。 さあみんな、こちらへ来たまえ。そして、三人は次々と木の幹の矢印を見つけて、奥へ奥へと進んでいきました。ポパイも、ご主人たちの元気な様子を見て、嬉しそうにその辺を走り回るのでした。ねえ、君、それはいいけれど、僕お腹がペコペコなんだよ。何か食べるものないかしら。意外な発見に、ホくんもだいぶ元気になっていましたが、ひもじさだけは忘れるわけにいきません。 それなら、パンの木を探せばいいや。きっとこの辺にもあるよ三人はひとまず矢印を覆うことをやめて手分けをしてパンの木を探し回りましたがやがて哲夫君が一本のパンの木を見つけ三人でその身思いで立ち木の途絶えた広ロッのような場所に出ました哲夫君は用心深く霊のレンズをシャツのポケットに入れて持っていましたのでそれを太陽の光線に当てて火を作り パンの実を蒸しやきにして三人でお弁当を使いました。ポパイもお裾そわけにありついたことは言うまでもありません。幸い、霊の小川が曲がり曲がって、その近くを流れていましたので、水もたらふくのみ、弱っていたタモツくんもすっかり元気を取り戻しました。君たち僕にお礼言いよ。僕が穴へ落っこちたお金で矢の印が見つかったんじゃないか。 一郎君なんか怖い顔をして僕を叱ったけれど本当はお礼を言わなくちゃいけないんだぜ。わーいだ。えへん、やっぱりターコーはいいとこがあるな。などと日頃の茶目が出るほどですからもう大丈夫です。それから三人は矢印から矢印へと伝って一時間ほども歩きました。道はだんだん上り坂になってところどころかなり険しい箇所もありましたが。 身軽な少年たちは物ともせず、ぐんぐん登っていくうちに、いつの間にか山の頂上近くに達していました。矢の印がついているほどですから、そこは人が通ったことのある道で邪魔な木の枝などの切り払われた跡もあり、思ったほどの苦労もなく、進むことができたのです。あれ、あんなところに海があるよ。 く君が頓うな声を立てて指さすのを見ますと、なるほど立ち木の隙間から青々とした海が見えています。変だな。こんな山の上に海があるなんて。三人は立ち止まって不思議そうにその青い溝を眺めました。あ、わかった。きっと山の上の湖だよ。日光の中禅寺湖へ行った時にもちょうどこんな数だったよ。 僕は山の上に海があるのかと思ってびっくりしたんだよ。哲夫君がいち早くそれと気づいて言いました。いかにもそれは大きな山上湖でした。進むにつれてだんだん見晴らしがきくようになり、やがて湖の前景が目の前に広がりましたが、それは実に何とも言えぬ不思議な景色でした。直径2キロほどもあろうかと思われる、 広い広い湖、その水は青々として海とそっくりの色をしています。しかも、あっと驚いたことには、湖の向こう西には、恐ろしく高い岩山が城郭のようにそびえているのです。途方もなく大きな毛の牙を並べでもしたように切り添いだような岩山が、こがたにずっと連なって、この世の果てとでも言うように立ちふさがっているのです。わあ、素敵。素晴らしい景色だね。 少年たちは思わず立ち止まってその恐ろしいような雄大な景色に見とれるのでしたあれ変なものがあるぜなんだろう一郎ろくんが指さすのを見ますと湖のこちらがん凸凹の岩の間に妙な十字架のようなものが立っているのですそのへりの立ち木を切ったのでしょう丸るたんぼうのまま十文字に縛りつけ岩の間の柔らかい地面に立ててあるのです その高さはちょうど一郎くんの背の高さと同じほどでした。無論そんな十字架が一人手にできるはずはありません。やっぱりあの矢印を掘りつけた不思議の人物が建てたものに違いありません。三人はそのそばへ寄ってつくづく眺めましたが、よく見ると十字架の横の棒に何か文字のようなものが掘りつけてあります。日本語ではありません。横文字です。 少年たちはまだ外国語を習っていませんので、どこの国の字だかよくわかりませんでしたが、確かに外国語に違いないのです。あ、もしかしたらこれ西洋人のお墓じゃないかしら、いつか写真上でこんな形の墓場を見たことがあるんだよ。何事によらず、まず最初判断を下すのは哲く君でした。そして、その判断が大抵は当たるのです。そういうことにかけては、三人のうち、 君にかなうものはありませんでしたしかし墓場としても一体誰の墓場なのでしょう落とし穴から矢印その矢印を伝ってくると今度は奇妙な十字架です少年たちは意外なものばかり見せつけられて難しい謎でもかけられたように何が何だかさっぱりわけが分からなくなってしまいましたところが意外はそればかりではなかったのです おやあんなところにほらあながあるぜ。今度はほくんがそれを見つけて叫びました。やはり湖のこちらの岸にちょっとした岩山があってその岩山のすそに1メートル四方ほどのいびつなあなが黒く見えているのです。いってみようか。うんいってみよう。三人はなんだかきみわるくおもいましたけれどこわいものみたさでそのあなのそばへいってみないではいられませんでした。 そこで、でこぼこの岩の上を飛ぶようにして、その穴のそばに近づき、そっと中をのぞいてみましたが、のぞくやいなや、三人はぎょっとして、身動きもできなくなってしまいました。そのくらい穴の奥には、何かしら得体の知れぬ生き物がうのめいていたのです。暗くてよくは見えませんが、そのものは四つんばいになって、じっとこちらを見つめているように思われました。立ってはいても、普通の毛ものとは違います。 なんだか人間のように思われるのですでも人間とすれば何という奇妙な人間でしょう頭と顔はもじゃもじゃの毛で覆い隠されていて2つの目だけがギロギロと光っています手や足はよく見えませんが体には白いボロ切れのようなものをまとっているらしい様子ですやがてその生き物が何とも言えぬいやらしいうなり声を発しました 長長く長く引っ張っ張たように低いうなり声。少年たちはそれを聞きますと背中に水でも浴びせられたように心の底からぞっとふるいのぼってしまいました黄金の国3人は洞窟の入り口から56歩後に下がり幼獣を持っている一郎君はその銃を両手に構えて怪物に狙いを定めました。 犬のポパイも尻尾を後足の間に挟んで後じさりしながら、けたたましく吠え立てます。怪物はますます高い声を立てて、洞窟の奥から入り口の方へ這い出してきました。そのものは頭も顔も一面に赤茶けた毛がもじゃもじゃと生えていて、口も鼻もわからないほどですが、ただ二つの目ばかりは、気違いのように不気味に光っています。不思議なことにはその大きな目は青い色をしているのです。 少年たちは一瞬か、あのオランウータンという大猿に出くわしたのだと思いました。一郎くんはあまりの怖したに、無我夢中で銃の引き金に指をかけました。でも、今にも発砲しようとして、ふと気がつきますと、怪物はボロボロに破れたシャツのようなものを身にまとっていることがわかりました。猛獣オランウータンがシャツを着ているなんて、なんだか妙ではありませんかそうして、 ためらっているとき、そばにいた鉄尾くんが、また別のことに気づいて、一郎くんの腕を掴みながら慌ただしく叫びました。一郎くん、撃っちゃいけない。あれは人間だよ。ほら、何か言っている、獣のうなり声とは違うよ。三人は思わず耳を澄ましました。ポパイの声がやかましくて、よくは聞き取れませんが、怪物は確かに何かものを言っています。 しかし、その意味はまるでわかりません。日本語ではないのです。哲夫君は素早く頭を働かせて、そのわけのわからない言葉と最善の十字架に掘りつけてあった外国語とを結びつけて考えました。あ、わかった。あれは西洋人だよ。青い目をしているから野蛮人じゃなくてヨーロッパかアメリカの文明人だよ。 少年たちはそれとわかると、いくらか安心しておずおずと怪物に近づいていきました。ポパイも主人たちの様子を見て吠え立てるのをやめました。怪物の方でも少年たちの気持ちがわかったのでしょう。もじゃもじゃのひげの中から白い歯を見せて笑いながら、しきりと何か言っています。 洞窟の入り口に近づいてよく見ますと、それは素の高いひどく痩せた西洋人で破れたワイシャツに泥まみれのズボンを履いていることがわかりました。顔も見分けられぬほど濃いひげに覆われているので大猿かなんかのように見えたのです。きっと長いガイダカミソリを当てたことがないのでしょう。でも、この西洋人はどうして四つん這いになっているのでしょう 少年たちが近づいていっても立ち上ろうともせず、洞窟の入り口に張ったままこちらを見上げています。やらて西洋人はひどい病気にかかっていることが分かってきました。張っているのさえも大義らしく、間もなくそこの地面に犬のように寝そべってしまったのですが、その痩せた方が息をするたびに激しく上下に動いています。 洞窟の奥を見ますと、一方の隅に草や木の葉を積み重ねてベッドのようなものができています。病気の西洋人はきっと今までそこで寝ていたのに違いありません。哲夫君はそっと西洋人の額のあたりに手を当ててみましたが、まるで火でも燃えているように熱いのです。この人熱病にかかっているんだよ。早くあの草の上へ寝させてあげよう。 三少年は力を合わせて西洋人を抱きかかえるようにして洞窟の奥へ連れて行き草と木の葉のベッドの上に寝させました西洋人は柔らかい草の上にぐったりと横になって苦しい中から無理に笑顔を作りながら何かしきりとお礼を言うのでした少年たちはこうして思いもよらぬ場所で思いもよらぬ西洋人に出会いお片見に親愛の情を示し合ったのですが困ったことには 言葉がまるで通じないものですから事情を聞き正すことができませんでもお片目に手真似をしながら長い間かかってやっと国籍だけは知り合うことができました西洋人がイングリッシュという言葉を何度も繰り返すのを聞いて哲夫君はイギリス人に違いないと判断したのです英語はまだ習っていませんでしたがイギリス人のことを英語でイングリッシュマンというのだと何かの本で読んだことを思い出したのです そこで、こちらもジャパニーズ、ジャパニーズと繰り返して、日本人であることを相手に知らせました。無人島とばかり思い込んでいたこの島に人間がいたのです。たとえ言葉の通じない病人にもせよ、少年たちが懐かしく思ったのは言うまでもありません。水を汲んできて飲ませてやったり、木の葉や枯れ草を拾い集めてきて、ベッドの寝心地を良くしてやったり、見知らぬ外国人をまめまめしく解放をするのでした。 それにしてもこのイギリス人はどうしてこんなところにひとりぼっちで病気をしていたのでしょう。いったいのためにどこからこんな山の上へやってきたのでしょう。少年たちはいろいろ手真ねをしてそれを尋ねイギリス人もやはり手真ねで答えようとするのですがどうしてもその意味がわかりません。 しばらくするとイギリス人はふと思いついたように草のベッドの下に入れてあった一冊の大きな手帳を取り出して鉛筆でそれに絵を描き始めました。絵で話をしようというのです。少年たちはその意味を悟って一心にその手帳を覗き込みました。イギリス人はベッドに仰向けに寝たまま手帳を開いて胸の上に立てるように持って熱病に震える手でまずい絵をいくつも描き続けるのです。 岩の多い海岸に沈没している帆船の絵、その乗組員たちの乗ったボートが嵐のために沈んでいる絵、二人の西洋人らしい男が荒波の中を泳いでいる絵、その二人の西洋人がヤシの木の立ち並んでいる下で何か食べている絵、一人の西洋人がぐったりと死んだようになったもう一人の西洋人を抱いて大きな涙の玉をポロポロこぼしている絵、一人の西洋人が土を掘って木の十字架を立てている絵、 そういう絵を次々と描いてその間にはいろいろ手真似をして見せるので少年たちにも大体の意味がわかりましたつまり二人の西洋人が沈没船からこの島の砂浜に泳ぎ着いて助かったのですたくさんの乗組員が皆溺れ死んだ中で二人だけが命拾いをしたのです沈没船というのは少年たちが道具や食料を運び出した あの断崖の下の沈没船に違いありません。二人の西洋人はこの島に泳ぎ着いて、それから長い間、二人だけの寂しい暮らしを続けたのでしょう。そして、どれほどの日数がたったかわかりませんが、二人のうちの一人が病気かなんかで死んでしまったのに違いありません。そこでたった一人生残ったこのイギリス人は、 涙をポロポロこぼしながら、その友達の死骸を湖の岸に埋めて、その上に十字架を立てたのです。そして、今では生残ったイギリス人も、重い病気にかかって、一人寂しく洞窟の中に横たわっていたというわけなのです。少年たちは、あの沈没船に残っていた衣類などから、シナ人の船とばかり思っていましたが、それではイギリス人の船だったのかと、 手帳を借りていろいろの絵を描いたり、手真似をしたりして、尋ねてみますと、やはり船には品人ばかりが乗り組んでいて、その中に二人だけイギリス人が混じっていたのだということがわかりました。事情がはっきりしますと、少年たちはいよいよこのイギリス人に同情しないで入られませんでした。この人を一人ぼっちにしておくわけにはいかないから、いっそ僕たちの方でここへ引っ越しをすることにしようじゃないか。 一郎君がその考えを話しますと、他の二人もたちまち賛成しました。イギリス人の洞窟は海岸の少年たちの洞窟と同じくらいの広さですから、ここを新しい応援にしても少しも不便ではありません。それに大きな湖水を目の前に控えていて、飲み水もそこから汲むことができますし、見晴らしもよく海岸の洞窟よりはずっと居心地が良いように思われます。相談が一決して、 病人の見取りは鉄尾くんが一人で引き受け、他の二人はポパイを連れて大急ぎで山を下って海岸の洞窟から入り用の品々を運ぶことになりました。無論一度には運びきれませんから、翌日も山を登ったり降りたりして何度にも運んだわけです。ゲイのメガネザルとオウムも新しいお家へ連れて来られたことは申すまでもありません。 それから5日ばかりの間3人はこのヒゲムジャのイギリス人と同じ洞窟に家族のようにして暮らしました今では日本とイギリスとは仲の良い国とは言えませんけれどたとえ適性を持つ国の人でも国民の一人一人を憎むことはないのですしことにこういう哀れな境遇にいる人を解放しないで捨てておくわけにはいきません3少年は心からこの気の毒なイギリス人を看護してやりました イギリス人も少年たちの親切に深く感じたらしく、少年たちにもわかるサンキュー、サンキューありがとうという英語を折りさえあれば繰り返して、ポロポロと涙さえこぼしているのでした。その5日の間にはお片身にだんだん手真似もわかるようになり、手帳に絵を描いて話をするやり方も上手になって、少年たちもこれまでの恐ろしい身の上話をして聞かせますし、イギリス人の方でも色々と詳しい物語をするのでした。 そうして分かったところによりますとイギリス人は20年も海の上ばかりで暮らしてきた戦場で世界中を航海して回りいろいろ面白い話や恐ろしい話を知っているということでした年は45歳でヘンリーという名前十字架の下に眠っている友達は42歳でアントニーという名前だったということも分かりましたヘンリーとアントニーとは56年も前から一度この島へきたいきたいと思っていたのですが 良い折りがなく、今度やっとシナ人の船に頼んで、普通の船は来よりもしないこの島へ上陸させてもらうことになったのです。ところが島の近くまで来た時、大嵐にあって船は沈没する乗組員は皆溺れてしまうという騒ぎが起こり、ヘンリーとアントニーの二人だけが九死一生の思いで島の海岸に泳ぎついたというのです。 では、二人のイギリス人は、どうしてそんなにこの島へ来たがっていたのかと言いますと、それには深いわけがあったのです。二人はこの島の中に隠されている莫大な宝物を探すためにやってきたというのです。ヘンリーは例の手帳に、この島の見取りづらしいものを書いて、少年たちに示しました。ここが少年たちの上陸した海岸、ここが少年たちの登ってきた山、ここがヘンリーの洞窟、 ここが湖といちいち手真似で教えて、その湖の向こう側に、四方を大きな高い山で取り囲まれた丸い谷地の形を描いて、その丸の中にたくさんの人間の姿を描き表しました。おや、それじゃ、この島は無人島ではなくて山の向こうに土人が住んでいるのかしら。 と、びっくりして手帳を見つめていますと、ヘンリーはその人間の姿からスースーッと四方に線を引いて仏像の五行のようなものを書き加え、ゴールド、ゴールドと差も一大事のように繰り返しているのです。少年たちはゴールドというのは金という意味の英語であることを知っていました。すると、この島の山と山とに挟まれたお盆のような部屋地に住んでいる土人は、 金のように光っているのかしらと考えましたが、しかし、そんな金色の人間なんてあるはずがありませんから、きっと土人の身につけている衣類が金色なのだろうと察しました。鉄くんが自分のシャツを引っ張っ張てて見せてゴールドと尋ねますと、ヘンリーは何度もうなずいて、そうだと答え、また手帳に1人の大きな人間を描きましたが、その人間は妙な鎧のようなものを着て、丸い兜のようなものをかぶっているのです。 そして、ヘンリーはその鎧と兜が黄金でできているのだということをはっきり示しました。変だなあ。このおじさん、熱に浮かされて夢でも見たんじゃないかしら。こんな島に金の鎧を着た土人が住んでいるなんてまるで童話みたいじゃないか。一郎くんがそう言いますと、他の二人の少年もバカバカしいというように笑い出しました。 ところが、それを見たヘンリーはいきなり大きな目を向いて、少年たちを叱るように睨みつけました。そして、真剣な顔をして、決して嘘ではないという身振りをしてみせるのです。間の湖ヘンリーはそれからしばらくの間、話し疲れたのか、ぐったりとなって目をつむり苦しそうに肩で息をしていましたが、やがてまた目を見開くと手帳を開いて一つの絵を描きました。 それは頭もひげも真っ白なイギリス人らしい一人の老人の姿で手に一枚の地図を広げて前にひざまずいているもう一人の人物に何か教えているところです。地図にはこのヤマト島の形が記され教えられている人物はヘンリーによく似た姿をしています。 それから、ヘンリーはいろいろの手真似をして、自分はその絵の老人に、この島のことを教えられたのだということ、そして、その老人はやはりイギリスの水婦で、今から20年も前に、この島に漂流して、あのノコのような山の向こう側にたどり着き、不思議な黄金の国を発見したのだということを少年たちに分からせました。そして、そこには、鎧や兜ばかりでなく、 大きな石の建物の中にたくさんの剣の塊がしまい込んであるということをまた別の絵を描いて示しましたそうして話を聞いているうちに少年たちにもそれがまんざら嘘ではないらしく感じられてくるのですヘンリーの恐ろしいほど真剣な顔驚くほど熱心な身振り手真似を見ていますと決して夢の話や童話ではなくてなんだか本当のことのように思われてくるのです 小水の向こう岸にそびえる高い高い岩山、まるでこの世の果てかとも見えるあのノコギリ山の後ろに、ひょっとしたらそんな不思議な世界が隠されているのではないか、金色に光り輝く宝の国があるのではないかと思うと、少年たちは楽しいような怖いような、何とも言えない気持ちになって、ぞーっと雪地が寒くなるのでした。ヘンリーは少年たちがまだ疑っているらしい様子を見て、 何を思ったのか左手のシャツの袖をぐっとめくり上げそこにはめていた金色の腕たまきを抜き取って哲夫君に手渡しこれが何よりの証拠だというような身振りをしてみせましたそしてまた手帳を開いてさっきの白髪の老人がその腕たまきをヘンリーに手渡している図を描くのでした つまりその腕たまきは老人が黄金の国から持ち帰ったお土産の秘訣でそれをヘンリーが老人からもらったのだという意味ですそれは全体がヘビの姿に彫刻してある何とも言えぬ妙な感じの腕たまきでしたまるで子供がいたずらでもしたような荒削りの下手な彫刻ですがそれでいてぐっと鎌首をもたげたヘビの頭が生き生きとして今にも動き出しそうに見えるのです 少年たちはそれを次から次と手に持って調べてみましたがキラキラ光る美しい色といい重さといいいかにも本当の金製品らしく思われるのです哲夫君はふと思いついてその腕たまきを軽く指にかけ小石を拾って叩いてみましたがするとニーンというような何とも言えぬ美しい音色がします本当の金でなくてはそんな音がするはずはないのです ヘンリーは哲く君の賢いやり方を見てにっこり笑いましたそしてその腕玉木は君たちにあげるのだよという手真似をしてみせるのでしたきっと少年たちから受けた親切な解放のお礼のつもりなのでしょうそしてその夕方このかわいそうなイギリス人は言うだけのことを言って安心したのか迫ってくる夕闇の中でともし火の消えるように息を引き取ってしまいました 奇妙な黄金の腕玉巾が少年たちへの片身となったわけですたたった56日の間のお友達ではありましたが少年たちは気の毒な外国人の小塔さんの死を心から痛まないではいられませんでしたその晩はお通夜のつもりでヘンリーの死体の上にシーツの白布をかけ 森の中から探してきた草花を、その枕木に備えて、少年たちは、例のヤシの油の灯火を囲み、何かとなき人のことを語り合うのでした。翌日は朝早くから、森に出かけて、手頃の木を切り、ヘンリーがその友達のためにこしらえてやったのと同じ十字架を少年たちの手で作って、ヘンリーの死体をうずめた土の上に立てました。寂しい山上うっこりの岸辺に、二つの十字架が立ち並んだのです。 そしてヘンリーとアントニーとはその下で仲良く眠っているのですそうしてヘンリーのお葬式を済ませてしまいますと3人の少年は岩山の裾の日陰に車座になって目の前の気味悪いほど静かな青々とした湖水を眺めながらこれからのことを相談するのでしたヘンリーは僕たちに黄金の国へ行けとは言わなかったけれどきっと自分の代わりに僕たちが探検すればいいと思っていたのだろうね 三人の中では一番勇気のある一郎くんが探検旅行に出かけてみたくて仕方がないという顔で口を切りました。そりゃそうかもしれないけれど、ヘンリーでさえ黄金の国へ行く道をはっきり知らない様子だったから、子供の僕たちがうまくそこまで行けるかしら。それにヘンリーの話では、そこへ行く道には随分危険なところがあるっていうのだから。鉄男くんは考え深いだけに、 ちょっと聞くと臆病とも取れるような口の聞き方をします。でも、いくら待っていたって、僕たちを助けてくれる船なんて、きっこないよ。どうせこの島にいるくらいなら、もっと奥の方へ行ってみたいな。あの高い山の向こうに、そんな美しい国があるのかと思うと、僕はなんだかゾクゾクして、我慢ができないような気がするんだよ。北はあくまで無邪気です。 そうだよ、くんの言う通りだよ。僕たちは悪くすれば一生涯この島に閉じ込められているのかもしれないんだ。どうせ島から出られないとすれば、同じところにぐずぐずしているより、できるだけ島の中を探検してみる方がいいと思うよ。それにもし危険だと思えばそこから引き返せばいいんだからね。一郎君は言葉を尽くして、鉄く君を解き伏せようとします。 それから、しばらくの間、三人の間に議論が戦わされましたが、おしまいにはさすがに用心深い鉄尾くんもとうとう二人の考えに賛成することになりました。それじゃ、行けるところまで行ってみようよ。本当に同じ場所にじっとしていたって仕方がないんだからね。それを聞いて踊り登ったのは保君です。万歳。いよいよ探検隊の出発だ。さあ、 早く用意をして出かけようよ。真央町よ。僕たちは一体どの方角へ進んだらいいのか、まずそれを極めなけりゃ。湖水の岸はすっかり岩山で囲まれているんだから、なるべく通りやすいところを探してちゃんと見込みを立ててから出発するんだよ。一郎くんが流行るく訓を抑えるように言いました。それには僕に一つ考えがあるよ。いかだを作るんだよ。 そして、それに乗って湖水を渡るんだ。そうすれば、険しい山をよじ登るより、どんなに楽か知れないし、荷物だって、うんと乗せていけるんだからね。いかだを作る時間を加えたって、かえってその方が早く高岸へ着けるかもしれないぜ。僕たちの目指す黄金の国は、ちょうどこの高岸の方角なんだから。例によって考え深い哲夫君が、明暗を持ち出しました。ああ、そうだね。 そうすれば、食料もたくさん詰めるし、猿やオウムも一緒に連れていけるからね。じゃあ、イカダを作ることに決めよう。一郎君が感心したように言いますと、保君も素敵、素敵と賛成するのでした。そこで、その日の午後から三少年の手でイカダの製作が始まりました。立木を倒すには、その後沈没船から探し出してきたマサカリとノコがありますので、 そのマサカリを一番力の強い一郎君が立ち木の根元に打ち付け、保訓がノコを使い、切り倒した木を湖水に浮かべて、それを三人がかりで結び合わせるというわけです。結ぶのに大事な浅縄を使ってしまうのはもったいないので、森の中の木蓋の類を切り取って縄の代わりにし、肝心の部分だけ本物の浅縄を使うことにしました。そして、その翌日の夕方には湖水の岸に大きな言い方が、 子供の手際とは思えないほど立派に出来上って浮かんでいました保君はそれを見てイカダの浸水式だと言って大はしゃぎですその晩は洞窟の中で眠って夜の明けるのを待ちかねてイカダの上に道具類の積み込みが始められました二丁の猟銃と弾丸はもとより食料品鍋や食器の類釣り道具浅縄、シーツその他の布類 ヤシを入れた瓶と灯火の道具など、三人の家財道具の大部分が積み込まれ、少年たちの外に、ポパイもメガネザルもオウムも、家族の子らずが乗り組みました。イカダの両側には、哲夫君の公安になる妙な貝が一本ずつついています。イカダの材木の端に浅縄の玉木を作って、そこにボートのオールのように削った木の棒が通してあります。 少年たちは代わる代わるイカダの端に立って、それをこぐというわけです。天気は申し分ありません。湖水は鏡のように静かです。それに山のエコのことですから、海岸よりはずっと温度も低く、真昼になっても太陽の熱に耐えられぬというほどではありません。そして、イカダはいよいよ岸を離れました。 三少年の一家族は、かくして黄金の国探検の都に着いたのです。イカダは気持ちよくスー,スーッと進んでいきます。しばらく行くと、保君が大きな声で叫びました。一郎君、あれごらん。白い鳥がいるよ。今晩のご馳走に君の銃で撃っておくれよ。湖水の上に白い水鳥が泳いでいるのです。うん じゃあ、こぐのをおよし。僕があいつを打ち止めてみせるから。一郎くんは元気よく答えて、銃を持ってイカダの真ん中に立ち上り、水鳥に狙いを定めました。そして、名車種一郎くんは、ただ一発のもとに獲物を打ち取ったのです。大急ぎでイカダをその場に近づけますと、 猟犬のポパイはたまりかねたように一斉高く吠えたかと思うといきなりザブンと水中に飛び込み見事に泳いで獲物をくわえて帰ってくるのでしたああなんという楽しい船旅でしょうもし少年たちの探検旅行がおしまいまでこうして楽しく続いたらこんな幸せなことはありませんしかしそうはいかなかったのです3人の行く手には実に恐ろしい危険が待ち構えていたのです 少年たちの一生を通じて最大の避難が待ち構えていたのです。それは湖水に住むワニだったでしょうか空から襲いかかる猛鳥だったでしょうかそれとも人食え人死に出くわしたとでも言うのでしょうかいやいや、そういう生き物の避難ではありません。では、突然嵐でも立ってイカダを覆したのでしょうかいや、そういう天変地異でもありません。 それは、この世の何人もまだ味わったことのない、どんな言葉でも言い表せないほど恐ろしい事柄だったのです。ポパイの最後、この死んだような湖水の中を、いかだに乗った三人の少年は一体どこへ行くのでしょう。少年たちにもそれははっきりはわかっていません。夢のような話なのです。 湖水の向こうの高い高い岩山の後ろに黄金の国が隠されているというのです。その国の土人たちはキラキラと美しい黄金の兜をかむり、黄金の鎧を着ているというのです。この荒れ果てた無人境の山の陰にそんな美しい世界が本当にあるのでしょうか。少年たちはその話をヘンリーという不思議なイギリス人から聞きました。そして、そのイギリス人はもう死んでしまったのです。 少年たちは半信半疑でした。でも、もしそんな童話のような国があの山の向こうにあるのだとしたら、どんなに素晴らしいことでしょう。少年たちは何とも言えぬ奇妙な心持ちになって、まるで目に見えぬ糸に惹かれでもするように、その方角へ行ってみないではいられなかったのです。山の上の湖ですから、熱帯の暑さもそれほどには感じません。 くそこの知れないほど晴れ渡った空青々と静まり返った湖水その水の上を少年たちの手製のいかだはさも楽しそうにスイスイと進んでいきました三人が代わり合っていかだの両側に取り付けた貝をこに岩山の岸からあまり遠ざからないように用心しながらゆっくりこいでいったのですがお昼頃にはもう湖水の真向こうののこ山の下へ近づいていました 少年たちはその岩山の岸に上陸できるような場所はないかと注意深く見張っていましたが、皆削ったような切り岸ばかりでどこにもそんな場所は見当たりません。ダメだなあ。崖ばかりじゃないか。あの山を越して向こう側へ行く道なんてどこにもあれしないじゃないか。一郎くんががっかりしたように高くそそり立つ断崖を見上げていました。きっとあのイギリス人は、 嘘を言ったんだぜ。別病に浮かされて夢を見ていたのかもしれないよ。保君も残念そうに言うのです。どんな大人だって、この高い岳をよじ登ることは思いもよりません。ですから、山の向こう側の黄金の国とやらへは全く行く道がないわけです。だって、それじゃこの腕たまきはどうしたんだろう哲夫君は貝をこぐ手を休めて、シャツの胸のポケットから、 あのイギリス人にもらった黄金の腕玉置を取り出し、つくづく眺めながら、さもいぶかしそうに言いました。それはきっと何でもないのだよ。本当の金かもしれないけれど、金の腕玉置なんてどこでだってできるんだからね。何も、この島の黄金の国から持ってきたとは決まっていないよ。一郎君んは騙されたのが悔しくてたまらないという調子です。でも、なんだか変だよ。 ご覧、この腕玉木の蛇の形は野蛮人が彫ったとしか思えないよ。僕たちの思考だってもっと上手にやれるからね。それでいてなんだかこの蛇生きているような変な気がするんだ。やっぱりヘンリーは本当のことを言ったんじゃないかしら。鉄尾くんはどうも腑に落ちないというように小首をかしげています。そして、もう少し言ってみようよ。僕たちは古水の騎士をすっかり見たわけじゃないんだからね。 そして、湖水をぐるっと一周して元の場所へ帰ればいいんだ。と諦めきれないように言うのでした。そこでまた少年たちは貝を湖に始め断崖に沿ってイカダを進めましたが、しばらく行きますと保君が。あ、大きな水鳥がいる。今までのよりずっと大きいよ。一郎君、あれ打ってごらん。と叫びました。あ、ほんとだ。 よし、一郎くんはすぐさま銃を取って、その水取りに狙いを定め、どんと発砲しました。閉めた、さあ、ポパイ、あれを取ってくるんだ。見事に命中したのです。一郎くんは出発してから、もう三羽も水取りを打ち取っています。これが四番目の最も立派な獲物でした。ポパイは主人の言いつけを待つまでもなく、もう水中に飛び込んでいました。 そして、少年たちの賑やかな声援を後ろに、ぐいぐいと水鳥に向かって泳いでいきます。やがて、泳ぎ着くと、まだ羽ばたいている水鳥に、さっと飛びかかって、しばらく水煙を上げてもつれ合っていましたが、やがてぐったりとなった獲物、口に加え、イカダの方に向き変えて、得意そうに泳ぎ始めました。素敵、素敵、ポパーエライゾー。少年たちは手を打って、生やし立てましたが、その時です。 じつになんともいえないきみょうなことがおこりましたおやどうしたんだろうポパイポパイはやくおよがないかなにをぐずぐずしているんだほくんがさびましたしかしポパイはけっしてぐずぐずしていたわけではありませんいっしょうけんめいにこちらへおよいでいたのですでもすこしもすすめないのです 進めないどころかぐんぐん後ずさりをしていくように見えます少年たちはこの不思議な出来事をしばらくはポカンとして眺めているばかりでしたがやがて哲夫君がハッと気づいて叫びましたあいけない流されてるんだポパイは流されているんだよこの静かな湖水にそんな激しい竜があるなんて想像もしていなかったのですが 泳ぎ上手のポパイがあんなに苦しんでいるのを見ますとそこにはよほど早い水の流があるのに違いありませんひょっとしたら渦巻きかもしれないのですポパイはみるみる押し流がされていきますもがけばもがくほどイかだから遠ざかるばかりですそして今は苦しさにくわえていた水鳥を口からはなして死に物狂ぐるいに水をかきながらなんともいえぬ悲しい声でほえたてました あ、早く助けなくちゃ。ポパイが死んじまうよ。早く、早く。ホクンは焦りに焦って、貝をこぎました。一方の鉄尾君も調子を揃えてこぎました。イカダは二人のこぐ力よりも速い速度で進んでいきます。イカダまでもその水の流に乗っていたのです。ポパイとは二十メートルも隔たっていたのですが、その隔たりがだんだん狭まっていきます。 15メートルになり、13メートルになり、やがて10メートルほどに近づきました。イカダはその時、大きく出張っている岩角を通り過ぎ、今まで見えなかった断崖の前に出たのです。それと同時に三少年の口から強制がほとばしりました。ああ、ご覧なさい。今まで大きな岩角に隠されて、少しも気づかなかった地獄の入り口がそこに開いていたではありませんか 断崖の裾に怪物の口のような真っ黒な洞結があって、湖水の水は激しい勢いでその穴の中へ流れ込んでいたではありませんか。ポパイはもがきにもがきながら穴の方へぐんぐん吸い寄せられていきます。そして、穴の入り口から2メートルほどのところまで流されたかと思うと、そこに恐ろしい渦巻きができていて、 ポパイはくるくるとコマのように回りながら悲しい鳴き声を残して水中に姿を消してしまいました少年たちは愛犬ポパイの最後を憐れんでいる暇はありませんでしたポパイと同じ運命が少年たちを待ち構えていたからですいけないイカダを戻さなくっちゃ僕たちも吸い込まれてしまう一郎ろうくん早くここへ来て手伝っておくれ 鉄尾くんは真っ青な顔になって力借り理解を押しながら一郎くんの助けを求めました。一郎くんがその会に飛びついて鉄尾くんと力を合わせたのは言うまでもありません。保くんもしっかりこぐんだぜ。言われるまでもなく保くんも歯を食いしばって一生懸命です。しかしこうした三少年の死に物狂いの力も激しい水の流には及びませんでした。 イカダはぐんぐん黒いトンネルの方へ近づいていきます。目に見えぬ綱で引き寄せられでもするように、みるみる間の洞結へ吸い込まれていきます。汽車がトンネルへ入るときのように、その真っ黒な怪物の口が恐ろしい勢いで目の前にぶつかってきました。わーっと上がる三人の悲鳴。ガクンと何かにぶつかってイカダはぐらぐらと揺れ、少年たちはイカダの上に尻餅をついてしまいました。 そして次の瞬間にはもう洞結の形は見えませんでした目の前にはただ一面に大きな大きな暗闇が広がっているばかりでした地獄への旅洞結に吸い込まれる勢いがあまり激しかったものですから少年たちは一瞬間気を失ったように何が何だかわからなくなってしまいました 少年たちにとってはそのまま気を失っていつまでも目覚めない方が幸せだったかもしれません。でも三人とも普通の子供に比べてはずっと心のしっかりした少年たちでしたから気を失ったままになるようなことはありません。中にも一番勇気のある一郎君はたちまち正気に帰っていかだが洞結の奥の方へ非常な速さで流れているのに気づきますといきなり。 頭を下げて、みんな、頭を下げて、いかだの上にうつ伏せになるんだよ。と、喉も,も破れるような大声で叫び続けました。どうしてそんな大声をしなければならなかったかというと、凍結の中の水の流派、ゴっごっと、まるで雷のような恐ろしい音を立てていたからです。 哲く君,君とはその声をかすかに聞いてやそうだと気づいて大急ぎでいかだの上に平べったく伏せの姿勢になりましたそれは言うまでもなく洞結が狭くなっていて頭を打つといけないからですすごい速さで流れているのですから違和感で頭で猛とうものならそのまま死んでしまうかもしれないからです そうして3分ほどの間、少年たちは生きた心地もなく、イカダの上にうつ伏せになったまま、見道もしませんでした。あまりの怖さに、物を考える力も失ってしまって、何をどうしていいのか、まるでわからなかったのです。その3分間に、イカダは1マイルも進んだような気がしました。それほど穴の中の水の流が急だったのです。しかし、やがて、 湯がいくらか緩くなり、水の音もはじめほどやかましくないようになりました。きっと凍結が広くなったからなのでしょう。みんな大丈夫かい怪我はしなかったかい一郎くんの声が暗闇から響きました。ぶ、うん、大丈夫だよ。君はほくんとてつおくんが声を揃えて聞き返しました。 僕も大丈夫だ。みんなしっかりしているんだよ。まだ運の月とは決まっていないんだからね。一郎くんは二人を元気づけるようにしっかりした声で言いました。メガネザルもオウムも無事だよ。僕がさっきからしっかり抱えているんだ。こいつたち声も出ないほどびっくりしてブルブル震えているよ。さすがに動物好きのくんです。 こんな場合にもかわいそうな家族のことを忘れなかったのです。貝は、貝は流しやしない。てつおくんの声です。あ、貝がない。流れちゃったよ。君の方は。僕も流しちゃった。貝があれば岩にぶつからないように用心ができるんだけどな。 鉄尾くんの残念そうな声がしたまましばらくの間、誰の声も聞こえませんでした。ただ枕闇の中にゴーゴーと水の流れる音が聞こえているばかりです。夜の暗さはどんな真夜中でもどこかしら空がほの明るく、家や立ち木の形ぐらいは見分けられるものですが、この洞結の中の暗さはそんな夜の暗さなどには比べられないほど真っ暗で3人とも目暗になってしまったのと少しも変わりがありませんでした。 深海魚という深い深い海の底に住んでいる魚は全く光というものがないために物を見る必要がなく目がなくなってしまっているということですがこの洞窟の竜の中にもし魚が住んでいるとすればきっとその深海魚のように目のない魚に違いありませんそれほど闇が濃いのです墨を流したように真っ暗なのですで、僕たちはどうなるんだろうね この水は一体どこまで流れていると思う」。ほくんの悲しそうな声が聞こえました。黙っていてはひとりぼっちになったような気がして怖くてたまらないので何でもいいから物を言わないではいられなかったのです。それはわからないけれどあんなに早く流れたんだからここは湖水の水面よりはうんと低いところに違いないよ。そしてまだまだ下の方へ下の方へと流れていくらしいね。 哲夫君が考え考え答えました。下の方へって、じゃ僕たちは地球の中心の方へ流されているわけなんだね。このまま地球の真ん中へ吸い込まれてしまうんじゃないだろうか。保君がべそをかいたような声で、とっぴなことを言い出しました。でも、保君を笑ってはいけません。誰だって、この時の三人のような境遇になれば、普通では想像もつかない恐ろしいことを考え出すに違いないのです。 ははははは。一郎くんと保つくんとが声を揃えて笑いました。しかし、それは寂しい小生でした。まさか、そんなことはないよ。でもね、考えてみると、一つだけ、恐ろしいことがあるんだよ。哲夫くんの声が、いようか言うまいかと、ためらうような調子で聞こえました。え、恐ろしいことって、なんさ、言ってごらん。早く、 言ってごらん。ほくんの怯えきった声です。それはね、鉄雄くんはなぜか言いしぶっています。で、それは何さ？この流の先が滝になってやしないかということだよ。で、滝。あ、そうだ、そうかもしれない。傍探那一郎くんまでがびっくりしたように声をあげました。 必ず竹になっていると決まったわけではありませんが、しかしそうでないと言い切ることもできません。もし竹になっていたら、それを思うと、三人は体中びっしょり冷や汗が出るほど怖くなってきました。真っ暗で何も見えないのがなおさらいけないのです。耳を澄ますと、ゴーゴーという水の音の中に、なんだか音色の違う一種異様の響きが混じっているように感じられます。 もしやそれが遠くの方で滝の落ちている音ではないかと思うと、もう生きた空もありません。みんなできるだけ手を伸ばして岩に触ってごらん。岩をつかめばいかだの流れるのを止められるかもしれないよ。イチローくんがさすがに落ち着いた声で命じました。こういう時には知恵よりも勇気です。力強いイチローくんの声を聞いた二人はどんなに心丈夫に思ったか知れません。 少年たちは危険も忘れて、いかだの上に立ち上り、右、左、上と三方にできるだけの手を伸ばしてみました。しかし、いくら闇の中を探っても三人の手には何も触らないのです。一郎くんはふと気づいて、長い銃を持って、あちこちと探ってみましたが、それでも何も触りません。ここは広いんだよ。うんと広いんだよ。銃で探ってみたけれど、ちっとも手応えがないや。 でも、少年たちは、なおしばらくの間、根気よく手探りを続けていましたが、いつまでやっていても何の効能もないとわかると、がっかりして、またリカだの上に寝そべってしまいました。こんな時、貝が残っていれば少しでも流れに逆らって、イカだをこぎ戻すこともできたのでしょうが、その貝は2本ともとっくに流してしまっていたのです。もう運を天に任せる他はありません。 少年たちの目に涙がこみ上げてきました。そして、枕闇の目の前に、懐かしいお父様やお母様の姿が、まざまざと現れてくるのです。みんな、心の中で、お父さん、お母さん、と呼び続けました。無邪気な補んなどは、口に出して、お父さん、助けてください。と叫んだほどです。 やがて、洞結に吸い込まれてから20分ほども経ったでしょうか。3人は夢中になって、神様を念じたり、お父様お母様のことを思い出したりしていたのですが、そのうちに、なんだか妙なことが起こってきました。ああ、暑い、暑くってたまらないや。まず最初、保君がそんなことを言って、いきなりシャツとズボンを脱いで裸になってしまいました。本当だ。どうしてこんなに暑いのだろう。 一郎くんも哲夫くんも続いてシャツとズボンを脱ぎ三人ともサルマタ一つになってしまいました。それでもまだ暑くてたまらないのです。変だな、地の底でこんなに暑くなるなんて。哲夫くんはどうも仮点がいかないものですからふと気づいてイカダの淵へ這いかだの縁へいよって手を流れの水の中へ入れてみましたが入れたかと思うとあっと叫んで手を引きました。どうしたの 鉄尾くんじゃないか。るん、一郎くん、水の中へ手を入れてごらん。熱いんだよ。お湯みたいだよ。一郎くんもたもて君も急いで手を入れてみましたが、二人ともあっと言って、その手を引っ込めました。熱かったはずだよ。僕たちは沸き立っている湯の中を流されていたんだもの。でも、どうしたんだろうね。君が悪いね。 今さっきまでたたい水だっゅうにあつくなったんだよなんだかすすむほどだんだんあつくなるようなきがするねいったいこれはどうしたというのでしょうなんともえたいのしれんのぶきみです3にんはおもわずいかだのまんなかのほうにすりおってドキドキしながらつぎにおこることをまっているほかはありませんでしたそしてすこしたつとこんどもまたほくんがいちばんはやくそれにきづいて 尊強な声を立てました。あら、一郎くん、君の顔が見えるよ。ほら、ぼーっと白く見えているよ。あ、ほんとだ。君の顔も見える。どっかから、かすかな光がさしているんじゃないかしら。三人はなんだかひどくうれしいような気がしました。少しでも光がさしてくるとすれば、同血の出口へ近づいた印ではないでしょうか。 だんだんはっきり見えてくるよ。君の顔赤いね。あ、鉄尾くんも真っ赤な顔をしてる。一郎くんに言われて三人がお互いの顔を見ますと、妙に赤い顔をしているではありませんか暑さに蒸気していたからでしょうかいや、どうもそのためではないようです。どこからか赤い光が差しているような感じなのです。やがてお互いの顔が細かいところまで磨けられるようになりました。 おや、ごらん。あんなに湯気が立っている。わあ、綺麗だなあ。北訓の強制に、イカダの周りを見ますと、そのあたりいっぱいに、もうもうと煙のような水蒸気が立ち上っていることがわかりました。それも、やはり赤い光に照らされているのか、炎のように不気味に赤く見えるのです。メラメラと一面に火が燃えているようです。あ、暑い。ぐらぐらは来たっているよ。 哲くんが水に手を入れようとしてびっくりして叫びました。うっかりすると指先をやけどするところでした。辺りはますます明るくなってきました。もう洞窟の岩の形もはっきりわかるのです。汽車のトンネルの5倍もあるような大きな岩の天井と壁とがどこから来るのか真っ赤な光に照らされてものすごくてらてらと輝いています。 その光が水面にも反射して水全体が燃えるように赤く、そこから今言う炎のような水蒸気が立ち上っているのです。美しいといえばこれほど美しい景色はありません。しかしまた恐ろしいと思えばこれほど恐ろしい景色はないのです。死の底で水が熱湯となって湧き立ち、 湯気を立て何とも得体の知れぬ真っ赤な光が洞結全体を話に聞く地獄のように照らし出しているのです3人が洞結の出口に近づいたと考えたのはとんでもない間違いだったようです一体全体この赤い紅花なものでしょうか太陽の光ではありません日の出や日の入れの光が赤いといってもこんな不思議な君の悪い赤さではありません あ、なんだか音がする。恐ろしい音がする。鉄夫くんが光に照らされた鬼のような真っ赤な顔を歪めてゾッとするような声で叫びました。龍の音もかなり激しいのですが、それにも増して不気味なドドドドという物音がどこからか聞こえています。そしてその音はイカダが進むにつれてだんだん高くなってくるようです。赤い光も刻一刻強くなってくるようです。 火の柱少年たちはみんな生きた心地もないのですが、中にも悟りの早い哲夫君は、ある恐ろしいことを考えて身の毛もよだつ思いをしていました。哲夫君は何かの本で読んだ地底の噴火山ということを思い浮かべていたのです。 地球の真ん中には鉄も石もドロドロに溶けた火の塊があって、それが地面の弱いところを突き破って吹き出すのが噴火山ですが、そういう火山は地面の上ばかりにあるとは決まっていません。死の底の洞結の中にだってないとは限らぬのです。もしかしたらここにその地底の火山が吹き出しているんじゃないかしら。鉄男くんはそう考えたのです。そしてもう命はないものと覚悟を決めていました。 少年たちは三人とも最前から暑さに耐えられなくて、みなまっぱだかになっていました。それでも、まだ暑くてたまらないのです。顔にも、背中にも、腹にも、たらたらと汗が流れて、その汗がみるみる乾いていきます。三人は口々に何か叫んで、いかだの上に身もだえしていますが、その声も、目の怪しい物音に消されて、よくは聞き取れません。 やがて洞結の曲がり角に差し掛かりイカダは素晴らしい勢いで大きな岩角を通り過ぎましたそしてそれと同時に少年たちの口から悲鳴がほとばしったのですおおご覧なさい今やあの真っ赤な光るものの正体がまざまざと少年たちの目の前に姿を現したのです洞結はそこで汽車のトンネルの10倍もあるかと思われる広さになっていましたが その五十六十メートル向こうの水面のまただ中から高い岩の天井に向かって目もくらむばかりの火の柱が立ち上っていたのですそれは鉄男君が想像した通り地の底の噴火口だったのです火の柱そのものは赤いというよりは白く見えました白熱の光です水面から吹き出したところでは四十五十センチの太さですが上の方ほど広がって 20メートルもある岩の天井にぶっつかると、まるで噴水のようにパッと四方に開き、光の粉となって下に落ちてくるのです。少年たちはあまりの怖さに猛気を失わんばかりでしたから、何を考える暇もなかったのですが、もしその日の柱に危険がないものとすれば、世にこれほど美しい景色は、またとないと言ってもよかったでしょう。それは真の闇の地下道の中に突然起こった花火です。 いや、花火の何十倍も大きな炎の花びらです。本当にその日の柱が天井に当たって砕けている有様は、一つの大きな百号の花のように見えたことです。夢に見たこともない美しい景色、そして、それはまた夢に見たこともない恐ろしい景色でした。いかは刻一刻その噴火口へ近づいていきます。 近づくに従ってものすごい炎の花はみるみる大きくなって三人の目の前はただもう白熱の光でいっぱいになってしまいましたホ君と哲夫くんは気絶しないのがやっとでしたただイカダの材木にしがみついてうつ伏せになったまま死んだように身動きもしないでいますその中でただ一人物を考える力を持っていたのは一郎ー君です 三人のうちで一番弾力のあるのは一郎くんです。君たち、しっかりするんだ。まだ助かる見込みがあるよ。イカダをできるだけ隅の方へ流せば。しかし、その声も二人の耳には通じぬのか、何の返事もありません。よし、僕がやってみせるぞ。一郎くんは声を振り絞って叫ぶと、いきなりイカダの上に仁王立ちになりました。 子供ながら、それは見るも恐ろしい行奏でした。兵隊さんが敵の中へ踊り込むときにはきっとこんなだろうと思われるようなものすごい行奏でした。無理もありません。イチロー君は今、死の里際に立って、三人の命を救おうとしているのです。体に残っている力を使い尽くしても、自分一人の腕でこの大避難を逃れて見せようと決心したのです。 一郎くんは、いかだの一方に積んであった、食料を入れた木の箱のところへ飛んでいきました。そして、その箱の蓋の板を両手につかむと、そのままいかだの端に座って、満身の力を込めて湯のように熱い水をかき始めました。いくら水をかいたところで、無論、いかだを戻すことはできません。その場所に止めることもできません。湯はそれほど急なのです。 でも死に物狂いになれば、イカダの流れる方角を少し変えるぐらいはできるはずです。イチロウ君はそれを思いついたのです。板で水をかいて、イカダができるだけ火の柱から離れた隅の方を流れるようにすれば、万に一つも助かるかもしれないと考えたのです。ゴー,ゴーという噴火の音はまるで雷のように響いています。しかしイチロウ君にはもうその音さえ聞こえませんでした。 暑さはだんだんに高まり、今では燃え盛る火の中へ飛び込んだような苦しさです。しかし、一郎君はその暑ささえも感じませんでした。目の前には、ただ一枚の板が、三人の命の板とも言える一枚の板があるばかりです。一郎君の二本の腕は、まるで鉄で作った機械のように、その板で溝をかき続けました。もう人間わざとは考えられません。 一郎少年の体には何かが乗り移っているようです。おおご覧なさい。非常な速さで流されているイカダが、少しずつ少しずつ洞窟の左側へ向きを変えていくではありませんかうまいうまい、この調子なら、イカダが火の柱を通り過ぎるときには、洞窟の隅の一番安全なところを流れるに違いありません。ああ、少年たちは透けるかもしれません。 一郎くんは何も見えませんでした。ただもう機械のように板を動かしていました。しかし、イカダは火の柱から10メートルほどに迫っていたのです。その時、かわいそうなことが起こりました。 例のメガネザルとオウムとはいつの間にか抱かれていたタモツ君の手を離れていたのですが子は噂のあまりけたたましい鳴き声を立てて死に物狂いに飛び回るものですからとうとう二匹ともくくってあった紐が溶けてしまったのです紐が溶けると同時にメガネザルは竜の中へ身を踊らせオウムはパッと舞い上がって何と思ったのか火の柱をめがけて飛び込んでいったのですそれがあわれな二匹の最後でした イチロー君はそんな出来事さえ知りませんでしたただ耳もろうするゴーゴーという物音と目もくらむばかりの白熱の光の中で両手に握った板ばかりを見つめていたのです腕がちぎれるまでもその板を動かし続けようと夢中になっていたのです一郎君の手のひらからは血が流れ出しましたそれでも溝をかくことをやめようとはしません 両腕が棒のようになって動いているのかどうか自分でもわからなくなってきました。それでも板を離そうとはしません。ゴーゴーという噴火の音はこの世の終わりかと思われるほど恐ろしい響きになってきました。白熱の硬派、一郎くんの両目を焼き尽くすほどの激しさです。ああ、今、火の柱を通り過ぎるんだな。一郎くんはそれをはっきりと感じました。 その瞬間、とうとう最後の力を使い尽くしたのか、がっくりとイカダの隅にうずくまってしまいました。今まで水をかいていた板は、一郎君くんの手を離れて、わきかえる竜の中へ巻き込まれていきます。鉄尾くんも、ほくんも、イカダの上にうつ伏せになったまま、とっくに気を失っていました。そして、最後まで戦った一郎君くんも、とうとう倒れてしまったのです。大安国。 皆さん、少年たちは火の柱に焼かれてしまったのでしょうかいやいや、そうではなかったのです。勇敢な一郎君の働きが功を奏して、いかだは火の柱からずっと離れた洞窟の隅を通り過ぎたのです。あまりの暑さ苦しさに3人が3人とも気を失ってしまいましたけれど、決して焼死はしなかったのです。 イカダは気絶した三少年を乗せてたちまち火の柱を後にし非常な速さでその恐ろしい地獄を遠ざかっていったのですそれからどれほどの時がたったのか少年たちは誰も知りませんでしたがまず最初に気を取り戻したのは一番体の丈夫な一郎君でしたふっと目を開いて辺りを見回しましたがそこには何もありませんでしたただ一面の墨を流したような闇ばかりです おや僕はもう死んでしまったのかしら一郎君がそう思ったのも無理はありませんそこには何の物音もなく何の動く物もなく冷たい闇が墓場の底のように静まり返っていたのですさっきまでの目もくらむ光や恐ろしい物音に比べて何という違いでしょうでも死んでいない証拠には触ってみると体の下にいかだの材木がありました ちょっと手を伸ばすと、イカダの外には氷のように冷たい水がありました。しかし、不思議なことにはその水が少しも流れていないのです。まるで一のマかなんぞのように不気味に沈まり返っているのです。水があるとわかると、一郎君はすぐその方へ首を伸ばして、まるで犬が水を飲むように、その黒い冷たい水を思うさま飲みました。それほど喉が渇いていたのです。 そうしてやっと人心地がつきますと裸になっている体中がヒリヒリと痛むのに気づきました直接火の柱に触ったわけではありませんけれどそのそばを通ったのでやけどをしていたのですそこで手で水をすくっては体の痛むところを濡らしましたがだんだん気持ちがはっきりしてくるにつれて心配になるのはく君と哲夫君のことでした 一郎君は闇の中へ声をかけながらいかだの上を張って手探りをしましたするとちょうどその時保君が正気に帰って身動きしているのにぶっつかりました続いて哲夫君も正気づいた様子なので一郎君はまず何よりも二人に水を飲むことを勧めました二人がいかだの端へ張っていってたらふく水を飲みやけどの手当てなどをしたあとで三人はお互いの顔も見えぬ闇の中で 手を取り合って命の助けったことを喜び合いました。よかったね。でもどうして助かったんだろう。僕はもうやけしのものと覚悟を決めていたんだよ。哲夫君が不思議そうに言いました。一郎君は自慢にならないように注意しながら板で水をかいていかだを火の柱から遠ざけたことを語りました。ああ、そうだったの。 じゃ、君が助けてくれたんだね。君は僕たち二人のうぬじの恩人なんだね。鉄尾くんはしっかり一郎くんの手を握って感謝に耐えないように言うのでした。ありがとう、一郎くん。僕も君に助けてもらったんだね。ちゃめのほくんもいつになくしんみりと言って一郎くんの手を握りました。 そうして、しばらくの間、三人は涙ぐみながら、お互いの手を握り合っていましたが、やがて三人とも寒くてたまらないことに気がつきました。本当にその暗闇の世界は何から何まで最前の日の柱のそばとは、あべこべだったのです。温度までも熱帯からいきなり寒帯に来たほど違っているのです。 三人は、寒い寒いと言いながら、手探りで最前寝に捨てたシャツとズボンを探し、急いでそれを着込みましたが、それでもまだ寒くてたまりません。そこで、イカダに積んであったシーツの白布を探して、天でにそれをシャツの上からぐるぐると巻きつけ、やっといくらか寒さをしのぐことができました。君たち、お腹がすきやしない。僕はペコペコだよ。大働きをした一郎くんが、第一に空腹を訴えました。 うん、僕もだよ。箱の中に食料が入れてあったね。あれを食べようよ。保君が早速賛成しました。そこで、三人はまた手探りで、イカダに積んである木箱のそばにより、その中の鶏の炙り肉だとか、パンの好みだとかを取り出して、たらふく詰め込みました。ああ、おいしかった。まだたくさん残っているね。あと5日分ぐらい大丈夫あるよ。 食べることにかけては保訓が一番抜け目がありません手探りで箱の中の食料をちゃんと計算していたのですみんなお腹が口くなるとしばらくは黙り込んでいましたがそうしていますと暗闇というものの怖さがだんだん心の中に広がってくるのでしたなんだか変だねここはどこなんだろうどうしてこんなに静かなんだろう まず保つくんがたまりかねたように口を切りました。やっぱりどうけつの中だよ。もし穴の外にいるんだったらいくら夜でもかすかに何か見えるはずだからね。哲夫くんがかんがえ深い調子で答えます。じゃあどうしてこんなに水が動かないんだろう。まるで沼みたいじゃないか。それはここがちょうど縁のようになっているんだよ。 川にだってちっとも水の流れない縁というものがあるだろう。あれだよ。ここは洞結の中の縁に違いないよ。真っ暗でわからないけれど、ここは広いのだろうか。どうも高層だよ。僕はさっきから銃を持って岩に当たらないかと思って探ってみたんだけど、どこにも触るものがないんだよ。これは一郎くんの声でした。あ、いいことがある。 僕何か投げて試してみるよ。北恩はそう言ったかと思うと木箱のそばの鍋の中に入れてあった一枚の皿を取っていきなり闇をめがけて投げつけました。きっと岩に当たって砕ける音がすると思ったのですがそんな気配はなくてしばらくしてからはるか向こうの方でドボンと水の跳ねる音がしました。よし、それじゃこっちの方だ。 と、また別の皿を取って反対の方角へなりましたが、今度も同じように水音がするばかりでした。わあ、広いんだなあ。くんは思わず大きな声で叫びました。すると、どこか遠くの遠くの方からかすかな声で、わあ、広いんだなあ。と、誰かが叫び返しました。 ちょっと考えれば、それは小玉だということがわかるのですが、お互いの顔も見えない真っ暗闇の中ですから、向こうに誰かいるような気がして、なんだか怖くなってきました。試しに大きな声で多いと呼んでみますと、ワンとうなるような音で、どこからか多いと答えてきました。そして、しばらくすると、ずっと向こうの方から最初のよりは小さな声で多いと聞こえ、それからまたもっとかすかな声が、 遠くの遠くの方から多いと響いてきました。反響が反響を生んで一つの声が二重三重に小玉するのです。広いんだね。一郎くんが小玉に懲りて囁くような声で言いました。とても高層だね。僕たちいつになったらここを出られるんだろう。保君は心細い声を出しました。 このままじっとしていたらいつまでたっても出られないわけだよ。水がちっとも流れていないんだもの。鉄尾くんも怯えたような声です。じゃあ、僕たちでいかだをこいでみようじゃないか。どっちへ行っていいのかわからないけれど、ともかくこいでいればどこかへ出るよ。じっとしているよりはましだよ。一郎くんが二人を元気づけるように言いました。こぐと言って貝を流してしまったじゃないか。 混むものがないよ。なくはないさ。ほらさっき僕は箱の蓋で水をかいたって言ったろう。その蓋の板は流してしまったけれど、まだ箱が残っているよ。あれを壊して、その板でこればいいんだ。早くは進まないけれど、一生懸命にこれば、どっかへ出られるかもしれないじゃないか。あ、そうだね。じゃ、やってみようか。 そこで、少年たちは食料の入っている木箱を壊して手頃の2枚の板を作り、1人ずつイカダの両端に座って、その板で水をかき始めました。真っ暗闇の中ですから、いが進んでいるのかどうか少しもわかりません。いくら水をかいても同じところにいるような気さえします。なんという心細い仕事でしょう。でも少年たちは変わりあって、いつまでも根気よく、 板のを操りました。そうするほかにこの恐ろしい洞窟を抜け出す道がないことがよくわかっていたからですしかしこいでもこいでも行く手にはかすかな光さえ見えませんでしたどこまで行っても闇なのです果たしもない大きな大きな闇の世界なのですこいでいるうちに腹が減ってきますので3人は変わりあって食事をしました。 その食事がもう二度も繰り返されたのです。時計がないので、よくはわかりませんけれど、こぎ出してからたっぷり半日以上も経ったように思われます。それでも、あたりには少しの変わりもありません。やっぱり幾重にも幾重にも重なった闇が三人をしっかりと包んでいるのです。星だ。星だ。 皆さん、もし私たちに目というものがなかったら、世の中がどんなに寂しく頼りないものでしょう。世界中が限りもない真っ暗闇なのです。木でも花でも、とでも障子でも、机でも、お父様やお母様やお友達でさえも、色や形で見ることはできないのです。ただ、手で触ってみて、そういうものがあるということがわかるだけなのです。一郎くん、ほくん、てつくんの三少年は、今ちょうど、 そういうい目ののないい世界にいるのも同じことでした3人は決して目目になったのでははありません目はちゃんとありながら何も見えなくなってしまったのですなぜかというとそこにはどんなかすかな光もなかったからです物が見えるのは光というもののおかげですからその光が少しもなければちょうど目がなくなってしまったのと同じわけになるのです どんな真っ暗なアイアでも空の薄明かりでかすかに物の形がわかるのですが、ここにはそういう薄明かりさえありません。本当に目暗になったのと同じ黒暗ン,ンの闇なのです。少年たちはどうかしてこの恐ろしい暗闇を逃れ出ようと、イカダに積んであった木箱の板でしきりに水をかいて、イカダを進めましたが、そうして半日ほどもこぎ続けたのに何の変わったことも起こらないのです。 いくら探っても手に触るものは何もありません。闇はいよいよ深くなるばかりです。変だね、焦げば焦ぐほど洞結の方で広がっていくじゃないか。一体僕らのいかだは進んでいるのかしら。なんだかいつまでも同じところにいるような気がするぜ。一郎くんのがっかりしたような声が闇の中から聞こえました。進んでいなくはないよ。 水に手をつけてみると、いかだの動いているのがわかるよ。考え深い鉄尾くんは、いかだの縁にしゃがんで水に手を入れているらしく、低いところからその声がしました。だって、変だな。いくら広いったって、僕たちはもう十八時間も焦ぎ続けたんだぜ。どっちかの岩の壁に突き当たりそうなものじゃないか。壁の方で逃げていくとしか思えないよ。嫌だな、そんなこと言っちゃ 僕怖いよ。まるでそのシャに魔物でもいるようなこと言うんだもの。胡訓のべそをかいたような声です。本当にこの暗闇には何か血の底の魔物というようなものがいて、少年たちをいじめているのではないでしょうか。それを考えると三人はぞーっとして思わず黙り込んでしまいました。あ、だれだい。びっくりするじゃないか。 一郎くんが尊強の声を立てました。僕だよ。僕怖いんだよ。僕がたまらなくなって手探りで一郎くんにしがみついたのです。僕なんだか気違いにでもなりそうだよ。ね、君たち、僕を抱いとくれよ。ね、早く。いつも無邪気で朗らかな保君ですが、それだけにこういう時には誰よりも先に怖がるのです。 少しも隠し立てをしないのです。それをきっかけに、三人は小物もやめて、いかの真ん中に、ひとかたまりになって、お互いの体を抱き合うようにして、じっとしていました。しばらくすると、哲夫君が何か思いついたらしく、例の考え深い口調で言いました。魔物なんていやしないよ。そんなバカなことはあるはずがないよ。 でもね、僕、今ひょいと思いついたんだけど、僕たちのいかだは同じところをぐるぐる回っていたのかもしれないと思うのだよ。で、ぐるぐる回っていたって。どうしてさ、一郎くんの声がびっくりしたように尋ねます。僕たちはいかだの両方の端で板で水をかいていたんだろう。だからね、もしそのこぐ力が右と左で少しずつ違うとしたら、どうなると思う 力の強い方が弱い方の側より少しずつ早く進むわけだね。そうすると、イカダは力の弱い方の側へ曲がっていくわけじゃないか。少しずつ、少しずつだよ。でも2時間も3時間も漕いでいるうちには、ぐるっと一回りして、また元のところへ戻ってくることになるだろう。そして、大きな輪のように、いつまでも同じところを回っているのかもしれないぜ。あ、そうだ。 僕そんな話を聞いたことがあるよ。曇った日に砂漠を旅している人が向こうに何も目印がないものだから知らず知らず同じところをぐるぐる回っている話だよ。右の足と左の足と少しずつ歩く力が違うからだって。そうだよ。僕もその話を思い出したのさ。ここも真っ暗闇で何も見えないんだからね。その砂漠と同じわけだよ。それじゃどうすればいいんだい 右側と左側と少しも違わない力でこぐなんてできっこないじゃないかもし哲夫君の考えが当たっているとすれば少年たちのいカダは広い広い闇の空洞の中で未来英語大きな輪を描き続けていなければならないのです砂漠の旅行者は空さえ晴れれば太陽や星を目当てに方角を定めることができますけれどこの洞窟にはいつまで待っても太陽も星も出てはくれないのです 実にちょっとしたことです。ただ右と左と漕ぐ力が、ほんの少しずつ違うというだけのために、永久にその暗闇の世界から抜け出せないなんて考えても恐ろしいことではありませんか僕たちどうすればいいんだろう。ね、どうすればいいんだろう。保君が悲しい声で言って、一層強く二人に抱きつくのでした。三人はそうして抱き合ったまま、しばらく黙り込んでいましたが、 やがて、鉄尾くんの声が聞こえてきました。僕、君たちの顔が見たいな。こうして抱き合っていても何にも見えないんだもの。本当に変な気がするね。暗闇がこんなに怖いものだっていうことを僕、今まで知らなかったよ。ほくんじゃないけど、こうしてじっとしていると気が違いそうになってくるよ。すると、誰かの声がいきなりわーっと泣き出しました。ほくんです。 そして泣きながら何か喋っているのです。神様、神様、どうか僕たちを助けてください。神様お願いです。助けてください。助けてください。それにつられて他の二人も口の中でお祈りを始めました。もう人間の力ではどうすることもできなかったのです。鉄尾くんの知恵も一郎くんの勇気も この不思議な運命を切り開く力はなかったのです。三人はお祈りをしながら泣きました。まだ学校へ登らない幼い子供のように泣きました。でも、この少年たちを笑ってはいきません。いくら偉いと言ってもみんな子供なのです。こんな目に遭ったら大人だって泣くかもしれません。しかも三人は今までありとあらゆる苦しみに耐えてきた上なのです。 もう力も知恵も尽き果ててしまったのです。それから長い時間が過ぎ去りました。泣きくたびれた三人はいかだの真ん中に一塊になって死んだようにぐったりとしていました。眠っていたのかもしれません。いや、眠るなんてのんきな気持ちになれるものですか眠ったのではなくて頭が痺れたようになって夢うつつの境をさまよっていたのです。 どれほどの間そうしていたのでしょう。バちになって考えても三人はその時間の長さをはっきり思い出すことはできませんでした。たった一時間ほどのようにも思われました。また二日も三日も経ったようにも感じられました。最初気がついたのは保訓でした。保訓は三人のうちで一番ものに感じやすいのです。笑うのも泣くのも誰よりも早い代わり、 目や耳や耳皮膚のの感じも素早いのです。夢うつつでいたタモツくんは何かかすかな風のようなものが頬の辺りをかすめていくのを感じましたやっぱり何も見えない暗闇の中ですけれどどうも今までとは違ったことが起こっているように思われたのです親というようよな気がしたのです。そこでく君は素早く頭を上げて辺りをキョロキョロ見回しました しかし、右左、前後と見回しても何も見えません。次に保君の目は凍結の天井を見上げました。あら。保君は思わず叫びました。その天井になんだか宝石のようにピカピカ光ったものが、一つ、二つ、三つ、数えてみると二十以上も見えるのです。一郎君、哲夫君、ちょっと起きてごらんよ。 なんだかピカピカ光っているよ。力を込めて二人を揺り起こしました。で、どうしたの一郎君くんもテツ君くんも夢から覚めたようにびっくりして起き上がりました。あれだよ。ほら、あんなに光っている。三人は何度も目をこすりながら、その小さな光るものを見つめていましたが、やがてテツ君くんが大きな声で叫び出しました。 星だあれはさらに光っている星だよ。星が見えるんだよ。星だ星だ。言われてみるといかにもそれは星に違いありませんでした。北雲は洞結の中だとばかり思っていたのでその遠い遠い空の星がすぐ頭の上の岩の天井で光っているように勘違いしていたのです。星が見えるからにはもう洞窟の中ではありません。イカダはいつの間にか 恐ろしい地底への闇の国を抜け出していたのです。ばあ、助かった。僕たちは助かったんだよ。神様が助けてくださったんだよ。一郎君が思わず叫び出しますと、他の二人も口々に何かわめきながら、いの上に踊り登って喜び合うのでした。ワニ。どうなることかと思った三人の命は、まるで奇跡のように救われたのです。 それにしても、こぎもしないいかだが、どうして洞結の外へ出たのでしょう。信じられないほどの幸運ではありませんかしかし、それは末になって考えてみると、何でもないことでした。つまり、三人がもうダメだと思い込んで、こぐことをやめてしまったのが、えってよかったのです。あの広い洞結の中の水は、少しも流れていないようでいて、 その実はごく少しずつ動いていてたののですその動き方があまりのろいのでまるで感じられないほどでしたがともかく動くことは動いていたのですですから小物をやめてしまったイカダはそのゆっくりした水の胴に連れて洞結の出口の方へ一人でに運ばれていったわけですおそらく五十六時間あるいはもっと長い間かかってとうとう出口に出し 三人の頭の上に空の星が輝くという幸運が巡ってきたのです。よかったね。もう大丈夫だよ。ここはどこだかわからないけれど、夜が明けたら上陸する場所も見つかるに違いないよ。一郎くんが嬉しそうに言いますと、考え深い哲夫くんは、まだ安心はできないという風で。でも変だね。ご覧。星の見えるのはあんな細い空だけじゃないか。 雲で隠れているのかしら。なんだかおかしいよ。といぶかりました。あ、わかった。雲じゃないよ。岩山だよ。僕らの両側に高い岩の崖がそびえているんだ。だから空があんなに細長くしか見えないんだよ。ね、そうだろう。よく見てごらん。一番目ざといくんが早くもそれに気づいて言いました。 もうここは洞結の中ではありませんから、いくら暗いと言っても、あたりの様子がかすかに見分けられるのです。あ、そうだ。両側はとてもすごい岩の壁だよ。僕たちは今、深い谷底を流れているんだね。岩山の高さは何十メートルとも知れぬほどで、それが削ったようにまっすぐにそびえていて、竜の幅はわずか78メートルしかありません。 大き,な大きな岩の裂け目のような場所なのですいかだをつけて上陸する機種などはどこにも見当たりません広い洞窟の中ではあれほどゆっくり動いていた水もこの狭い谷底ではかなり速く流れています水に手を入れてみますといかだがぐんぐん進んでいるのがわかるのですじっと両側の岩を見ていますと進むに従ってその幅が少しずつ広くなっていくような気がします ああ、もう大丈夫だよ。この谷底を抜けてしまえばきっと平地に出るんだ。ご覧、空の星がだんだん増えてくるじゃないか。それだけ谷間が広くなっていくんだよ。ほんとだ。夜が明ける頃にはどっかの岸へ上がれるかもしれないね。よかったね。僕はもう本当に死ぬんだと思ったよ。助けった、助けった。神様にお礼を言わなくっちゃ。 保君はそう言って、妙な節をつけて、お祈りのような文句を長々とつぶやいていましたが、それが終わるとびっくりするような声を張り上げました。ああ、お腹が減った。早く何か食べなくっちゃ。それを聞くと、他の二人もにわかに空腹を感じました。今までは無我夢中で、腹の減ったことなど考えている暇もなかったのですが、もう助かったと安心したせいか、むやみに何か食べたくなってきたのです。 そこで三人はまだいかだの上に残っていた食料品を手探りで拾い集めて闇の中の食事を始めました炙った鶏の肉パンの好み甘い果物など何を食べても頬がちぎれるほど美味しいのですそれから一時間もしますと空は初めの十倍ほどの広さになっていましたがその空がほのぼのとしらみ始めたのですすがすがしい青空がだんだん明るくなるに従って 星の光が薄れ、やがてそれが全く見えなくなってしまった頃には空は眩しいくらいになって、両側の高い岩山もまざまざと姿を現しました。少年たちはこんな美しい朝を見たのは生まれてから初めてのような気がしました。本当に生き返ったような気持ちです。太陽のありがたさがこの時ほどしみじみと感じられたことはありませんでした。あ、青い木が見える。 ほら、あそこをご覧。目早い保君の指さす方角を見ますと、岩山の間から、遥か向こうに青々と茂った林が覗いています。谷底はそこで終わって、川は平地に流れ出ているのです。その川の岸に立ち並ぶ熱帯樹の林が緑色に照り生えているのです。わあ、平地だ。上陸地点が見つかったぞ。万歳、万歳。 保君が踊り上がって叫びますと、二人もそれにつれて、高らかに万歳を唱えるのでした。こぐ世話もなく、いかだは竜のにまにだんだん広くなっていく谷間を静かに下っていきます。それに従って、好奇心の帯のような緑の林が、一メートル、二メートルと右左に広がって、こちらに近寄ってくるのです。その景色の美しさ、楽しさは何に例えるものもありません。 それから一時間ほど後、少年たちのイカダはとうとう岩山を離れて平地の川に流れ出ました。非常に広い川です。川というよりも大きな池といった方がいいかもしれません。少しの波もなく静まり返った水、その周りをぐるっと緑の林が取り巻いているのです。谷間を出離れると、たちまち流が緩くなって、イカダが進まなくなりましたので、少年たちはまた、 板の階で水をかかなければなりませんでした。ああ、熱くなった。もうこんなものいらないや。くんが第一に体に巻きつけていた布を布に捨てました。他の二人もそれに習ったことは言うまでもありません。そしてシャツと半ズボンの軽快な姿になって、せっせとイカダをこぐのです。イカダは油を流したように緩やかな水の上をスースーッと進んでいきます。 キラキラと輝く空、青くよどんだ水、濃い緑の林、絵に描いたような景色です。ところが、イカダが池の中ほどに来たとき、突然、実に突然、その静けさの中にぎょっとするようなことが起こりました。キャキャーというような強声がまず聞こえたのです。 びっくりして、その方を見ますと、向こうの岸に近い水面に何か小さなものが浮かんで、バチャバチャ水を跳ね返しているのです。おや、なんだろう。あ、人間だ、人間だ。子供らしいね。土人の子供だよ。それは12、十二十三歳の土人の子供がただ一人水営業をしていたのです。しかし、なぜあんなに悲鳴を上げて慌てているのでしょう。 が子供の後ろに何か泳いでいる変なものが泳いでいるあれワニじゃないでワニだってやがてそのものの正体がはっきりわかりましたワニです一匹の大きなワニが土人の子供を一のみにしようと追っかけているのですその時子供の共生のほかにまた別の悲鳴が聞こえてきました よく見ると岸の林の茂みの中にチラチラと人の姿が見えます髪を長く肩に垂らした裸の人です女のようです子供の母親かもしれませんその2つの矯正が入り混じってけたたましく響き渡る中で土人の子供とオオニとの死に物狂いの競争が行われています子供とワニとの隔たりはわずか3メートルほどです しかも、その隔たりが次第に狭まっていくのです。いくら泳ぎがうまいからといって、子供の力ではとてもワニにかなうはずはありません。みるみるワニは追いついていきます。ば、もう2メートルほどになりました。危ない。次の瞬間には一のみです。ご覧なさい。あの大ワニの口をパックリと開いた口を。誰も助けてあるものはないようです。 林の中で叫んでいる女も飛び込んで子供を助ける勇気はないのでしょう。いや、たとえ勇気があってもか弱い女の力ではどうすることもできません。三人の少年もイカダの上に立って、あれよあれよと手に汗を握るばかりです。助けようにもあまり遠くて、その暇がありません。一郎くん、十王、十王。 鉄尾くんが叫んだときには、一郎くんはもう素早く銃を取ってワニに狙いを定めていました。一発で仕留めなくてはいけない。うち損じたら大変です。その間にもワニはもう子供のすぐ後ろに迫っていました。一メートルもないくらいです。ああ、危ない。今にも今にもぱっくりとやられそうです。そのとき、 グワンと空気が破裂したような感じがして、イカダがグラグラと揺れ、一郎く君の銃の先から白い煙が噴き出しました。発砲したのです。少年たちの目は一斉にワに注がれました。当たった。当たった。古君の踊りのぼるような声。弾丸は見事にワの頭を貫いたのです。 ワニはガット口を開いて大きな体をぐるっと位置回転させたかと思うと、そのまま水中に沈んでしまいました。土人の子供は助かったのです。夢の国。子供はやっとの思いで騎士に泳ぎつく。 底行きの影から土人の女が駆け出してきて何か奇妙な叫び声を立てながら子供を抱きしめましたが子供は岸に生え上ったまま木を失ったものと見えてぐったりとしていますいの上の三少年は思いがけのところに妙な土人がいたものですからもしや人食い人種ではないかと薄気味悪く感じましたが ドジンの女が気を失った子供を見ておろおろしている様子がいかにもかわいそうですしその女の顔はドジンながらどこか優しいところがあってまさか人食い人種の妻とも考えられませんのでともかく上陸してその子供を介抱してやろうじゃないかと相談を決めました熱帯児の茂っている騎士にイカダをつけて三人が上陸しますとドジンの女は見慣れぬ服装の少年たちを見てやっぱり気味が悪いのか ちょっと逃げ出しそうにしましたが大事な我が子を捨てて逃げるわけにもいかないのでそこに立ちすくんだままためらっている様子でした少年たちは相手を安心させるためにニコニコ笑いながらそこに近づきぐったりと倒れている子供を抱き起こして様々に介抱してやりましたそしてやっと正気を取り戻しびっくりした顔で キョロキョロたりを見回している子供を抱きかかえて、さあ、君の子供を受け取りなさいというように、ニコニコしながら女の方へ近寄っていきますと、女はいきなり地面に冷え伏して、何かわけのわからないことを言いながら、まるで神様にでも礼拝するように少年たちを拝むのでした。無知な土人の女にも、少年たちが我が子の命の親であることはよくわかっていたのです。その上、死んでしまったのかと思っていた子供を、 生き返らせてもらったのですから少年たちを神様のように思うのも無理ではありません女は三十歳くらいなのでしょう腰の辺に布のようなものを巻きつけているほかは真っ裸でその肌が日に焼けて茶色になっていますでもクロンボウではありません顔つきも肌の色もどこやら日本人に似たところがあるのです それが縮れっ毛ではありますが、黒いふさふさした髪の毛を肩の上になびかせて、一生懸命にお辞儀をしているのです。お辞儀といっても、日本人のお辞儀とはどこか違っていて、もしこんな場合でなかったら、思わず吹き出したくなるような変な格好をするのですが、でも三人に心からお礼を言っていることはよくわかるのでした。 女は何度も何度もお辞儀をした後で、おずおずと少年たちの方を歩み寄り、一郎くんが小脇に抱えていた子供を受け取るために両手を差し出しました。そして、子供を自分の両腕に抱きかかえますと、また地面に座って何か言いながらお辞儀を繰り返しましたが、それが済むと、さっと立ち上って子供を抱いたまま、いきなり林の外へ駆け出していってしまいました。 少年たちは言葉はわからないでも手真似でこの女にいろいろ尋ねたいと思っていたのですがあっという間に女は林の下をくぐってたちまち姿が見えなくなってしまったのですそこで少年たちは思わず女の後を追って林の中を川の反対の方へ歩いていきましたが20メートルも進むか進まないにもう林が尽きて三人の目の前にはパッと明るい世界が開きましたあら 古んの頓うな叫び声、そして三人はそのままそこへ棒立ちになってしまいました。それほど目の前の景色が異様だったのです。夢でも見ているのではないかと疑われるほど不思議な眺めだったのです。そこは差し渡し500メートルもあろうかと思われる広っぱでした。でも、ただの広っぱではないのです。土が真っ白に輝いているのです。いや、土ではありません。 地面全体が少しずつ凸凹のある大きな白い岩なのですその広っ端の周りには3人の立っている林の方をのけて三方をぐるっと山が取り巻いていますそれもただの山ではなく削り取ったような高い高い岩山がよきなきと恐ろしい姿でさらにそびえ立っているのですその山には土というものがないと見え木も草も生えていません ただ輝くばかりの白い岩が、広っぱをぐるっと取り囲んで、目もはるかにそびえ立っているばかりです。例えて言えば、そこはちょうど白い瀬戸物のコップのような形なのです。広っぱをコップの底とすれば、周りの山々はコップの縁にあたります。それほど山が高くて、険しいのです。それだけでも非常に変わった景色ですが、そこにはもっともっと驚くべきものがありました。 一方の白い岩山の裾に大きな段のようになったところがあって、そこに建物の柱らしいものが何十本となく立っているのです。屋根はありません。自然の岩山をそのままくり抜いて岩の柱だけが残してあるらしいのです。柱と柱の間は暗い影になっていてよくはわかりませんが、その奥に岩を掘り抜いた広い部屋がいくつもあるように感じられます。 つまり、自然の岩山で作った宮殿とも言うべき、びっくりするほど大掛かりな建物なのです。その白い柱が立ち並んでいるすぐ前から、建物全体の幅で、電柱団とも知れぬ石の階段がずっと地面まで刻まれています。見婚の社やお寺には随分高い石段がありますが、こんな幅の広い石段はどこにもありません。 哲夫君はそれを見て、いつか歴史写真集で見た古代エジプトのある王宮の写真を思い出しました。これはその王宮ほど大きくはありませんが、なんとなく似たところがあります。こんな立派な建物を作るところを見ますと、ここに住んでいる土人は古代エジプト人ほども知識が進んでいるのかもしれません。 最善の女は子供を小脇に抱えて、その白い広っぱを宮殿のような建物の方へ一目散に走っていきます。黒髪を風になびかしたその後ろ姿が小さく見えているのです。ところが目でその後ろ姿を追っていきますと、よっとしたことには女が走っていく向こう、宮殿の石段の前を十数に石塊になった男の土人が急ぎ足でこちらへ歩いてくるのが見えるではありませんか 少年たちはなんとなく気味が悪くなってきましたが、気味が悪いよりもびっくりする方が先でした。それは男土人たちの服装なのです。ご覧なさい。土人たちの体はまるで仏像のようにキラキラと金色に光り輝いているではありませんか遠いので詳しくはわかりませんが、土人たちは皆金色の兜のようなものをかぶり、金色の鎧を着ているらしいのです。 そうだ。ここが黄金国かもしれない。あのイギリス人の言っていた黄金国かもしれない。少年たちはほとんど同時に心の中でそう叫びました。ああ、あれは夢や幻ではなかったのでしょうか。瀕死のイギリス人のわごとではなくて、本当に黄金の国があったのでしょうか。黄金宮殿。 けに取られて見ていますと、子供を抱えた女はやがて金色の人々に近づき、何か慌ただしく話しています。きっと三人の奇妙な少年たちがどこからともなく現れて、ワニを撃ち殺してくれたことを報告しているのに違いありません。女の報告を受けた男土人たちはしばらく何か相談していましたが、やがて一度揃って急ぎ足にこちらへ近づいてくる様子です。 あ、僕たちのところへ来るんだぜ。僕たちを捕まえるつもりじゃないかしら。く君がいち早くそれと察して心配そうに囁きました。そんなことはないよ。僕たちをひどい目に合わせるはずはないよ。僕たちはあの子供の命の親なんだもの。ごらん。みんな怖い顔なんかしていないじゃないか。鉄く君が近づいてきた土人たちの表情を見て言いました。 いかにも土人たちは皆優しい顔をしていました中にも先頭に立っている長い白ひげを胸に垂れた老人はこの土人たちの中で一番偉い人なのでしょうがなんとなく威厳のある顔にニコニコと微笑さえ浮かべています三人はその様子にいくらか安心してでも一郎君は例の銃を両手に構えていざといえば発射できる用意をしてじっと土人たちの近づくのを待っていました 近づくに従って、土人たちの服装もはっきりわかってきましたが、最初考えた通り、それはやっぱり金の兜、金の鎧だったのです。兜は、日本はもちろん、西洋のどこの国の兜にも似ていない、脳な形のものです。全体がキラキラ光る金色の火炎の形をしているのです。頭の上で延々と火が燃えて、その金色の炎が後ろの方へ風になびいているような、勇ましい形に作ってあるのです。 鎧も全部金色に輝いていますがその作り方はやっぱりどこの国の鎧とも似ていません強いて言えば国史で教わった日本の埴輪にどことなく似ています神武天皇のお供をした私たちの先祖はちょうどこんな鎧を着ていたのではないかと思われるような古風な作り方なのです手や足は裸のままで胸と腹と腰の周のまわりだけ 鎧で隠されているのですが、その裸の足の先には西洋の大昔の武士が履いたサンダルという川のわらじとでも言うようなものを履いていて、そのサンダルまでが薄いしなやかな黄金でできているのです。手には皆長い槍を持っていましたが、その槍の絵にも金が巻きつけてあるという調子で、何から何まで黄金づくめなのです。この土地にはよほど大きな金釜があるのに違いありません。 そういういでたちの十一人の土人が、のしのしと大股に歩いてくるのですが、皆が足を動かすたびに、鎧の裾が触れ合うのでしょう。チャリンチャリンと美しい黄金の音色が、まるで音楽のように聞こえてきます。風鈴が、いくつもいくつも風に吹かれて鳴っているような、優しい涼しい音色です。少年たちはいよいよあっけに取られて、何を考える暇もなく、ただもう夢でも見ているような気持ちで、ぼんやりと立ちすくんでいるうちに、 やがてキラキラ光る土人たちはもう目の前に近づいていました先頭に立った白髪の老人がニコニコ笑いながら3人に向かって何か言いました無論叱るような声ではなくごく丁寧な口調です少年たちは形見に顔見合わせて黙っていました相手が何を言っているのか少しもわからないからです 老人は言葉が通じないと悟ると、今度は手真似を始めました。それも、始めの間はどういう意味かよくわかりませんでしたが、やがて、私たちと一緒にあそこに見える建物の中へ来てくれと言っていることが察知られました。建物というのは、無論派の宮殿のことです。僕たちをあそこへ連れて行って、調べるつもりかもしれないぜ。うん、そうらしいね。でも、今さら逃げ出すわけにはいかないから、 ともかく行ってみようよう少年たちはそんな相談をした上で老人に向かって一緒に行ってもよいという意味を手真似で知らせましたそこで老人は嬉しそうにうなずいてみせるとさあどうかというように先に立って歩き始めました少年たちもその後に続きます十幾人の土人たちは見慣れぬ服装の少年を物珍しそうにじろじろ眺めながら三人の周りを取り巻くようにして 歩くのですそうして歩いているま中あの美しい風鈴のような音色が絶えず3人の耳を楽しませましたやがて一同は白い広場を歩きつくし高い石段を上り詰めていよいよ石の宮殿の中に入っていきました想像した通りその中には大小さまざまの石の部屋が並んでいてその間に広い石の廊下が続いているのです 一堂は建物の入り口で、やはり黄金の鎧を着た万平らしい土人の敬礼を受け、長い廊下をいくつも曲がって、奥まった一室へ入っていきましたが、その部屋に一歩踏み入るや否や、少年たちはまたしても、あっと驚きの声を立てないではいられませんでした。そこは畳にして百畳も敷けそうな大広間ですが、その天井から床から四方の壁まですっかりキラキラ光る黄金の薄板で張り詰めたあるではありませんか 天井の一部に光線を取る穴が開けてあって、そこから差し込む光が壁や床の黄金に照り生え、目もくらむばかりの美しさです。あまりのきらびやかさ、眩しさに、少年たちはしばらくの間、その部屋に何があるのかよくわからないくらいでしたが、やがて目が慣れるにつれて、そこがこの土人たちの酋長、つまり黄金国の王様のお部屋であることがわかってきました。 正面の一段高くなったところに黄金の椅子のようなものが据えてあって、そこに四十歳くらいの黒い髭を生やした立派な人物がゆったりと腰掛けていました。この人のは兜も鎧も今まで見たのとは違って、様々な細かい彫刻をした飾りが一面についている何とも言えない美しいものでした。これが黄金国の王様だったのです。 その王様の左右にはやはり黄金の鎧を着た土人の武士が7十8 0人ずらりと並んで珍しそうに少年たちを見つめています老人とその部下の土人たちは王様の前にひれ伏して何か神様でも拝むような格好をしていましたがそれが済むと老人だけが立ち上って少年たちを指さしながらしきりと何かしゃべり始めました一部始終を報告しているのに違いありません 老人が話を終わりますと、今度は子供を助けられた女土人が呼び出され、この女も詳しく事情を物語りました。それらの報告を聞くに従って、王様の顔には驚きの色が浮かんできました。そして、しばらくの間、不思議そうに三人の少年を眺めていましたが、やがて王様の口から初めて言葉が漏れ、老人に向かって何か命じた様子です。 すると、老人は少年たちの前に来て、例の手真似を始めたのですが、老人が同じことを何度も繰り返しているうちに、少年たちにもやっと意味がわかってきました。お前たちは一体どこから来たのかと尋ねているのです。しかし、そうわかっても言葉が通じないのではどうにも説明のしようがありません。 三人は途方に暮れて顔見合わすばかりでしたが、やがて哲夫君がシャツの胸のポケットに手帳と鉛筆があることを思い出しました。ああ、いいことがある。僕、絵を描いてみるよ。あのイギリス人と話したようにやればいいんだ。そこで手帳を取り出して、あの子供を助けた川とその向こうの高い岩山の谷間から、いに乗った三少年が流れ出してくるところを描いて、手真似と一緒に老人に差し出しました。 老人はそれが分かったと見え、うなずきながら手帳を受け取って、王様の前に進み、その絵を見せて何か説明しました。すると、王様の顔に浮かんでいた驚きの色はますます濃くなり、左右に並ぶ武士たちの間にも、びっくりしたようなざわめきが起こりました。少年たちは、どうしてみんながこんなに驚いているのかと、薄気味悪く思っているうちに、突然思いもよらぬことが起こりました。 王様が椅子から立って、つかつかと三人の前に近づいて来られたのです。そして、少年たちの手を取るようにして、段の上に連れ戻り、自分の椅子のそばへ三人を立たせたではありませんかそれから王様があたりを見回して、おごそかに何か言いますと、居並ぶ進化たちは、一人残らず床にひざまずいて、三人の少年に向かって、霊の神様を拝むような格好をして、しばらくは頭を上げるものもありませんでした。 その時は、少年たちは狐に化かされたような気持ちで、何が何だかわかりませんでしたが、後になってこの土人の国の言葉がわかるようになってから聞いたところによりますと、王様をはじめ武士たちに、三人がこれほどの驚きを与え、尊敬を受けたのには、もっともなわけがあったのです。その一つは、一郎君が何か棒のようなものの先から、火と煙を出して、まるで魔法のようにワニを撃ち殺したことです。 この土人の国にはまだ銃というものがなかったので、そういう魔法を使う一郎くんたちは神様のように偉い人としか考えられなかったのです。それからもう一つは三人が川の向こうの谷間からやってきたということです。 この国では昔からあの谷の奥を突き止めた者は一人もなく、谷の奥には恐ろしい魔人が住んでいてそこへ近づく者にはたたりがあると思い込んでいたのですが、その恐ろしい魔の谷間から三人の可愛らしい顔をした少年が現れてきたというので、いよいよただの人間とは思われなくなったのです。この三人は神様のお使いに違いないと信じ込んでしまったのです。それなればこそ、 あのいかめしい王様でさえ少年たちを自分の兄弟カナンゾのように同じ段の上へ導かれたのです王様がそれですから家来たちの気持ちはもう言うまでもありません3人の少年を王様と同じくらいにいや王様以上にさえ敬い恐れてしまったわけです皆さん私たちの3少年の上に今こそ思いもかけぬ幸運が巡ってきたのです 何度となく命がけの根拠を耐え飲んだ三人の知恵と勇気には、神様も関心なさったのでしょう。最後には、まだ世界中のどんな少年も味わったことのない大幸福を授けてくださったのです。夢かと思っていた黄金国が見つかったばかりか、その国の大切な客となって、土人たちにあがめやまわれる身の上となったのです。外戦の日こそ。 それからの三少年には、ただ嬉しいこと、楽しいことが続くばかりでした。少年たちの黄金国での愉快な暮らしを詳しく書けば、それだけでも一冊の本ができるくらいです。でも、三少年のお物語はここで終わったのですから、それから後の出来事はごくかいつまんで記しておくにとどめましょう。それが三人にとってどんなに得意な楽しい日々であったかは、 読者諸君の豊かな想像力で十分想像をしてください皆さんがどれほど素晴らしい想像を巡らされてもおそらく素晴らしすぎるなんていうことはないだろうと思います少年たちはその日から3日ばかりの間黄金国のいろいろなものを見て回るのに費やしました名の白ひげの老人が親切な案内者となってあちらこちらと見せてくれたのです まず第一に石の宮殿の中を見物しましたが、その立派なことはこれが野蛮人も同様なこの国の土人たちの手でできたのかと疑われるほどで、中にも彫刻の並べてある部屋などは、そのきらびやかなこと、筆にも言葉にも尽くせないくらいでした。そこには美術展覧会のように様々な形をした人間や動物の像が何べくとなく並んでいるのですが、それが石や木の彫刻ではなくてことごとく黄金なのです。 京都の三十三県堂にはびっくりするほどたくさんの金色の仏像が並んでいますが、ちょうどあんな風なのです。しかもそれが三十三県堂のとは違って、中まですっかり本当の黄金でできているのです。宮殿の中を見てしまいますと、今度は外に出て岩山の谷間谷間にある一万人に近いというこの国の人民たちのたくさんの家を見て回りました。 それらの家は皆白い岩山をくり抜いて作ってあるのですつまりこの国の人たちは一人残らず岩の中に住んでいると言ってもいいのですまたある岩山の後ろには金を精錬する非常に大事かけな工場のあることも分かりましたこの国の周りの山々から掘り出したおびただしい金の鉱石がその工場で次々と美しい黄金になっていくのです あの子供を助けた湖水のように広い川は、川下の方で細くなって、それが高い岩山と岩山の間を縫って、はるか山脈の向こう側へ流れているのですが、その川下のごく近いところに広い土地があって、そこでたくさんの果物や穀物などが採れることもわかりました。後で聞いたところによりますと、そのはるか川下の山の向こうには、一食い人種の大きな部落があって、 その野蛮人がこの国の穀物や黄金を奪い取ろうとして時々攻め上ってくるのでそれを防ぐために強い軍隊が必要となり武術を磨くことが盛んになって王様をはじめ武士たちが鎧や兜に身を固めているというわけでした。 さて、一通り国内の見物が終わりますと三人は宮殿の中の一室をあてがわれいつの間にこしらえたのか皆と同じような黄金の兜と鎧とサンダルまでちゃんと用意してあって三人はそれを身につけることになりましたそして熱気とした黄金国の一員となったわけですそれからこの国の言葉の勉強が始まりました黄金国の大臣というような胃の高い人のお嬢さんが 毎日三人の部屋に来て言葉を教えてくれるのです。身分が高いだけあって、これが土人の娘かと疑われるほど、美しい可愛らしいお嬢さんで、教え方もなかなか上手だったものですから、三月もすると、大体この国の言葉が話せるほどに進歩しました。さて、言葉が通じるようになるのを待って、いよいよ三人に重い役目が授けられることになったのです。 まず三人のうちで一番力も強く勇気もある一郎君は、この国の軍隊の長官を命じられました。まだ子供のくせに一飛びに一国の司令官と同様の役目に就いたのです。少年の将軍です。一郎君は喜んでその役目を引き受け、大人の武士たちに学校で習った日本式の軍事教練を知っている限り教えてみました。 そのお金で元より強い黄金国の軍隊がますます強くなったことは申すまでもありません。もう一食い人種なんか少しも怖くはないのです。哲夫君は知恵が優れているのを見込まれて武士やその外の人民を教育することを命じられました。これも一飛びに一国の大学総長となったわけです。宮殿の中の一室を教室にあてて、 小さな先生が大威張りで大人たちを教えるのですまず何より無知な土人たちに世界の地理を知らせなければならぬというので哲夫君は自分で大きな地球儀を作りそれを教室の石の机の上に置いて日本をはじめとして世界各国のありさまを知っているだけ教えて聞かせましたそれを聞いた土人たちの驚きがどんなであったかは皆さんのご想像にお任せしましょう 茶目の保君は、その快活な話上手が、大変王様の気に入って、いつも王様のそばにいて、話し相手になったり、相談役になったりする重い役目を大須かりました。いわば少年時重長です。でも、保君は得意の茶目で、王様を笑わせることは上手でしたが、難しい政治上の相談などは苦手なものですから、そういう時には、いつも大学総長の哲夫君のところへ飛んで行って、知恵を借りるのでした。 ああ、黄金の国の将軍。大学総長。自重長。まだ小学生の身でこんな素晴らしい出世がまたとあるでしょうか。浦島太郎が竜宮へ行った時でもこれほど楽しくはなかったかもしれません。しかし、その嬉しく楽しい中でたった一つ悲しいことがありました。それは、日本のお父様お母様にもう一生会えないかもしれぬということです。 せっかくの幸運をお知らせするすべさえないことです。では、三少年は長い長い生涯を、この南洋の果ての誰にも知られない不思議な国で終わる運命なのでしょうか。いやいや、そんなことはありますまい。南洋の島々は今世界中止の敵です。それらの島々へ通う船はますます多くなり、まだ知られていない野蛮地方の探検は、日一日と盛んになっていくことでしょう。 三少年の江戸市前も、どこかの国の探検隊が出向かないとは限りません。たとえ少年たちと同じ道を通って、黄金国に達することは難しいとしても、まだもう一つの道が残っています。人食い人種の部落を征服して、あの川を遡ってくる道です。三年先か五年先か、それはわかりませんが、 おそらく10年とは経たないうちにきっとそういう探検隊が黄金国を発見するに違いありませんそしてその探検隊から黄金国の不思議な住民とその国の顧問として土人たちを導いている関心な3人の日本少年のことが世界中の新聞社に伝えられた時その記事を読む世界各国の人々の驚きはまあ一体どれほどでしょうか「ああその素晴らしい日が一日も早く来ますように」 もしそうなったならば、黄金国の王様はきっと三少年の国、日本を訪問したいとおっしゃるには違いありません。そして黄金国は日本の保護を受け、日本の弟分になりたいと望まれるに決まっています。ああ、その日はいつ来るのでしょうか。皆さん、想像してご覧なさい。故郷に錦を飾るどころか、故郷に黄金を飾る三人の日本少年。 黄金の衣装をつけた王様のお供をして、自分たちもあのキラキラ光る鎧と兜を身につけて、横浜の桟橋に上陸するときの、また東京駅に着いたときの、その騒ぎを想像してご覧なさい。本当に日本中が湧き返ることでしょう。ああ、なんという素晴らしい光景。それを考えただけでも嬉しさに、もう胸がドキドキしてくるではありませんか